山本、周五郎作。風雲海南記。これより、読み始めでございます。江戸っ子。一。いい男だな。ちょいとないね。水が垂れるようだぜ。浅草大蔵前、天皇舎の鳥居向こうに、川田屋という茶屋がある。 明暦の大会以来、めきめき増え出したいわゆる奈良茶、というやつの類いで、初めの頃は茶飯に豆腐汁、西目に豆くらいしかできない本当の一善飯屋に過ぎなかったが、客の口がおごってくるのとともにこしらえるものも変わって、どうやら後の料理茶屋の形が出来かかっていた。けれどもまだ座敷の設備などはなく、土間を広く取って反対を並べ、 腰をかけて食う程度のものが多かったから、客といっても外回りの飽きんどや、孫、かごかき、遊び人手合いというところが相場だった。川垂というのもその程度のもので、ただここは戦争地道だから、参景人などが寄るために、まあ、やや上のぶと言えるだろう。親父はもと、どこかの武家屋敷で、ヤッコ暴行をしていたとかいう、 骨太のたくましい四十男で、背中に大きく、やりもちやっこの入れ墨がしてある。こいつが俺の生きえだ。と、大した自慢で、それを見せたいためだろう。冬のさなかでも、もろ肌脱ぎになっている。通り名が、やっこの縁ンだから、河田へと呼ばずに、やっこじゃや、というものもある。日暮れ近くの自分ぎで、 店はいっぱい混んでいた。すぐ近所にこのごろできた待ち美客がある。そこの男が三人、炭の方で酒を飲んでいると、ぬっと入ってきた老人風の武士。こんなところにはまだ慣れないと見えて、ひどく収まらない格好で品書きなどを眺めていたが、やがて酒を取って一人で伸び出した。侍客などは珍しいからすぐ目につく。 飛脚屋の男たちも、場違いが入ってきたぜ、と、尻目に見ていたが、この侍、素晴らしく美男なので驚いた。年は、二十しか五であろう。五尺六七寸もある痩せ型の体で、色が抜けるように白い。眉月、口元に高貴な品があるし、澄んだ層の瞳は山中の古水のように深い色をたたえ、何とも言えぬ潤いと、 魅力を持っている。奈良人形のさすがで、そっと切りそいだような高方の輪郭。濡れ場色のたっぷりある髪。どこと言って日のどこ所のない男彫りだ。それから着ているのは上州織の御殿紬。濃い鉄色無地の小袖の着流しにせったばきで、老色材に渋い鉄ごしらえをした大将。これをぐっとおとし差しにしたところは、 どうしてなかなか野暮な風俗でない。老人だが食い詰めのじゃあねえ。第一品が違うわ。万国以上の若者って看板さ。着物と刀と帯と、あの色の取り合わせなざ、ちょいと凝ったもんだぜ。とてもこんなやっこじゃへ来るこじらいじゃあねえや。さぞ、女の子が騒ぐだろ。う。裏やんじゃいけねえ。おめえらざななは七生まれ変わっても、 飛脚人足ってところだ。七将常備客、三頭往来ってところだ。いいから嫌がれ。柳原の遊びの頭割りを借りるほどで、口ばかり叩くねえああ。ああ、生まれは争われねえ。何かといやすぐ銭だ。銭なくして下凡は救い方しさ。口悪ぞろいのはずのやつに、珍しく褒めちぎられた霊の老人は、この間に、 感毒りを二本飲み尽くして、お、はい、いくらだ、と、無造作に呼んだ。二、さあ、しまった。老人は、海中を探りながら下打ちをした。どうかなさいましたか金入れを忘れてきた。そう聞くなり、親父の仁助、スケベイ親父の意味あり、が、本名だから仕方がない。 どんぐりまなこをぎろりとひからした。場所柄でこんなことは珍しくない。もろはだぬぎの腕を組んで。根性は酒の魚とも八十文。と突き放すように言った。ただの八十文で。金色を忘れたから一文もない。老人の方は苦笑して。すまないが、集まってくるから貸しておいてくれ。お宿はどちらで花カードの決心寺だ。 その矢部の中かいジンスが、ぐいと顎をしゃくった。おい、お侍さん、ふざけじゃいけねえぜ。腹いっぺい飲んで食って、感情となれや銭がねえ宿は花カードの月心寺矢部の中で下切りすずめが鳴いてるだろ。そんな豪風なしゃれが聞きたくって、この浅草道で茶店をやってるわけじゃねえや。他のおい惚れじゃやなら知らねえこと、やっこのエンと鳥り名のあるおいらの店だ。 食い逃げなんぞの古手にはまる。どじたわけが違うぜ。店にいた十五六人の客たちは、親父の思い切った短歌を聞いて一斉に振り返ったし、開けっ広げの店だから、通りがかりの者や、近くにいた連中がたちまち前へ人だかりを作ってしまった。大層よく舌が回るな。浪人は落ち着いたもので。だが、そう怒ったところで、 忘れてきた金入れが出るはずもなし、決して迷惑はかけないから、明日まで待ってくれ。うるせえや。通りなそっくり、怒るとエ魔マのようになるすごい剣幕で、ジンスケはわめいた。忘れたかねえのかこのジンスケがコートにらんだ目に来るいわねえ。はじめから、食い逃げをするつもりで来やがったのだろう。なんだと老人は、ぎゅっと唇を曲げた。人相から見ても、 どうせ当変僕だと思うから、こっちはおとなしく頼んでいるんだ。おい、ジンスケとが言ったな。武家言葉ではない。すっぱりと割れた、歯切れの良い下町調子だ。おめえ、どこで取れた魚か知らねえが、江戸っ子は食い逃げなんてケチな真似はしねえぜ。さあ、これなら不足はねえだろ。う。そう言うと、大小を抜いて帯を解く。スルリと脱いだ重ねこそで。 あとは、むきたまごのような、はぶたえ肌のすっぱだか。切りたての新しい下おびえ、ぐいと大うを刺すと。釣りはいらねえよ。あっさりいった格好の、水際だったこと。こけおどしの侍気取りもなく、江戸っ子という一言に、ものを言わせた無駄のなさ。見ていた連中は思わず。よお、大当たり。江戸っ子の親だな。わっと、はやしたてる。 あっけに取られている人助には目もくれず、若い老人は、すっぱだかの胸へ腕を組んで、どっぷりとくれた下月の町へ出て行った。三。茶店の外にたかっていた群衆は、道を開きながらどっと声を上げて、ようまぶしいぜ。江戸一番。女中ぜ。江戸っ子の金看板！」 天でに割祭する。中から一人飛び出して、来ていた半点を脱ぎながら、これを着てくんねえ、と差し出した。するとたちまち四五人が、羽織やら長番点を手に手に。おいらのを着てもらえて。てめえはすっこんだろ。そんな汗臭いものをどうするのだ。おいらのはサラだからちょうどいい。どっかい、ここにもいるぜ。おいらのをどうしてくれるんだ。わいわいののしりかばしながら、 互いに自分のを着せようとひしめき合っている。当の老人は苦笑しながら。もうよい。そうむやみに騒ぐな。こうぜいでは、どれを借りるのも気が悪いから、俺はやはり裸で帰る。と言った。そいつはいけねえ。いけねえの真ん中だ。その玉の肌をやきに当てて、風でも引かしちゃえどっこ一等のつらいおしだ。どうかこれを、来てってくんねえ。おいらのう来て。 そうじゃがるな。クソでもくらえ。ここで一番こいつを来てもらわなければ、二度と仲間へ顔向けがならねえ。羽織が降るというのも、相撲場の土俵なら知らず、道中でこの騒ぎは珍しい。周りを取りまかれちまって浪人が困っていると、皆さん、ごめんなさい、と、前へ出てきた女があった。それを一目見た群衆は、 さっと左右へ開きながら。おお見ろ。夕顔の姉子だぜ。夕顔のお千代だ。こいつは役者が揃った。と、どよみ上がった。女はその時二十七小麦色の肌で、きりりと締まった肉付き。目の涼しく張った唇の赤い、凛とした顔立ちだが、ちらちらほのめく年間盛りの色っぽさ。夕顔のお千代と呼ばれて、 下屋から浅草あたり、誰知らぬもののない女立て者であった。お千代は浪人の前へ進んで。小気味よく、おのぎなさいましたね、若様。いいえ、あなたはご存知なくっても、私の方ではずっと前から伺っていました。月神寺の客分で、若様浪人。戦争時界隈の女という女が夢中になっているという。おとが家三郎ザブロ様は、あなたでございましょう。 いや、いや、そんなことは、そんな馬鹿な。音が家えいざと呼ばれた浪人は、ポットほを染めた。それがまた、たまらなくうぶだ。少しはすはな女なら誰でも、ちょいと人泣かせ、いじめてみたくなるだろう。心なしか、お千代の瞳が、怪しく光った。みなさん、と、人だかりの方へ振り向いて、割り込んではばかりですが、この方は、 お千代に預けていただきますよ。合点だ,だ。大預け申しやす。よほど名が売れていると見える。こんな時は、みだらな繁盛を入れたがるものだが、一人としてそんなものはなかった。お千代はにっこり微笑して、ありがとう。ごめんなさいよ。というと、紫地に大きく、夕顔を染め出した、友禅の羽織を脱いで、ふわりと男の肩へかけながら、 若様、さあ、あ参りましょう。と、振りあぶいだ。群衆は、わっと湧きながら、二人のために道を開いた。四。夕顔のお千代は、男嫌いである。これは誰知らぬもののない定評で、当時流行った河原版の、偽かぐら金流評判にも、穴むちかチち夕顔は、色つきに蹴り、 色はつけどもあちめおちめ。小町色ぞこれ。という文句がある。小町色とは、小野小町の性的不具にかけたので、続いてここに記すことをはばかるような、卑猥な事故が綴られている。これはおちよの有名さに対する一種の誹謗でもあろうが、また一面、その男嫌いの徹底していたことも証明するものでもあろう。その、おちよともあるものが、 囚人監視の中で、戦争時界隈の女という女をすっかりのぼせ上がらせているという若さま浪人、と色っぽく極めをつけた。この男は果たしてどんな人間であろうか。浅草花川戸に月神寺という禅寺がある。金竜山の地内にある禅寺だから、元より大したものではない。十字は、 てっさんと言って、もう六十を越した老人だが、ひどく変わった坊主で、かつてお勤めというものをしない。何年にも、何十年にも、月心寺では、金も木業も監禁の声も、下例がない。どんな罪業の深い者でも、死んでしまえばみんなこうじゃ。阿弥陀さんを焼かれて灰になる。我々も焼かれて灰になる。死んでしまえば、何もかもないさようならじゃ。 念仏を唱えたところで、灰になったお釈迦様には聞こえまいし、聞こえない念仏ならうなるだけが損じゃ。はは、はははは。そう言って笑っている。魚も食うし、牛肉も食うし、酒も飲むし、若い頃は女遊びも平気でするし、おまけに酔うと竜達節を歌う。それが実に渋くて、陰で聞いていると、とても貧乏寺の老僧の声とは思えない。 段家の者は、さすがに外文を思って。保証さん、どうか次内だけは、ご遠慮願います。と、並行して言ったが。何、心配するな。これが鉄さんの念仏じゃ。と、済ましている。悟っているのか、それとも本来の生臭坊主なのか、ちょっと見当がつかない。しかし、陽気で雷楽で話が面白いから、少ししかない段家の者は元より、 近所の者が暇さえあるとやってくるので、月神寺の栗は、まるで、寄り合い茶屋のようににぎわっていた。今から、十七八年ほど前、この月神寺へ、一人の少年が預けられた。下月のある夜だったが、右の高方に、小さい青技のある武士が、 鉄山和尚とただ二人、栗に退座して一時余りというもの、何か低い声で話し合っていた。話の中心は、連れてきた少年のことらしい。やがて武士は持参した手箱を差し出して、では、確かにお渡します。と言った。万一拙者のみ、間違いでもあった場合には、奇想の手で、この品を、お差し出しください。すれば若の身分も、 明らかにすることができまする。承知した。大預かりもそう。鉄山の様子にも、日頃のとぼけた層はなかった。だが、育て方は、愚層に任せていただけような。ご承知の通りの鉄山じゃ。日向に囲って箱入りと申すわけには参らぬ。場合によれば、一つしにすることもあろうが、それはあらかじめ、お断り申しておきますぞ。 元よりその覚悟、室様にも、それはよくお分かりでござる。それなら、鉄山も安心じゃ。こんなモンを交わしてから、青技のある武士は、連れてきた少年を、鉄山に預けて立ち去った。五。青技のある武士が帰ってから、鉄山五将は、少年のいる部屋へ行った。 その時少年は一人で、暗闘のそばにきちんと探査していた。坊主、名は何というつさんが立ったままで聞くと、少年は黙ってじっと見上げているばかりだった。つさんはもう一度同じことを聞いた。それでも黙っているので、これこそお前、つんぼかと言った。すると少年は静かな声で、 お坊様は盲人かと答えた。どうしてわしが盲人だだってエーザブロウがこうやって行儀よく座っているのが見えないらしいもの。はっはっは。鉄三郎、その自分から笑い声は同じだった。こいつはいった。立ったままで名を聞いたりしたのが気に入らなかったのだな。それではわしも行儀よく座るぞ。これでよいか。 中座は帰りましたか帰った。お前は今夜からこの寺に住むのじゃ。これからはこの鉄山が父とも母ともなって面倒を見てやる。寺のことで寂しいかもしれぬが、我慢できるか大抵は我慢します。坊や、いくつだ七歳の誕生が過きました。子供ながら言うことに無駄がなく、 しかも態度に犯すべからざる一種の威厳があった。うじは争われぬ。鉄さんは密かに舌を巻いた。こうして少年エーザブロウは月進寺の曲文になった。鉄さんの育て方は全くの放任主義で、喧嘩をしようがいたずらをしようが、決して小言などを言った例がない。ただ、従尺を戒めることは厳しく、 寒中どんなに冷える時でも、合わせと地盤一枚、綿の入ったものなどはもちろんのこと、旅もはかせない。下や稲荷町に住む国学者、渡辺見学のもとへ修学に通わせるのにも、河原町の剣道家、綿貫総太夫の道場への往復も、干所風雪にかかわらず、いささかの怠慢を許さなかった。生来細分豊かなためであろう。 学問武芸とも一倍進歩が早く、ことに剣道には素晴らしい腕を持っていたので、綿抜総大夫は間もなく自分から一連流の達人として、当時府内に聞こえた山形六平太について学ばしめた。そしてそこでもめきめき頭角を抜きんで、二十二歳にして門人中随一の名を取るに至ったのである。 そういう反面にエーザブロウは、鉄山というとぼけたおうから、別にまた多くのことを学んだ。何しろ前にも言ったようにずばぬけた美なんで、十五六になるともう近所の娘たちが、変な目を送るようなありさま。今まで寄り合いじゃえのようなにぎわいを見せていた月心寺のコリは、にわかに若ぐけや、浮気な娘たちの姿を加えて、鉄山お章をして、 これはとんと、煩悩地獄じゃ。と、ん絶しめるに至ったのである。だからこれは、お生のいい誠意の策かもしれぬが、エーザブロウは十七八になると、お生に連れられて、盛んに有利の門をくぐった。もっとも決して、遊女などに肌をけがすようなことはなかった。ただもう、気づい気ままに、飲んで歌ってとぼけた騒ぎをして、帰るだけである。 おかげで踊れるし、酒も強くなったし、竜達節と来では、師匠閣のお嬢などは、遠くをえばぬ素晴らしい喉になった。さて、こうして成人していったが、蝶ずるに従って、エーザブロウに気がかりなことができてきた。それは、自分の奇妙な境遇である。六、一体、俺は何者なんだ 気がついてみると、実に何もかももことしている。考えてみると、月神寺へ来る以前のことは、中座という武士の家で、馬のようなものや下べたちに囲まれていた。ええ様ええ様と言って、大切にされたことは覚えているが、その家にとって自分が何者であったかということになると、点でわからない。七歳の年にこの寺へ預けられてから、 中座という右の高方に青技のある武士が、半年に一度ずつ、それも必ず進行に、人目を忍んできて、エーザブ三郎の成長ぶりを見た後、養育の金、それも相当多額なものらしい、を置いて去っていくのが例であった。エーザブ三郎はあるとき、お拙者は全体、どこの何者のせがれなのか、ご存知なら教えていただけまいか。 真面目に聞いた。鉄さんは笑って。おい、やばだぞ、エザブ。そんなことが気になるようでは、まだ子供だ。誰のせがれだって構わんじゃないか。自分で生きたいように生きる。それができることだけでたくさんだ。それとも、エザブ。お前、将軍家のご楽員だとでも思っているのか邪魔さないで、教えていただきたい。邪魔しはしないよ。 人間が生まれてくる。こいつが何より人を茶にした話だ。それ以上茶化したことがあるものか。だがな、そんなに知りたければ、中座に聞いてみろ。映像部老は中座に聞こうと思った。それは今年の夏、6月のある夜のことであった。映像部老が自分の部屋に寝ていると、廊下へ人の足音がして、 おやすみでございまするか。と、低く訪れる声がした。中座だな。と、思ったから、すぐ起き直った。いや、冷めています。どうぞ。ごむん。静かに障子を開けて、中座が入ってきた。もう、昔の面影はない。髪にはめっきり白髪が増えているし、皮膚はたるみ、シワは多くなり、高方のあざも、今では多いというより、黒ずみ。 ひからびた感じである。いつもながら、ご現象の体にて、中座、強烈に存じまする。いや、そこもとにも、健在で何よりだ。言いながら、ひょいと気がついた。自分はこの男に向かうと、自然に主従のような口が聞ける。相手の態度がそうさせるばかりではない。自分の口の中から、自然にこのような声が出るのだ。今夜は、 少し聞きたいことがある。エーザブローは静かながら凛とした調子で言った。ほ。エーザブローは今日まで自分の身の上については何も知らずに育ってきた。しかしもう二十五歳にもなることであるし、今後の身の処置について考えるのも早すぎはしまいと思う。一体どんな素性なのか、誰の子なのか、そこ元の知っていることなら話してもらいたい。 中座は平伏した。話すことは、できないのか今しばらく。中座は平伏したまま、うめくような声で、それは、おえつにも似ていた。答えた。今しばらく、ご辛抱くださいますよ。ただいまは、何としても、申し上げかねまする。しばらくと言って、どれほどだ。今年の下月、下月の25日には、 例のごとく、ご機嫌をお伺いに参上つかまつりまする。その折、必ず何もかも。それが、中佐の答えだった。2> 第二は、サザンカ。一。今戸橋から来た、橋場へかけての大川岸は、国境の多い右輪に足が追い茂り、水鳥の名所として、 古くから有名だったが、向こう島の包みを対岸に据えて、四季の眺望もまた格別であるために、文人画家の別所や、不合心象の寮などが多くあった。ちょうど、白髭明神の森を川向こうに見て、木焼のソリンに囲まれた橋場の里に、丸友という洒落た寮がある。もうすっかり暮れてから、その寮の裏木戸へ、二丁の顔がついた。 若様、ここですよ。と、言いながら、千の籠か,から出たのは夕顔のお千代。後の方からは、エーザブロウが現れた。大倉前からずっと来たらしく、裸の方にお千代の羽織を引っ掛けたままである。若様だけはよしてくれ。よいしょありませんか。若様老輪という通り名でいらっしゃるものつ続めて若様、よく似合いますよ。 若い衆さん。はい、ご苦労様。多分の心付けをやって、籠を返し。さ、こちらへ。と、軌道を開けて、庭へ入った。この辺りに多い、田川の細流を取り入れ、野わびの風情に奈良の枯れ林を巡らしたまま、わざと戦跡の結構を逃げた、心にくい造りだ。お千代は無造作に庭を横切って、 離れづくりになっている部屋へ。かまいませんから、ずっと。と、エーザブロを招き入れた。ここはお前の家か。そんなこと、どちらでもようござんす。今、お召し物を探してきますから、ちょっとお待ちになってくださいまし。うん。エーザブロが座るのを見て、お千代は母屋の方へ小走りに去っていったが、すぐに五重ばかりと思える女が、 こんなに安闘を持たせ、自分は床扉に男物の小袖を重ねたのを持って入ってきた。ようこそ、おいで遊ばしました。おお、これはどうも。お風呂へご案内いたしますから、どうぞ。いや、エーザブローは困って。着物を拝借つかまつって、すぐ帰るつもりなので。せっかくですが、このまま。でも、おいになったままでは。 お体に悪うござります。一風呂して温まってからお戻りなされませ。もう女ばかりで少しも遠慮のない家でございますから。どうぞ今夜はごゆっくり遊ばして。さどうぞ。川田屋の前で籠に乗せられるときも寺へ帰る気でいたのを無理にここまで連れてこられた。元よりのんびりと育っているので、 すすめられることに悪く遠慮はしない。それでは、造作に預かろうか、と、素直に立ち上がった。映像部老が、良い加減の湯にどっぷり浸かっている頃、母屋の人まではお千代が、この家の娘をしきりにくどいていた。いざとなってそれじゃ、お千代の骨折りがいがないじゃございませんか、お嬢様。 何も親御様に隠れていたずらごとをするというのじゃなし。旦那様もご承知で、お千代が頼まれたんですもの。ちっともはばかることはありませんわ。ね、早く。娘は、うつむいたまま答えない。に、それにしてもこんなことって、二度とはございませんよ。お千代は絡めて回った。 私はまだお目にかかったこともなく、ぶっつけに話を持ち込むのも知恵がないし、どうしようかと思っているところへ、今夜の出来事でしょう。やっこじゃやの親父が食い逃げだと言ったのを、普通ならお侍さんのことで、刀の一つもひねくるところが、あの方と来たら、そんなキザな風はちっとも見せず、いきなりお召し物を脱いで放り出し、釣りんはいらねえよってあっさり出ていらした格好。 お見かけしたより肌が白くて、まるでヌメのようにつやがあって、それがキリリと引き締まった肉付きなんですもの。男嫌いと名を取ったお中まで、本当の話がうっとりとなってしまったくらいですわ。見ていた人たちは大騒ぎで、天で,でに自分の羽織や反転を着てもらおうと、A 様を取り囲んで喧嘩のような始末。そこをうまく横からさらってきたんですよ。 あの大勢の人だかりの中で、評判の美男を連れ出すなんて、男嫌いという看板の手前にも、果たし、汗をかきました。これはよっぽど、お礼を言っていただかなくちゃ埋うまりません。それは、お礼はどのようにも。さあ、それが本当なら、早くお着替えなさいまし、半年も前から、A 様のためによそへ出さず、手ずから縫っていらしたお嬢様。 ここに小袖が来ているというのは、正殿様のお引き合わせです。それを持っていらっしゃればいいんですもの。あとはお千代がいいように計らいますわ。だってお前、だっても何もありゃしません。言うようになさればそれで。言っているところへ、栄三郎を風呂へ案内したおよねが戻ってきた。おや、まだお嬢様は着替えもなさいませんか。 だってばあや。おちよさん、あなたあちらのことをおっしゃったんですね。一っちゃいけなかったのダメですわ、そりゃ。おえねは軽くにらんで。まだおし七やそこらで、それも半年から思っていらした人が、来たからそれと言ったところですぐ行けるものじゃありませんわ。お客様だと言って、それとなくお出し申さなくては。まあ、おちよさんのわけ知らずな。 おやおや。おち代は苦笑して。大ろのお嬢さんってそんなものかしら。あたしは恋知らずで通ってきたけれど、焦がれた男に会えるとなれば、何を置いても飛んでいくのが女の気持ちと思っていました。それはもう、歳が行ってからならそうもあろうけれど、世間知らずのお嬢様に、どうしてそんな気強いことができますものか。おゆねはそう言って振り返り。でもお嬢様 エーザブロー様は、もうお風呂から上がっていらっしゃいますのよ。早くお召し替を遊ばしておいでなさいませぬと、すぐお帰りになってしまいますわ。さあ、おしはあげている間がありませんからそのままで、お召し替だけ、ちょっと。おえねはお千代の手を借りて、やっと娘を立ち上がらせた。三。 娘をおよねに任せておいて、お千代は、用意のできた思考をこんなに運ばせながら、離れへやってきた。ごめんなさいまし、お一人で放っておいたりして。さあ、こちらへいらっしゃって、お一つ。つ。ん、うん。エーザブローは、コ窓ドに持たれて、暗い庭辺を見合っている。ヤブガコイの影のところに、白くサザンカの咲いているのが、染み入るような哀愁を思わせる。 人の気づかぬ墨や、忘れらるべき物陰にこそ、ことに心を込め、一本の花、一階の石を愛して、哀れに錆びた風情を作り出す。庭の匠こそ、憎しというべし。そんなに窓を開けていらっしゃると、ゆざめがしますわ。閉めてこちらへおいで遊ばせな。サザンカというやつは、なんでございますいや、サザンカという花は哀れだな。 日向の広々としたところでは帰って風情がなく、こんな寂しい木陰片隅で密かに咲いていると、どんな花にも増して美しい。この白々とした可憐な姿、人目に隠れて咲き、人に知られずして散る。こういう美しさはサザンカの他にはないだろう。人間にも同じようなものがある。例えば、自分などがそうだ。と、エーザブローは胸の中でつぶやいた。 あと、四五日すれば、下月二十五日になる。待ちに待った日だ。二十五日の夜半には、青技の老中座が来て、自分のうじ素性を、ことごとく打ち明けてくれるはずである。少年の頃からの疑問であった。一体俺は、何者なのだろう。ということが、いよいよわかるのだ。数日来、このことは、エーザブロウの頭から去らなかった。 そしてそれは、喜びと同時に、だんだんと、妙な不安を伴い始めた。素性のわかることは、これまでの生活を根本から変えることになる。自分の将来の運命が、その時一んに定まってしまうのだ。片方では、このまま無意に生きることを厭いながら、新しく開ける世界がどんなものかと思うと、かえって今の無事な境界を楽しむ方が、 身に合っているのではないかと危ぶまれる。サザンカのところを得た寂しい咲き方。今またそれがいかにも自分の身の上に似つかわしくさえ思えるのだ。ほほほ。お千代は笑って。真面目腐ってサザンカの公爵、そんなことよりお酒が冷えますから、こちらへいらっしゃいまし。なんだか、ひどくもてなしがいいではないか。 ですから、今夜はゆっくり、くつろいでくださいまし、サザンカの代わりには、今、ボタンの美しい花が、お目通りいたします。盛りつぶして、石の枕かはい。足立ヶ原なら、さし詰めお千代は、ばばの役でございましょう。うだが、この客は、裸でもんなしだぞ。その代わり、観音様のお千代より、美しくっていらっしゃる。石の枕を錦のくくりに変えても、 おとめ申したい方がありますとさ。久しいり詞さ。酒好きを取って一口すすったとき、障子が開いて娘が入ってきた。ああ、そのままで。座り直そうとするエーザブロを制して。さ、お嬢様、ずっと。と、お千代は座を開けた。四。ご存知でございましょう、若様。 そう。と言ったが、エーザブローは、ちょっと困った。美しい娘である。キメの細かな薄い肌が、カイドウ花びらのほどに色づいて、眉細く、唇は赤く、すんなりと伸びた丸みの、匂うばかりな体つき、ほっそりと、白老のような指先まで、恥じらいに震えてえしゃくする姿は、確かに、見覚えのないものではない。 しかし、どこの誰というほどには記憶がなかった。まあ、切れた。お千代はわざと沿って。とながって、白状なものだこと。月心寺の段家で丸菊屋さん。ご存知でしょう。日本橋の丸友さんのお嬢さんですよ。なるほど。そういえば確かに。丸友といえば、日本橋本町に土蔵の五枚もある店を持った空物商で、 当時五分内でも五本の指におられる符号だった。主人の丸ルギグや衛門は古くから鉄山和尚と実込んで、月進寺のことはほとんど丸友が取り仕切っていると言っても良いほどである。月に二三度は欠かさず寺を訪ねてくるが、その折この娘を連れてきたことがあった。確か名はお通と聞いた。そういえばしゃありません。 あなたのお召し物は、今日までずっとこちらが。ああ、そんなこと。娘は慌てて遮った。よろしゅうござんすよ。殿方なんて、こうと言ってあげなければ、何も知らずに平気でいるんですもの。じれっとござんすわ。さあ、こちらへお寄り遊わせ。お千代が助立ちをいたしますから、今夜は担当、いじめてあげましょう。さあ、お釈をしてあげて。どうぞ、あなた。 思い切ったように、娘は調子を取り上げた。エーザブロウは黙って受けたが、それを飲むと、かちりと逆付きを伏せて。失礼、つかまつった。こちらの領とは少しも知らず、野中に押しかけて、思わぬご造さ。こんなことが知れては、お正に叱られましょう。部長補、ひらりお許しください。これでお糸もをいたします。と、立った。お千代が驚いて。まあ、んですね、若様。 こんなにしてせっかくお嬢様がお相手に出ていらっしったのに。それではあまり。いや、もう置いてまといたそう。刀をつかんで縁先へ出るから。若様、それではお千代の顔が丸つぶれではありませんか。お帰りになるにしても、せめてもう一口召し上がってから。エザブローは黙って庭へ降りた。どうしてもお帰りなさいますのお詫びはお前に頼む。では。 お召し物でもお買いなさいまし。補助様がお仕立てなすったのができているんですから。ねえ、若様。着物は明日お返します。そう言ってエーザブロは、ふっと横庭へ入ったが、再び縁先へ戻った時には、サザンカの一枝を持っていた。お嬢さん。エーザブロは、娘の方へ行った。確か、そうおっしゃったはずですね。地層になった上、無レンながら、お庭をわらしました。 サザンカを一枝いただきます。娘はエーザブロウの遠のく足音を聞きながら、崩れるようにそこへ泣き伏した。おちおはいきなり調子を取ると、逆きにしごはい、くくっと煽って、こうなれば意地でも。と、食いしばった歯の間からつぶやいた。五。 丸友の量を出たエーザブロウは凍るような顔風に吹かれながら花川戸の方へ向かって歩いていった。闇を見る瞳に今別れてきたお通の顔が何度も現れず消えつ気する。危ないところだった。しばらく歩いてからさすがにエーザブロウは頬が熱くなるのを感じた。お通が初めて月神寺へ来たのは 春の頃であった。その時エーザブローも食事を一緒にしたが、娘の眼差しがちらちらと絶えず、自分に注がれるのを眩しく感じたことを覚えている。もう十四五の時分から近所の娘たちの目につけまわされていたし、毒を持って毒を制する鉄山の教育法で、早くから車遊びにもなれ、かつて女に心を動かされたことのなかったエーザブローも、 おつうの稀な美しさ、真相に育った清純さの中に、下町風の生めかしさを漂わせたおつうの姿には、目の覚めるような感動を与えられたのである。それから夏までの間に、おつうは三度ばかり、父と共に寺へ来た。その度におしょうは、エーザブロウにも来て話ずと言ったが、彼は断って席へ出なかった。なぜ出て行かなかったか、 自分でもその理由はわからない。実際には行きたいと思っているのだが、行けないのだった。すると、お通の三度目の訪問の後で、鉄山五将が部屋へやってきて、おい、エーザブ、と、ニヤニヤしながら言った。どうしてこの頃、マルトモが娘を連れてくるか知っているか存じませんな。知らばくれてもダメだぞ。本当に知りません。 何か訳があるんですかおしょうはもう一度、にやりとして。実は、わしも気がつかなかった。何しろ、昨日や今日の付き合いではないのだから、今更何も詮索をしようとは思わなかったのだ。ところが、大いに被災ありさ。大あり名古屋の社ャチだ。聞いてみるとどうも、第一お前の様子からして、不審を打たないはずはなかったよ。わたしがどうかしたんですか どうかしたもすさまじい。今までマルトモが来ると、一緒に話もし、食事をとったお前が、娘の来た時というと、出てこないのはどういうわけだそれは別に何も。若くなるなよ、エザブ。和尚はまた、にやりとした。そいつに気づかなかったのは、鉄山も猛録した証拠だ。何しろ面目ない。そう気がついていたら、なんとかうまく計らったものを、 わしがぼんやりしていたばかりに、とうとう気まずいことにしてしまったよ。一体、どうしたのですかマルトモが、お前を娘婿に欲しいというのだ。そう聞いた時は、エーザブロ、生まれて初めてドキッと、胸の血が劣った。マルギクやトモエモンは、江戸中で五本の指におられる富豪だが、子供はお通が一人っきりである。 そのおつうが、初めて会ったエーザブロウに思いついて、あの人に添えなければ、まになってしまうと言い出した。いくらなだめても聞かないので、仕方がない、おうに話を持ち込んだのである。かねてともえもんも、エーザブロウの人品、虚嘱動作の癒しからぬのを感じていたし、鉄さんの唇から、素性も凡下でないことを察していたから、ぜひともこに、 膝詰めのパンだった。もちろん鉄山は斜絶した。どう言って断ったかは言わなかったが、映座部老にしてもうろん、娘の美しさは別として、今更商家へ婿に行く気はない。まる友も商人としては目の利く男だが、子供のことになるとやはり闇の鶴だな。そう言って、お正は笑った。六。 そんな話があってのち、ばったりおつうは寺へ来なくなった。そして栄三郎もまた、いつかそのことは忘れてしまっていた。だが、向こうでは忘れていなかったのだ。おそらく夕顔のお千代は、丸友から頼まれて、機械を作ろうと、うかがっていたのにそういない。それにしても、栄三郎は、手負ってきたサザンカの、 ほのじろい花を見やりながらつぶやいた。女というものは思い切ったことをする。確かまだ十七くらいと聞いたはずだが、どこにあんな大胆な情熱が潜んでいるのだろう。おしょうが聞いたら、なんというか。ふっとくしょうしながらちょうど聞かかった今戸の長生寺。このあたりは有名な今戸焼の川まで、川沿いに十四五軒。 川や土器を焼く家が並び、夜でもかまどの火が赤々と漏れている。エーザブ三郎が今右手にある長生寺の山門を通り過ぎようとした時であった。突然として背後に人の走ってくる足音がしたと思うと、抜刀を持った一人の武士が息をあえがせながらエーザブ三郎の右手を駆け抜け、川沿いに赤い火のちらちらする霊のかま場の方へ、 背を丸くして逃げ込んだ。なんだ思わず左へ下げたが、続いて五人。今度はいずれも黒装族の武士が、手に手に槍と抜刀を下げ、さまじい勢いで追い迫っていった。キャーという悲鳴が、釜場の周囲で起こった。職人たちがバラバラと逃げ散った。映ザブローは、身の震えるのを感じた。初めて見る真剣勝負である。 恐怖ではないが、一種の動乱が全身を包んだ。えい、と切迫した、短い気合が聞こえた。カーラガから漏れる赤い幸運の中へ、先の武士が飲めるように現れた。それを追い詰める五人の影。互いに吐く息が、凄まじい殺気を帯びて聞こえる。エーザブローは、我にもなく、誘われるようにそっちへ近寄っていった。えい、 気合と共に、人影が入り乱れた。えい、やん戦線と、刃が光る、刹那。うん。不気味なうめきと共に、黒小族の一人が、叩きつけられるように瓦窯へ倒れかかった。と、その時、道の方からもう一人、黒小族の武士が駆けつけてきて。ああ、のけのけ、拙者が片付けてやる。 大声に叫んだ。広くかすれた特徴のある声だ。体つきもたくましく、上背もあり、相手に近寄っていく身構えは、すわしっこいものだった。呼びかけられるとすぐ、四人の者はさっと敷いていて、逃げ口を塞ぐように遠巻きにした。先の武士は歯を食いしばり、追い詰められた野獣のような、像のこもった奏房で相手を睨んでいたが、 突然振り返って、う、藤田と叫んだ。同時に相手の体が沈んだ。叫んだ時の体の崩れと、その胸をつかむ正確な攻撃である。お、先の武士は体をひねったが、相手の剣は火腹を十分に切り離していた。藤田悲鳴のように叫びながら、彼は横ざまに、どうと転倒した。 瓦原釜の赤い漏れ火が映し出す、この凄まじい血統の様を、エーザブローは半ば夢心地で見守っていた。運営、一、申し上げます。銀次郎か、入れごめん。牧や図書は、まだほの暗い部屋の中で、机のそばに書類を積み、手筆を持って、 有明安けの光の下で仕事を始めていた。祖父江金次郎は入るなり、諸井藤田、両名とも切られました。と言った。何切られたはい。あまりに帰りが遅いので、並木連合と川原一作を店にやりましたところ、諸井は今どの河原釜のあたり、藤田幾之丞は下屋敷の平祖と似て絶命。うん しまった図書の手から主筆が落ちた。して、相手は相手にも死傷があったらしく、その場に帯びたらしい血痕がございましたそうで。しかし、死体は運び去った様子。手がかりとなるべきものは何一つ残っておらなかったと申しまする。脆い藤田の死体は幸いまだ役人の出張には及ばなかったとのことで。 両名とも引き取って参りました。図書は頷いて。与右衛門を呼べ。ほ。金次郎は滑るように去った。安田与右衛門はすぐ駆けつけてきた。起き抜けらしく、充血した目が緊張に光っている。お呼びでございますか聞いたろうが、諸井藤田、二人とも切られたそうだ。例の丸印一軒の書類を、 始末してくるように命じたのだが、それが済んでいるかどうか心もとない。すぐに行って調べてきてくれ。かしこまりました。私一人にて。一人で行ってくれ。あるいは、まだ網が張られておるかもしれぬ。十分注意していけ。承知つかまつりました。与右衛門が退出すると、図書は再び金次郎に。細谷殿を呼んでまいれ。と、命じた。 図書は筆を置いて目を閉じた。異様最上五万石の後輩に関わる大事が起こって、この半年余りは、ほとんど不眠不休の活躍を続けてきた。もはや、古希を越えていた図書は、数年前から江戸画廊の職を退いて隠居しようと思っていたのであるが、その気を得ぬうちに、今度のお家の大事に会い、最後の奉公をするつもりで、 必死に事態の召集を図っているのだった。横目役、細谷玄十郎が来た。ご苦労じゃ。これ、ごめん。玄十郎は、図書の水盤で、足軽から横目にまで出世した、いわば腹心の人物である。歳もちょうど四十、資料深く、五万石の家中に横目として、十分推しの利く男であった。 昨夜、今どの下屋敷へ使わした両名の者が切られた。ただいま、あれにて伺いましたが、玄十郎は落ち着いた声で、ご家老、これはうかつなことではすまぬ義と存ぜられます。いな、うかつと申しては、いすまぬかもしれませんが、今少しお手厳しくいたしませぬと。どうせえという。二、 まず、心中の虫を覗かなければなりませぬ。ご家老のご機質として、慎重にお運びなさるのも道理ではございますが、現に藤田、諸いの両名が切られましたのも、家中からの通帳をなくしてはできぬことです。手前に任せていただけませれば、決してご迷惑を及ぼさぬように処置をいたしまするが。ぞことの考えはよくわかっておる。しかし、 ここで家中に動揺を起こすことは、ますます敵の冒険を助けるばかりだ。それはいかんぞ。法制ではございますが。玄十郎は押して。間もなくお神にはご出布にございます。そうなりましては、一層こと面倒。お家のためにもここで、観婚を立つべきだと存じますが。が、麻布の目は、そのことの起こるのを待っておるぞ。当家中に、 通帳するもののあることは分かっておる。それが罠だ。麻布様は、それを切らせて、逆に急所を抑える手なのだ。それは、あまりにお考え過ごしでは。考え過ごしでない証拠がある。しかし、それは今、ここでモースにも及ばぬことだ。やがて、そこもとにも、合点の行く時が参ろう。とにかく、ここで家中を動揺させてはならぬゆえ、そこもとは、 厳しく若者たちを抑えていてもらいたい。では、藤田諸いの死は、そのままに遊ばしまするか二人だけではない。次第によれば、まだ多くの者に死んでもらわねばならぬかもしれぬ。その点をよく申し含めて、必ず軽々しい振る舞いに及ばぬよう、注意を頼むぞ。承知つかまつりました。して、ご家老には。今宵。 カシ様にお会い申して、上中の様子を伺った上、ともかくしよう。玄十郎は、えしゃくして知りいた。図書は再び、筆を取り上げたが、心はひどく重かった。事情はますます悪くなるばかりである。もがけばもがくほど、ひつ柳家の運命は、暗黒へ、暗黒へとたどる一途だった。一体、 何が原因でかかる状態をきたしたか。それには複雑な条件が多くあるが、根幹を成す者は一貫の秘書に過ぎない。つまり、一つ柳家に秘蔵されている。低雲秘膚という、蹴鞠の悲観がそれだ。元来一つ柳家は、高齢天皇の御子、伊予の王子の恩恵で、甲の四郎、道信の,の末村にあたり、 四国伊予においては、無双の名家であった。低雲皮膚は、累来総伝の秘宝で、木によれば、火山院の御代に僧から破来した、九養伝より僧長禅が翻訳補追した、蹴鞠の細木秘宝を伝えたものだという。一つ柳家に伝承したので、指導の人々は、一つ柳皮膚と唱えていた。前にも記したごとく、 一つ柳家は、河野の一族として、伊予に栄えていたが、室町時代の末期に至って四国を立ちのき、美濃の時氏に仕え、近畿の千夜に参会ついには、徳川家の帰化に加わって先行を重ね、古山、伊予、西条において五万石、伊勢の国、神戸において二万石、合わせて七万石の大名に取り立てられたのである。これが、 一つ柳家としては、二代、直盛の代のことであった。この直盛に、三人の男子があって、直盛の死後、その所領は、三子に分与された。長子直しは、伊予最上で五万国、次男直家は、伊勢の国神戸の二万国、三男直よりは、伊予小松一万国。かように一つ柳家三家が分立したのである。 紛争の根は、この三家のうち、本家たる西条一つ柳と、伊勢の国神戸の一つ柳家との間に生じたのであった。三。神戸城の一つ柳直家は、徳川家七五として送られ、二代秀忠の長を得た結果、伊勢の神戸の二万石と、伊予において一万石を賜ったのであるが、 長子直重が奨福であるに反し、性質の出である直家は、自ら一つ柳家政党をもって認じ、家宝の定運皮膚の引き渡しを申し出たのである。直重はもちろん、断固としてこれを拒んだ。そこで直家は、秀忠に愛想しても望みを貫徹すべく計画をめぐらすうち、病を得て没死でしまった。 しかも、直家には世継ぎがなく、小入伊勢守の,の次男、義地を、家娘の婿に迎えようと、話を進めつつあった時なので、この両子の剣を将軍家に訴訟すべく、遺言をしての救世だった。この事情を知った、西条一津柳家では、秀忠の手から命の発せられぬうちに、三代家光公へ対して、 勘兵一つ柳の精神いまだ立たざることと、家伝の低運皮膚は、祖父直隆が、ケーキ流浪のうちに紛失したということを申告してしまった。このために、秀忠が手を回す糸間もなく、勘兵一つ柳家は、伊勢の二万石を召し上げられ、伊予の国川上の一万石だけを与えられて、相続のことが決着した。かくして、 小入家から入った吉地は、上門直次と名乗って、直家の後を継いだが、伊勢の国神戸の二万石を失って、伊予川上の一万石だけという、半地以上の原宝だから、その原因が、洋風直家の、自ら招いたこととはいえ、西条に対する遺恨は大きかった。ことに彼は、外から入った人物だけに、恩衆の念は、 続縁を超越して激しかったと言えるだろう。某義父の意志を継いで、いかなる手段を持っても、必ず低運皮膚を奪取し、最上一つ柳を覆滅してみせるぞ、と決意を固めた。隠するうち、最上家においても直茂行、直しげ長子直置が家を継いで剣持に任じた。これより先、 早く官営の初年から最上家では、その強大な海運力を発揮し、民国はじめ、南蛮、オランダなどの諸国と交易して、表高は五万国ながら、十万国以上の諸国に匹敵する、豊富な財政を要していた。官営十二年、鎖国令の発令とともに、海外貿易禁止の状態になったが、最上家では、 ほとんど公然と公益を続けた。もっとも、これはあながち最上だけではなく、再会の諸藩は、ほとんどいずれもやっていたことで、幕府もまた、木林のうちに、感化していた事実なのだ。ひとつ柳直継が、復讐の的として狙ったのは、言うまでもなく、低運皮膚の一環であるが、切り札としては、この、 密貿易の事実である。これを暴露すれば、最上家の滅亡は、期して待つべきだ。しかし、その以前に、悲観を奪取する用がある。折しもよし、当時、京都諸次第長井伊賀守直常が、幕府の命によって総裁となり、本庁、変年史が、返散されることになった。これこそ後期と、直継は、 伊賀の神に向かって、西条一つ柳家に秘伝する低雲皮膚は、単に蹴鞠の書樽ばかりでなく、火山院の帝の勅命にて、そう超前の安打当年の区芸書式目をも助した気候の書簡である。かつて先祖直高が先人の間に紛失したと申し立ててあるが、事実は現存するはずである。ご命令があれば、当家において捜索の上、 情乱に備えるよう取り計るべし、と申し出た。これは、直嗣が兼ねて長者を入れて、遺憾の所在を突き止めていたからであった。伊賀の上直常は編纂について、その書簡が重要であるなしにかかわらず、王朝時代から伝わる遺憾の書として一見を望み、最上家に対して提出を求めた。四。 西条一つ柳家では、この通達を受けて驚いた。確かに、低運皮膚は宝庫にある。しかし、仙台直しの世に、家光公へ紛失したと申告した事実があるし、迂かつに出せば、川上一つ柳家が、どう手を回して、横達せぬとも限らない。それは仙台から、互いに拮抗してきた面目上からも、断じて許せぬことだ。 伊賀の神から通達が来たとき、藩主直置は、参勤の糸間が出て、帰国する直前のことだったが、老身行儀の上で一応、先代直重より、紛失のお届けを申し上げたはずであるが、直を重ねて、家倉創作の上、ご挨拶をつかまする、と、返答をしておいた。川上一津柳家の直継は、この間さらに、 坂井忠清に取り入って、悲観のことを信じ、斎場で故意に陰徳していることを告げた。忠清は、世に下馬将軍と呼ばれる献世彼、将軍家綱も遠慮するほどの異性であったが、これを聞くと、にわかにその悲観を自分の手に収めたくなり、斎場家に向かって厳重に提出を督促してきた。 この時、西条の江戸家老たる薪屋図書は、事が書くなった以上、いたずらに千円を図るより、境家へ提出して、川上家の手に渡らぬ策を取るにしかずと思い、すぐ国元にいる藩主直樹にその旨を申し出した。ところが直樹はそれを承知せず、捜索の結果、悲観は当家になく、先祖直高が紛失したものにそういない。 坂井家の要求を拒絶してしまった。これはむしろ、川上家の待ち構えていたところだった。幕府の失勢として、望むこと叶えられざるはない忠清が、この拒絶にあって、ひどく感情を害しているのに付け込み、最上家が幕府の命に反するのは、元、天雲岐阜は、川上家、一つ柳家の伝承すべき宝物で、 幕府の命に従って提出するときは、悲観をかかみけ、返納しなければならぬ結果になるからである。と、事実を曲げて述べ、なお、最上家が幕府の意に背くのは、あえてこれのみにとどまらず、ご法度の海外交益を犯している事実もある。ということを密告した。前にも記したごとく、当時再開の諸侯をはじめ、鶴ヶ藩、加賀藩など、 多くの大名が密貿易をしていたことは公然の秘密で、普通ならばこんな密告などは取り上げられるまでもなかったのであるが、低運皮膚の一件がたたっていたため、堺歌の神から老中、若年寄りに対して事実調査の命が発せられたのである。この警報を最上級へもたらしたのは加賀の前だけであった。藩主直木は、 帰国中である、江戸屋敷を預かる家老、牧屋図書は、ことの重大さに驚いて、直ちに前後策を講じ、幕府に対して、了解運動をする一方、密貿易の証拠隠滅に奔走これ努めた。川上家の直継は、ようやくことの成功の近きを知って、さらに暗躍を開始し、患者を放って、最上家の同棲を誤歳に探り、 絶えず先へ先へと回って、薪や図書の作法を、しらみつぶしに撤決していく。しかもそれは、費用大手激しく、次第に挑戦的になってきた。現に、昨夜のことがそうである。今度の下屋敷には、藩主直樹の子、慎太郎直敷が、病弱の身を静養していたが、そこにはかねて、今度の事件に関する秘密文書が置いてあり、 それを支急、焼却する必要が生じたので、復診の死である、藤田、諸井の二名をやって処分するよう命じたところ、直次は早くも探知して、これを途上に切るという暴挙に出たのだ。横目役、細谷源十郎が、家中に内通するものがある、と言ったのは事実だ。直次の手は、最上家の内部にも伸びている。 そして今や辛辣に復讐の斧を下そうとしているのだ。五。今どの下屋敷へ行った安田与右衛門は、一時ほどして帰ってきた。どうであったほ。与右衛門は、よえもんは急いで来たのであろう。はずむ息を整えながら、早速参って、取り調べましたところ、諸井、藤田の両名とも、 下屋敷や参らぬとのことで、行く途中を襲われたものと思われまする。して、例の書類はどうしたさ、それでござります。よ右も門は声を潜め、お年寄り、島木多左衛門殿へ、ご家老の王勢をたし、焼き捨てて立ち帰ろうと存じましたところ、島木殿の申されまするには、若殿より、じきじきの王勢で、書類は乙女め置き遊ばされるとのこと。 それでは、若殿にお目通りをと願いましたが、どうしてもお取り次ぎくださいません。事態、急迫の折から、密貿易に関する一件書類があっては、万一の場合、のっぴきならぬ証拠となるので、今のうちに、焼却しようと図らうのを、若殿自身が拒むというのはなぜか。どういうわけで若殿は、書類を乙め置き遊ばすか、その司祭を問うたか 繰り返し、押して伺いましたが、ただ、ご一存にえてと申されるばかり。どうしても、死いお話がござりませぬ。わからぬ。わけのわからぬ話だった。第一、若様が、書類のことなどを知るはずがないのである。これまで、反省のことなどは、耳にするのも嫌い。病弱を命として、下屋敷に引きこもったまま、文牧や、 芸事に身を託して、優雅な日を送っていた。もう二十五にもなるのだから、父直沖の在国中は、当然江戸屋敷の政治を預かるべきであるのに、そんなことは対岸の火事ほどにも思わぬ風だったのだ。それが今になって急に、しかも一般の使命に関する重大な措置について、理由もわからず、手を出してきたのは不審だ。よい。 わしが参ろう。うめくように、図書が行ったとき、廊下を走ってきた金次郎が、申し上げます。と、縁側に手をついて、お国表より、斉藤玄八郎殿、お使いとしてお登りにございます。玄八が来たか。直にこれ。は、斉藤玄八郎は、図書の追いにあたる青年で、国詰めの馬回り五百国。 少し請求で気の荒いところに難があるが、剣を取っては最上随一の長あり、資料分別も人に優れた男だった。色の黒い、目の大きな、笑うと恐ろしく白い頑丈な熾烈の見える。どちらかというと男ぶりは悪い方だし、ぶっきらぼうで人付き合いも良くはないが、その代わり真議に厚いので、少ない仲間には、 無理の人物とされていた。祖父江金次郎とは、かねて面識があるので、廊下をこわだかに、話しつ笑いつきたが、部屋の前でぴたりと縁側に座り、おじうえ、後日にござります。と、遠慮もなく、大声に言った。玄八か、待ちかれた、これ。ごめん。玄八郎は、大剣を置いて、部屋へ入った。 六。祖父へ、飯を食わせてくれ。図書の今から出てきた玄八郎は、出布すると、いつも自分に当てられている部屋へ入りながら、大きな声でわめいた。何しろ、昨夜から何も食っていないのだ。どうもひどい目に遭った。今、支度をさせているから、先に風呂へ入ったらどうだそいつはありがたい。玄八郎は、すぐ旅装を解いて、 この家の朝風呂、すっかり忘れていた。だが、この頃の騒ぎでは、おじきもゆっくり朝風呂を楽しむ暇はないだろう。そう、朝風呂は、百薬の蝶というお口癖もしばらく聞かぬ。案内された風呂場、くるっと裸になって、少し厚めの湯へどっぷり浸かりながら。祖父へ、来る途中な、と、大声に呼びかける。 おい、中へ入れ。戸の内外では話が届かぬ。駿河の藤枝からな、飛脚屋の若者と一緒になって、江戸まで虚走をやってきた。また馬鹿なことを。まあ、聞け。鳥吉という男だったが、こいつ馬鹿に足の速いやつで、箱根から大磯あたりまでは抜かれつ抜きつだったが、藤沢からこっちは、さもじい競り合いよう。ほどがやで、万の弁当を使ったきり、 あとはここまで伸ばず食わず、とうとう用徹して競争をやらかした。呆れた男だな。それで勝負はどちらだ京橋までは市販とぎ抜いて拙者の勝ちよ。飛脚め、ふうふう言いながら、お侍にはもったいない足だとぬかしおった。はっはっは。風呂から出て、支度のできている食材へ、玄八郎が座るのを待ちかねたように。 時に、と、金次郎が膝を乗り出した。今度は、どういう御用で来た五十分が早くなった。師走10日には、江戸をつきということだ。例年の五十歩は2月なのに、どうして早くなったのか。若殿ご婚約の儀だ。玄八郎は、味噌汁を飯へぶっかけながら。朝は炊きたての飯へ、熱い味噌汁をぶっかけて食うのが何よりの珍味だ。 おじきの前だと、これができぬから困るよ。ふう、うまいうまい。ご婚約というと、いなみののか神家のご参きこ子姫との話だ。この騒ぎの中でが、この騒ぎだからさ。手盛りで三倍目をつけながら、例の象げのような美しい大きな歯を見せて、にっと笑う。おい、さフェ、江戸がろ、なかなか考えが良いぞ。のか神は、 老中一方のうだ。これと縁組みをして、今度の難関を切り抜けようという秘策なんか、殺し紛れにしてはうまくやった。初めて聞く。知っているのは、国がろうと拙者くらいのものだろう。何しろこうことが切迫しては、一日も早く、この縁談をまとめなければなるまい。殿にはこの春からの祈わずらいが、まだご本腹でないのだが、それをして、五十歩の日取りを早められたわけだ。 しかし、若殿、あの難しやが、たやすくんと言われるかどうか、こいつが大いに疑わしい。原発郎は、茶碗へ湯を継ぎながら。時におい、こちらはどうだ国元では、まだ今度の事件を知る者は少ないが、もし若い仲間で、荒まし事情を聞き知った奴は、みんな血を沸かしているぞ。こちらはどうだ七。7 江戸屋敷でも、月季の者は、何かやろうとして手ぐすね引いているところだ。現に夕べ気候も知っているだろう。諸井和馬に、藤田幾乃女、あの二人が、今どの下屋敷へ出向いた途中で、切られてしまったのだ。藤田の、幾が切られた源八郎の大きな目玉が、ぎらりと光った。して、生命は今朝、見つけたのだが、 ヒバラの一頭で即死と思われる。引き取ってきてから傷を調べてみたが、実に見事な一頭で、よほどの達者でなければ、ああは切れまい。誰がやったか。おそらく、川上の家中のものではないだろうと思う。かわいそうに、いくめ、かわいそうに。玄八郎は大きな目に涙を浮かべながら。そうだ。 幾はそう無駄と切られるような未熟者ではない。拙者と三本一本の勝負ができたんだ。その幾を一刀で仕留めたとあれば、いずれ名のある奴に違いない。検討はつかぬかすぐ手を回して調べさせてある。何しろ川上れば下馬将軍の遺構を傘に来ているから、下手をすると向こうの思う壺にはまるようなことになる。それゆえご家老は、厳重に家中の盲導、 差し止めておられるのだが、しかし、どうしていくや、脆いともある者が、そうたやすくやられたろう。それだ、それなんだ。金次郎は、声を潜めて、これまでにも、ないことではない。実は課長に、敵へ内通する奴があるんだ。そいつが両人の下屋敷へ、使わされることを通調したため、途中、不意を襲われたにそういないのだ。そいつは、わかっているのか わかっている。現に証拠こそつかんではいないが、百目の見る目に、これと見当がついているのだ。それで、横目つけの細谷殿も、今朝ご家老に、それとなく措置すべしと申したのだが、ご家老は、お許しにならなかったらしい。誰だ、そやつは。考えれば、気候にもわかるはずだ。玄八郎は、相手を睨みつけながら、用人、藤巻右京、と言った。 金次郎も頷いた。気候もそう思うだろう。そうか。あいつか。右京は鏡の家中から養子に来た男だ。ジップは今、川上家の江戸屋敷で、感情元締役をしておる。我々も早くから検討をつけていたので、死災に同性を見張っているが、疑わしい事実が、次々と発見されるのだ。切ってしまえ。みんなそう思う。 しかし、右京には、川上家の目が届いているから、うかつにやると、かえって家中騒乱の名を着せられ、一層ことを危うくするも、といとなる。ご家老はそれを懸念されて。いや、いや待て。玄八郎は、膝を乗り出して。その懸念も、折こそあれだ。気候だけに話すのだが、拙者の考えでは、今度はどうもがいても、無事にはすまんと思う。 というと、東大元暮らしといって、江戸にいる貴公らより、国元にいる拙者どもの方が、体制を見るのに便利だ。どうも今度は、最上傾滅亡と思われる節々があるのだ。それで拙者も今度の出府には、当分帰国せぬ覚悟できた。しかし、今の稲間家との縁組が定まれば、それにはまた、別の難問がある。源八郎は、声を潜めて、 こちらにすれば、西条五万石の後輩に関わる大事だが、それとは別に、もう一つ上の方で、もう一つ大きな暗闘があるんだ。すなわち、下馬将軍酒井歌の神と、これに対する、いい家紋の神との勢力争いがそれだ。おじきが、稲葉美名に目をつけたのも、美名が彦根派の重鎮であるからで、これは結局のところ、彦根公が、 どこまで堺に拮抗できるかという点に、成敗がかかっているんだ。ところが。八。ところが。と、玄八郎は続けた。今や堺歌の神の勢力は、抜き差しならぬ兄弟差で、将軍家さえ、彼の頭を抑えかねるというありさまだ。今度の大郎は、歌の神と、 ほとんど体制は決まっている。とすれば、彦根公ご一派の衰退は必至、稲葉美名などがどんなに踏ん張ったところで、到底最上五万石のつっかい棒にはならぬ。ではなぜ、ご家老をはじめお上まで、今更そんな縁組を進めようとなさるのだ。それはまたそれで、おじきにも考えがあろうし、殿にもご思案のあることと思う。しかしだ、 拙者の見るところでは、お家の運命もこれまでと決まっている。とすれば、ここは一番腹を据えて、川上と正面から衝突してやろうと思うのだ。西条が滅びるなら、川上をも滅ぼしてやろう。両家の学習は歴史的なものだ。ことに向こうは今、堺歌の神を背負っている。天下の下馬将軍と一戦交えるのも愉快ではないか。 拙者には、今だとても、そこまでは考えられぬ。おう、安服した。原八郎は、全部の前からのいて。聞けよ、祖父へ。人間は強くなくちゃダメだぞ。ことに武士という奴は、勝たなくちゃいかん。どこまでも、勝っていくんだ。しかし、負けるを知らざれば、敗れるということがある。当人の寝言だ。 玄八郎は、拳を突き出して。師匠を見れば、一目瞭然。信長は勝った。秀吉は勝った。神君は勝った。列藩諸侯も、戦場に勝ったればこそ、今日の加盟領土がある。勝っていくんだ。最上五万石で、幕府の旗頭を、新立させてやるんだ。そこには帰って、運命を打開する道があるかもしれぬぞ。 気候はいつも、そうたる創始だな。しかし、政権は、理屈で割り出した通りにはいかぬものだ。ご家老も、新職を忘れて、本奔をなさっている。例の短期で、軽はずみなことをしないでくれ。かカな。このまま首をすくめていれば、ますます敵を増長させるばかりだ。藤田の幾が、どんな死に方をしたが、それを考えるだけでも、腹が煮えてくる。まあ。 呂京たちは、黙って見ていろ。拙者はやる。右京の尻尾を押さえて、切ってやる。そんな大きな声を出してはいかん。右京の耳へ筒抜けたぞ。何、構うものか。再び、故郷を見ぬつもりで出てきた拙者だ。都合によれば、お家を退信しても、一階の老子となっても、今にことをやってみせる覚悟でいるんだ。右京ごときは。玄八。 言葉を涼しまぬか障子の外で、不意に図書の声がした。は、さすがに、玄八郎は慌てて座り直した。金次郎、玄八を寝かせてやれ。大事な御用で出布した身が、穏やかならぬ玄をだ高に言いののしるとは、不謹慎千番なやつ。用を徹してきたで、気が立っているのだろう。一眠りして気が沈まったら、 申し聞かせることがある。みだりに方言は許さんぞ。ほ。っ。そのまま、廊下を去っていく図書の足音に、玄八郎は白い歯を見せながら。どうもおじきは苦手だ。ふふふ。今の格好はよかったぞ。まあ、とにかく、一眠りやれよ。まあ、待て。玄八郎は立って、幾の城の妹に会っておこう。 ごたごたしているぞ。行くの死に顔も見たい。ちょっと案内してくれ。9。藤田幾の城の家は、邸内の西山という一角にあった。百国足らずの昇進で、家計が貧しかったから、住居も風雨に破れてみすぼらしく、門の下記に枯れ残った菊の末花が、超花のように、 物悲しく思われる。金次郎が先に案内を行うと、奥で聞こえていた監禁の声が消えて、幾の城の妹小菊が泣き貼らした顔で現れた。歳は十七になる。幼い頃から寂しい顔立ちで、口数も少なく、どこまでも控えめな性質だったが、兄に似て気象の底は、 強く怒ったらさぞ聞かぬだろうと思わせるものを持っていた。国表から斉藤玄八郎が参りましたので、と、金次郎が皆まで言わぬうち、小菊はちらと玄八郎を見つめて、あ、と、低く息をひいた。では、拙者は、御用があるから。金次郎がそう会釈し,して去るのと変わって、 玄八郎はずっと入った。ごめんをこうむります。は、はい、どうぞ。小菊は急いで奥へ入る。母親に告げるらしいのを待ちかねて玄八郎はその後から上がっていった。何度兼ねた狭い暗い仏間はほのかな闘明とむせるような公園でけぶっている。 その濃い萌屋のような中に、幾の城の意外があり、母親の背波の痩せた姿があった。まあ、ようこそ。背波は座を滑って、かように取り乱しておりまして、お恥ずかしゅう存じまする。ようお見舞い遊ばしてくださいました。幾の城もさぞ、喜びましょう。残念でした。源八郎は、 ずっと意外の枕元へ座って、ごめん。えしゃくしながら、顔にかぶせてある白布を取った。歯を食いしばり、半眼のうつらな目に、無限の怨念を含んでいる。白老のような顔面は、今にも絶叫するかと思われる、すごい僧帽だった。行く。残念だったろうな。玄八郎は、 死に顔へ口を近寄せていった。玄八も残念だ。拙者の出布がもう一日早かったら、貴様をこんな姿にせずと済んだであろうに、そう思うと諦めきれぬぞ。玄八郎の目から素晴らしく大きな涙がポロポロと溢れ落ちた。だが、貴様の死を無駄にはさせぬ。 貴様のあだは、玄八が撃つ。よいか。玄八が仇を撃つまでは、成仏せずに、待っておるんだぞ。母子や小菊さんのことは心配するなよ。わかったな、行く。玄八郎は、ぽろぽろ泣きながら、大きな声で叱りつけるように言った。小菊はたまりかねて、意外の足元の方へ泣き伏した。ごぼどう。 やがて玄八郎は座り直して。さぞ、お力落としでございましょう。しかし、今さら何を申しても帰らぬこと。幾の城は、お家のために死んだのです。武士として、恥ずかしからぬ死に方をしたのです。それを、せめてもの慰めに。いえいえ。瀬波みは、非常に涙も見せなかった。日頃から、 ご家老様のお眼鏡にて大切なお役の橋を務めておりましたくの将。半年この方自分でもいつ死ぬかわからぬと覚悟のほどは口癖に申しておりました。ただ、大切なお役を十分に果たすことができなかったとのこと。それだけが悔しかろうと愚痴でございます。いや、藤田はできる限りやったのです。そして、 藤田のしのごしたことは、拙者がやります。お二人の今後のことも、どうか玄八郎にお任せください。決して、ご心配はいりませんぞ。力強く言って、玄八郎は、先行を取った。甘夜の灯火。一。 図書のカゴが今どの下屋敷へ入ったのは八つを過ぎた頃だった。下屋敷年寄りの島木田左衛門は図書の思いがけぬ来帝に驚いて役役のものと共に玄関まで出迎えたがその様子には日頃と変わって妙に落ち着かぬところが見えた。座敷へ通るとすぐ図書が若君に おめどおりを願いたい。と言った。たざえもんは、もってのほかという様子で。せっかくではございますが、若君にはご秒中にて、どなたにも、おめどおりは叶いません。たとえご秒中なりとも、お家の大事について、申し上げねばならぬことがあって参上いたした。たっておめどおりを許しくださるよう、ご披露が願いたい。いや。 いかように仰せられましょうとも、おめどおりの儀は叶いません。図書は、きっと形を正し。たざえもん。お許しのなきは、五秒中からであるかそれとも、他になんぞ、行為あってのことか他に行為とてもござりませぬ。ただ、五秒中ゆえのことにございます。おめどおりも叶わぬほど、五秒期重徳とあれば、ご用代、 お伺い申し上げるが、江戸屋敷を預かる老職の務めだ。ご疲労を待つまでもなく、押して思考をつかまつるから、さよう心得ろ。図書は、そう言って立とうとした。たざ門は、その様子を見ると、慌てて、しばらく、しばらくお待ちください。さように大せでは、いた方がございません。とにかく、午前へご疲労をつかまつりましょう。待て、たざ門。 図書は、じろっと睨んだ。その方の様子は、うさんだぞ。なんと、仰せられます。お家の大事について、おめ通りを願うに、一応の取り次ぎもいたさず、お仕掛け志向と聞いて、にわかにご疲労を申し上げるとは、心得ぬ取りなし。その方、お役目を、私に曲げておるな。め、ね、め、ね、そうな、さよのぎは決して、決して、 よい、もう取り次ぎには及ばぬ。図書がこんなに土器を発したことはない。たざえもは免職を失って、他とはでございますが、と、なおも言いとこうとするのを、振り切るように立ち上がった図書は、ええ、下がれ老職として申し渡す。改めて沙汰あるまで、謹慎じゃ。そう言い捨てると、 慌てて先に立つ若侍のキビスを蹴るようにして、五殿の方へ行った。図書の耳に、まず聞こえてきたのは、サビのある低い葉唄のシャミセの音だった。今日の龍安寺法上に、虎の子渡しという有名な庭がある。総網の作で、落成第一と言われるものだが、 それをそのまま模して作らせた戦績を前にしたすき家がある。低いドビサシの暗さに、障子の髪の白さがくっきりと生きて、庭前の梅岩の苔の青さに染み入るような対象をなしている。シャミセンの音はその障子の中から聞こえてくるのだ。ごめん。先行していた若侍は、えしゃくして小走りにすき家口を抜けて、 申し上げます。と、廊下に平腹しながら、せわしく言った。しかし、三味線の音は、微塵も揺るがず続いている。申し上げます。申し上げます。どけ図書はそう言って、正直際に膝をつき、申し上げます。薪や図書、お目通りを願いたく、参上をつかまつりました。ごめん。さっと正子を開いた。 二。部屋の中には、新太郎直都氏が、前に主配を置いて、ゆったりとくつろぎ、そのそばに、一人の若い女が、新太郎の膝へもたれかかるように、うっとりと目を閉じている。そしてさらに、その下座に一人の盲人が、三味線をとって、低く歌っているのであった。障子の開いた瞬間、 盲人のバジが、ほんのかすかに惑いを見せたが、新太郎は、続けて続けて、と言って、図書の方へ、許す。こちらへ入って聞け、と、目で招いた。図書は静かに後を閉め、少し座を進めて座った。女は、ちらと目を開いて図書を見たが、みなもをかすめる鳥影のように、 ほんの一瞬、かすかな会釈をすると、再び目を閉じ、心太郎の膝に持たれたまま、甲骨として聞き惚れるのだった。針の先ほどの隙もなく、目に留めてみる散りもないほど、澄み切った雰囲気だった。心太郎の顔は青ざめている。唇の色も正気がない。瓶の毛がほつれて、きめの荒れの目立つ。 やつれた方にこぼれかかっている。くつろいだ体つきから半目にした瞳の光の鈍さまで、なんとも言い知れぬ物嘘。崩れるような憂鬱の匂いが感じられる。女も同様だった。もうお年は十一二であろうか。余るような黒髪を荒い髪のまま無造作に背垂らしたのが、柔らかい肩を滑って、 心太郎の膝にまで張っている。腫れぼったい目の周囲に薄く傘が見え、横わりにして重ねた足の妻からこぼれるくれないの色が、この部屋にただ一点の色彩であるだけ強く、容赦なき怪しさを示している。疲れきった、息をつくさえ物言いほど疲れきった。それが部屋いっぱいよどみみなぎっている空気だった。 図書は立然として、脇に冷や汗の湧くのを感じた。六十四年の春秋に茶酒の味も知らぬではない。忍び合う上地の戯れにも触れたこともあった。しかし、それはまるで違ったものだった。それは生活ではなかった。全くその拉致の外にあって、生活の遊文を忘れ、しばしの傍我を与えてくれるものであった。 図書が今、そこに見いだしたものは、およそそんなものとは別である。そこには、快楽と名付けることのできるどんなものもない。盲人の歌う歌声も、シャミの音色もさながら、枯れ足になる風のように、無陰、無声の、帰国に似て、光量たるものだ。勇気の宴。そういうのが、一番近い表現であろう。 生きるという事実から最も遠く、最も隔絶した雰囲気なのである。そしてもし、厳粛という言葉が使えるなら、その雰囲気の持つ痛ましさは厳粛でさえあった。無限の余韻を残して、三味線の音が消えると、女はついと身を起こして、土地蔵様軽く言いながら、盲人の手に逆きを渡して、 酒の酌をした。盲人は、額を新太郎の方へ向けながら、雨でござりますな、と言った。降ってはいないようだが、いや、雨でござります。女がつと、膝をかえて、小窓の障子を開けた。みんなが着せずして目をやると、いつ降り出したか、けぶるようなしぐれが、ま前の梅岩の苔を、 しっとりと濡らしていた。三。図書、用向きを聞こう。ほ、恐れ入りながら、お人笑いを願います。新太郎は、盲人と女に、向こうへ行けと合図した。用事だけを申せ、意見は無用だ。おかわり遊ばしましたな。 図書は形を改めて、元よりご聡明の和歌、図書ごとき追いぼれが、今さら何を申し上げましょうとも、ご不況をこむるに過ぎますまい。それを知っておれば頂上だ。図書は目を伏せたが、申し上げまする一つは、お国表より死者がござりました。お神には、例年の五十分、日言を繰り上げて、すでに五発が、 来月十日には、江戸を入りとのことにござります。うん。二つは、あらかじめお聞き入れました。稲葉美濃の神様ご族女との婚約。近く、吉日を選んで、宵いのお取り交わしの運びに相なりました。馬鹿な話だ。新太郎は、吐き出すように呟いた。しかし図書は、聞かぬふりをしたまま。次に、 ご諸庫の出入りをお差し止め遊ばしたように伺いまするが、これは藩の事務にとって不都合にござりまする。いかなる行為によりまするや、受けたまりとお存じます。聞かしても無駄であろう。さよう仰せられたのみで、愛すむ義にはござりませぬ。和歌にはご承知もござりますまいが、一刻も早く、焼き捨てなければならぬ書類がござります。万一、その時を失えば、 お家の大事に及ぶ大切な。図書、それはもう遅いぞ。新太郎の後編に霊障が見えた。細いとは何事最上五万石はもう潰れている。書庫の中は空だ。図書は愕然と身を震わせた。なんと干せられます。書庫にはその方の求める書類はない。 疑わしくは、入ってみい。新太郎の眉間に、激しい苦んのシワが寄ったかと思うと、日よけにかざしていた右手の、青白い美しい指が、不意にわらわらと震え始めた。若、若。図書は思わず膝を進めながら、それはいかなる死災でござりまするかどうしてそれを、ご存じ遊ばしまするか 心太郎は、目を閉じたまま答えない。ご職の鍵は、若君と図書目がお預かり申すのみ。何者にも、手はつけられぬはず。保家のためには、至極重要の書類のみ納めまする行。それが見りに開かれたとあっては、揺るがせならぬ大事にござります。さあ、さい、お聞かせくださりませ。はははは。<laughs> 目を閉じたまま、 心太郎は低い声で笑い出した。力のない、うつろな、まるで虚脱した声である。図書は呆れて目を見張った。すると不意に、心太郎の全身が波を打つように激しくけいれんをはじめ。んと、ただならぬうめきが食いしばった歯の間から漏れてきた。図書は仰天して。わか、わか。 そばへにじり寄ったが、夜な、夜な。心太郎は苦しげに、声を殺して言った。図書、実は、地獄へ落ちた。書庫を開けたのは身だ。心太郎だ。お、早く、一つ柳皮膚を、他へ移してくれ。心太郎は、皮膚の所在を知っている。それが恐ろしい。移してくれ、早く。 出ないと、心太郎は。それも、それもあいつに。そこまで言いかけると、心太郎の舌はもつれてきた。思いもかけぬことの連続に、図書は頭が混乱して、わか、と、膝を乗り出す。途端に障子を静かに開けながら。また、ご持病が起こりましたのね。と、荒い髪の女が入ってきた。 4。新太郎を解放する糸間もなく、図書はすき屋を辞去して書庫へ入っていった。書庫は紙の間に続いた土蔵造りで、三重の扉があり、それぞれ異なった鍵で厳重に閉塞されている。内側の壁は石で畳み、床板は菓子のはめきで、窓は一つもない。およそ十坪ばかりの広さの、 三方は作り付けの書棚で、書類を入れる筆、箱、それらのものが、ところ狭きまでに並んでいる。ひ、一と、張り紙のしてある筆へ近寄った図書は、手職を置いて鍵を開けた。重い蓋を上げると、紙の古びた匂いが鼻を打つ。手早く中を改めたが、しまった 図書の口からうめきが漏れた。ない、ない。中に収められてある書類を繰り返し改めたが、丸印一件の書類だけが全く紛失している。図書の胸は引き締められるように苦痛を感じた。最上家年来の密貿易に関する記録である。幕府の手に渡ればもはや絶望。しかもそれには、 最上一つ柳家のみならず、加賀藩にも類を及ぼす記事があるのだ。図書は書庫を出ると、再び隙屋へ戻った。新太郎は、戦国の苦悶も忘れたように、女を近く引き寄せて、庭の雨をうっとりと眺めていた。恐れながら、今一度お人笑いを。図書が平服して言うと、もう言うべき言はない。 た太郎は見向きもせずに答えた。さっき言った言葉がた太郎のご言,言だ。な何をおせられる驚くには及ばぬ。今にわかるであろう。軽々しい仰せは、小身分にかかわりまするぞ。とにかく、今一度、とば払いを。無用じゃ。しからば、なりびとにお渡し遊ばしましたか。それだけにても、お聞かせくださいませ。 無用だ、無用だぞ。慎太郎は怒った声で、目通りそれまで、下がれ。図書は、慎太郎の横顔を見上げていたが、やがて平服すると、滑るようにそこを去った。どんな理由で、慎太郎が書庫を開けたか、今、それを正している糸間はない。そして、誰に秘書が渡ったか、ということも、 心太郎の説明に待つまでもなく分かりきっている。図書は詰め書へ入ると、年寄り添え役の渡辺金蔵、戸倉茂右衛門の二名を呼んだ。若君のご身辺に心得がたきことが多く思われるが、その方たちはどう考えるか。は、両人とも目を伏せたが、明らかに何事かあるらしい。しかし、 当枠の様を見ると、言いかねる様子だった。おそばの女は何者だほ、それは、盲人は何者だもうしてみ。図書の言葉が意外に激しいので、渡辺金蔵が恐る恐る。若君様、お見回りのことは、島木殿がご一手にお取りばきなさいますので、私どもには、しっかりわかりかねまする。しかし、 お年柄と申し、いささかのご勇教までお妨げ申し上げまするのは。たまれ、あれをただのご勇教と思いおるか。お顔を拝見したばかりでも、尋常ならざるご様子は知れる。お見回りのことを取り裁くは、年寄り役と決まってはおれど、ご身辺の大事を見過ごして、その方どもの、務めが相すむと思うか。申し訳ござりませぬ。今は気急の場合ゆえ、何も申さぬ。 しまきただいぼんには、謹慎を申しつけたれば、厳しく見張りをいたすよ。また、若君ごぺんの儀も、ゆるがせならずぞ。掘ってさたするまで、そばの女と、じ人の素うを確かめておけ。両人とも、目を離すな。そう言って、図書は立ち上がった。五。今堂を出た薪屋図書は、 本郷の加賀てへ回って一時余り過ごし、火がついてから雨の中を、神屋敷へ帰ってきた。どんなことがあっても、食事だけはきちんと時をたがえない図書が、帰るとすぐ、細谷を呼べ、と言って今へ入った。呼ばれていった細谷玄十郎は、図書の顔を見るなり、ぎくりと胸を打たれた。 昼過ぎに出て行った図書とは、まるで人が違ったように、目もくぼみ、頬もこけ、額の色は死人のごとく青ざめていた。厳重楼、図書は落ちくぼんだ目を光らせながら、じっと瞳を据えていった。どうやら、図書の腹をお役に立てる時が来たようだぞ。なんとおっしゃいます。丸印一見の書類が奪われた。 しかもそれはすでに、写しとなって、幕府の手へ回っているのだ。どうして、どうしてまた司祭はわからぬ。若君が書庫を開いたのだ。ご政治向きについて、ご不安内ではあろうが、書庫の中が、いかに原費重要であるかは、ご承知のはずだ。それを無駄と、お家のあだに開いたと仰せられる。まったく。 不思議な振る舞いだ。厳重郎には加点が参りません。わしにもわからんのだ。これには何か深い企みがあろう。不思議と思うせば若君のご様子もそうだ。わしがお目通りしたのは夏だったが、あの時から見ると別人のようにおかわり遊ばした。恐れ多いことだが、生きている人とは思われぬありさまだ。 五病気憩でございますかそう思う。しかし、そうでないとも思われる。いずれにしても、普通のことではない。さすがにわしも、麻布様の手が、若君に及ぼうとは思わなかった。若君はもう、彼らの小中のものだ。いかにして、それがわからぬ。それはわからぬが、事実、若君はやすやすとして書庫を開き、最上五万石の、 使命を制する秘書、渡してしまわれた。玄十郎は、水を浴びせられたような気がした。図書の語る口調の底には、理由のわからぬ一種の危機がある。どうしてそんなことが行われたか。急に白地にでもならぬ限り、最上家の世継ぎたる新太郎直人氏が、自ら家を滅ぼすようなことをするわけがないではないか。 そう考えると玄十郎は、その事実の裏に隠れている限界な、不道徳な、忌まわしい容器が、見えるごとく思われた。そこもとも知っているように、あの書類には、歌集家に関係のある文が綴られてある。わしは下屋敷から直に、本郷のお屋敷へ施行した。しかし、わしから申し上げるまでもなく、 カシ様から意外な仰せがあった。それは、すでに一見書類の写しが、坂井家より、老中へ回っているということだ。しかも、歌の神殿の肝入りで病気が開かれ、お上五十夫と同時に、仰せ下されがあると内定した思う気だ。そこで何よりも今日を要するのは、お上の五十夫を乙女申すことだ。おほう。 ご出布と同時に、大勢下されの内定ゆえ、まず参勤をご重視の上、病気のお届けをしてご帰国を願い、その間に、できるだけの処置を取らねばならぬ。では、直にさよう、取り計れいまする。与右衛門と、道の進をやれ。は、来月十日、ご参着とのことゆえ、急がねばならぬ。必死のおもむき、よく申し聞かせてやれ。 かしこまりました。丸印一件の責任は、わしが負う。図書は静かに手をもんだ。密貿易の件は、殿のご存じなきこととして、一切をわしが引き受けて自裁する。その後のことは、歌集様がお計らいくださるであろう。このしわばら一つが、お役に立てば頂上じゃ。玄十郎は、神戸を垂れた。 六。次に、図書は声を低めて。差し当たって、何よりも大切なのは、稲葉美濃神家とのご縁組だ。今度へは途中から、菅の道移を頼んでやったが、あのご様子では、ご根気のほども危ぶまれる。は、道移の見立てを聞いた上ならではわからぬが、万一の場合には、図書の目が光った。 いよいよ、引出松君だ。まことに新太郎君と売り二つ。しかも、あっぱれご人物にご成長とのことだ。いずれにしても、もはや屋敷へお迎えいたさねばならぬ自分ゆえ、中座をやって、死災をお明かし申し上げるよう、図ってくれ。即刻、つかまつりましょうや。今いは遅い。これは妙やでよい。鉄山御将へは、わしから書面をやろう。 藩主直置に、出布をとどめる書面をしたためて渡した図書は、玄十郎が去るのを待って。玄次郎、いるかは、で職を持て、と、明治で立ち上がった。今どの島屋敷で新太郎が言った言葉、低運皮膚の一貫を他へ移せ。そうでないと、それまで敵の手に渡してしまう。 という一言が、不気味な響きを帯びて蘇ってくる。お蔵へ参るぞ。金次郎が手職を持ってくると、図書は先に立って今を出た。神屋敷には土蔵が五棟あった。その四棟は武庫で、屋敷構えの中に取り入れてある一つは宝庫になっている。ここには千人のお蔵番がいて、二名ずつ、根津の番に当たるのが、 マイヤの定めであった。低運皮膚はしかし、その方庫でなく、四番の武器庫に収めてあるのだ。図書は自ら手職を持ち、金次郎に傘を差し掛けさせながら、庭へ降りて降りしきる闇の中を拾うように進んでいった。すると、両官邸という鎮のそばまで来たとき、取れと、不意に叫んで図書が立ち止まった。 そこにいるのは誰だ再び叫んで、手触を差しつける。刹那。賃の影から黒い人影が、つぶてのように闇へ飛んだ。金次郎、やるなと、図書が叫ぶまでもなく、祖父江金次郎は吐物を脱いで、出会え、癖者だ喉も叫ぶと、癖者だ癖者だ出会えわめきわめきおった。 図書は、その時肝もそぞろに、手職を雨からかぼいながら、四番子へと駆けつけた。しかし遅かった。四番子の戸は、がらんと大きな口を開けていた。しまったしまった網戸口から中へ踊り込んだ図書の目は、いきなり正面の鎧びつへ行ったが、筆の蓋は、あたかも図書をあざけるように取り外してあった。 早く悲観を深へ移せ。出ないとは、あの悲観まで渡してしまうぞ。慎太郎の震える声が、武庫の片隅の暗がりから、ありありと聞こえるように思われた。そっちへ回ったぞ軌道を閉めろ手に余れば、切れ岩の彼方で、人々のわみき交わすのが、豪々たる雨音の中にこだましていた。 七、コモリ、待て。与右衛門が、ピタッと足を止めていった。どうした誰かいる雨がっぱでかばっていたちょを吹き消して、与右衛門は、じっと道の向こうを睨んだ。品川の八山下。左手が海で、右手は聡明院の土塀。もう四つ半を回っている頃であろう。そうでなくとも、凍るような雨で、 すっかり人通りは絶えていた。そうか。余衛門が呟いた。どうしたのだこ小森、塚袋を外せ。狙われているぞ。言いながら余衛門は、カッパの紐を解き、大剣の塚袋を外した。参勤の途中にある、藩主直置の行列を止めるべく、カロ牧や図書のミッションを持って、 神屋敷を出てきた両名。ここへ来るまでは考えもしなかったが、今、向こうの暗がりに人の動く気配を見た刹那。与門は、今どの事件をひらめくように思い出したのだ。藤田幾之丞と、脆いカズマを切った同じ手が、自分たち二人を待ち受けているのではないか。そういえば、車町の係で、二人を追い抜いていった小物風の男があった。 間違いない。与右衛門は、うめくように言った。コモリー、このョンは、気候に預ける。ハザブの手が抜いているのだ。もし切って出たら、それは拙者が引き受けるから、気候は構わず、これを持って行ってくれ。馬鹿なことを言う。本詞は気候、拙者は添え役だ。奴らは、拙者が引き受ける。役目の交渉を論じている場合ではない。富士隊区の城を一刀で切るほどのやつ。 湿気な言い分だが、気候の敵ではないぞ。ここは拙者に任せてくれ。普通の使者と違って、お家の後輩に関わる必死の使いだ。頼むぞ。そうか。では預かろう。道の神は受け取って、海中深く収めた。無論、一人で逃れるつもりはない。与右衛門は藩中でも、藤田幾之丞と並ぶ達者であるが、彼とても、 腕に自信のない男ではなかった。何の、三人や五人。安田と二人なら、切り離っていける。そう思っていた。二人はカッパの下で、手早くたすきをかけ、宵いは、傘の紐を解いて、汗止めをした。雨の中での戦いには、こうしておかぬと、雫が目へ流れ込むからである。ぬかるな、心得た。うなずきあって、カッパを身に引きつけ、 傘を押さえながら、スタッサと二人は道を進んでいった。左手の海渡には、吉津で囲った影茶屋が並んでいる。その影の一つ一つが、国境の隠れ場所だ。どこから切って出るかもわからない。右手の総明院の土塀が尽きると町屋になる。一見として、日の漏れる家もなく、問いを溢れる雨水が、さあさあと寒い音を立てていた。 八えもんは左右の指をギュッギュッと強く揉みながら歩みを進めた。全身の神経は針のように鋭く尖っている。緊張しすぎると疲れが来るからもっと楽に心をうつろに保とうとするのだが命をとする果たし合いが目前の闇に迫っていると思うと息の詰まるような切迫した感覚に縛られて自分の足音にさえ 神経の震えを覚えるのだった。もう少し収容を積んでいると思ったのに、こんなに俺は未熟だったのか。与いも門は思わず下打ちをした。八道は新宿へかかろうとする、つま先上りの緩い勾配。左手の右輪もいつか石垣になって、北を受けるゆえか、ざぶりざぶりと、 波の寄せる音が聞こえる。宿の係に稲荷の社がある。出るならここだ。と、与右衛門が思うのと、右手に人のう足音とが同時だった。コり忘れるな。喉へ引っかかる叫び、左足を引いて体をひねる。抜き打ちに叩きつけてきた相手が、ビシッと水を踏んで飲める。与右衛門は、大きく後ろへ飛びながら、傘とカッパを跳ねた。 北へ向いては、顔へ雨を受けるから、道の神に足場を閉めた。闇の中に現れた人数はおよそ七八名。みんな覆面で、十分に見ごしらえをしている。小森はどうしたかと見ると、これも傘がっぱを脱いで、すでに一人と対峙していた。あ、はあ、いかん、やるつもりだ。ぐらっと気持ちの揺らぎ、刹那。正面に詰め寄っていた一人が、無言のまま空打ちを入れてきた。 これに気を誘われれば、右手から必殺がかかる。よいもんは、塚に手をかけたまま、呼吸を測ってさらに一歩、下がろうとする動きの端をついて、空打ちを入れた奴が、えいっ短く叫んで、真っ向から切りつけてきた。思う壺だった。体をひねってよいもんが、大きくくを引きずつ,つ、伸びてくる相手の肩へ一刀、抜き打ちに浴びせる刹那。 右から間髪を入れず一人が月に出た。やっと引っ張らった手応えも、こちらの鼻を打つほど近くを過ぎた相手の愛意も、薄い膜に包まれているようで、広く自分とは遠道いいものに感じられる。よ右も門は右へ右へと交わしながら、自分の神経が凝っているのに気づいた。月を入れてきた相手を交わして払った時、早速が反射的に相手の股を救ったのだ。 相手は月の体勢のまま激しくのめった。これは千の奴を抜け打ちに切った次の刹那に行われたことである。多勢を相手にこういう神経の尖った立ち合いをしてはすぐに疲れの来ることは分かりきった理屈だ。よ右もんは大きく息を吐いた。楽に、楽に。神経の凝りをほぐすようにあたりを見回しながら絶えず左へ右へと 構えを移した。どうしたまだ片付かぬか広くかすれた太い声がして、闇の中から巨大な男が近寄ってきた。だらしがないぞ。おそらく、一度聞いたら忘れられない声だろう。無造作な口調の底には、人の心を立然とさせる冷酷な響きがこもっている。こいつだ。上門は本能的に直感した。 フリーターを切ったのはこやつだ。むらむらと、ゾウの闘志が、五体に盛り上がってきた。他の奴らはたかが知れている。しかし、こやつはできる。され、なき。しゃがれ声が叫ぶ刹那。左手を詰めていた一人が、絶叫しながらうへ切り込んできた。しかし、それより一呼吸早く、よいんは血を蹴って体をかわし、右手から寄ろうとしていた一人の面へ一刀。 受け損じて、相手が両手で面を押さえながら横へ飛ぶ隙にさらに跳躍。いや、えい猛然と正面へ切り込んだ。取り囲んでいた奴らが、思わず左右へ開くその隙を巧みにつかんで余右衛門は、カりどこだわべきながら走った。キ切られる。道の神は、 全身でそう感じた。安田の言う通りだ。俺は、切り抜けて行くべきだった。前後左右の敵。何人いるかわからない。五、六人にも見えるし、十二、三人にも見える。初めに切り込んできた一人を、引き込んで肩へ一刀浴びせた。十分に入ったと思ったのが、バサッという手応えだけだった。マーの道義をしていたのであろう。しかし、その時、 切ったと思った感じを裏切る不安定な手応えが、道の神の心をぐらっと動揺させた。小森道の神は、日頃から反りの少ない刀を愛用している。備前者で、寸伸び重ね圧の強盗だが、人々は引きが効かないから、直刀は不利だというのを、引きよりも押しだ。踏み込んでいくには、反りの大きい方が不便だと言っていた。最初の一刀を潜んじた時。 道の神はこれを思い出して、老媒した。雨は、右横から降りつけてくる。顔へ厳しく当たっているのだろうが、まるで感じられない。両足も、血を踏んでいるのがわからない。大きく見開いている目が痛いようだし、耳はガンガン鳴っている。えいっ引きちぎるような叫びとともに、鼻先へ刀が光のように殺到した。道の神は、危うく右へ避けたが、 すかさず左から踏み込んできたのをどうかわしたか夢中だった。コモリ与右衛門の呼び声を聞いたのはその時だった。答えようとしたが詰め寄ってくる切っ先から身を守るのがやっとだった。どういけない絶望君が必死と体を締め付けた。骨の節々が硬くなってまるで自由が利かない。呼吸も苦しい。ともすると目がくらんでくる。 しかも相手は逃げ口を塞ぎつつ犠牲を出さずに打ち取るつもりらしく、絶えず右へ左へと位置を変えながら一人が切り込むと、その隙をと狙い、決して同時にかかってこない。良いもんが来てくれたら。しかし、彼もおそらく同じ運に陥っているだろう。どうせ切られるなら枕を並べて死にたいが。そう思った時、すぐ右手に波の音を聞いた。そうだ。 右は海だ。突然と、道の神は巧妙を感じた。海へ飛び込もう。どうにかなるかもしれない。そうすれば、たとえ溺死しても、密書だけでも、彼らに渡さないで済む。へい道の神は、猛然と切り込む気配を見せた。そして相手が引こうとする刹那、身を翻して、波の音を頼りに右へ走った。逃がすな詰めろ詰めろすぐ後で、 呼び交わす声が耳を打つと思った途端。たという絶叫とともに、道の神は左のひばへ、鋭い一撃を感じた。あ<ッ>自分のものとは思えぬ声が、口をついて出た。同じ刹那に、右足が空を踏み、ガクンとめまいのような衝動を感じながら、波の中へと転落していった。カモりという声が、 雨の中を近寄ってきた。十。稲荷社の前まで来ると、再び与右衛門は取り囲まれてしまった。こもりがきられた。人数の増えたことで、すぐそう気がついた。未練のめ、大事な御用を控えて、つまらぬ見栄のために倒れおった。とても気候の敵ではないと言った、与右衛門の言葉は事実であった。 自分でさえ生きて帰れようとは思えなかったのである。馬鹿者。それほど心得のない男ではないと思ったし、法遊を父にやって一人行けない気持ちもわかるが、託された役目が役目だけに、犬死に押した道の真の未練さが憎かった。俺は死ねぬぞ。どうしても切り抜けて、殿の行列を乙女申さなければならぬ。俺の命には、最上五万石の運命がかかっているのだ。 よ門んはそう決心して、じっと周りに目を配った。明らかに、十四五人いる。おい、どうしたんだ例のしゃがれ声だ。いつまで雨に濡れているんだ倒れないんなら、俺が出ようか。ゆのき、例の投げずきはどうした来い。よ門んは叫ぶとともに、正面の一人へ払いの動きを見せつつ肉薄して、大きく跳躍しながら、 右手にいた一人の面へ一刀。えい切ると同時に、左から踏み込んできた脇を狙っての突きを、引っ外す体勢のまま、血を蹴って高輪の方へっと走り出した。言えるぞと、しゃがれ声がわめく。待てひきょう者わめき声を引き離すように、全身の力限り、賭けに賭けた。大丈夫だ。そう思った。追ってくる足音と わみき声は、みるみる距離を生じた。痛いように、顔を雨が打つ。と、急に背後から、馬蹄の音が追ってきた。おいおい、こんなにかけてどうするんだ。じたばたしてもダメだぞ。例のしゃがれ声が、あざけるように聞こえた。そしてよいんの左手をさっと駆け抜けると、四五軒先で馬を止め、ひらりと降りて、よいんの行く手へ立ちふさがった。相手になると切られる。どうにでもして逃げよう。 宵門は、そう決心していたから、相手が馬を止めた途端に、左手、土兵と町屋の間へ走り込んだ。そこは袋道だぞ。しゃがれ声は、霊のような口調でわめきながら、大股に寄ってくる。知っていたが偶然か、宵門の走り込んだのは、黒道だった。しまった。四五軒と走らぬうちに、高い土兵へ突き当たった宵門は、 もういかん。と、はっきり覚悟した。よれかおれだ。やれぬまねも、こやつを切ろう。藤士田育之丞の,の仇だ。人たちでも、報いてから死のう。よえもんは、刀を取り直した。しゃがれ声の男は、袋道の角に立っていたが、出てこい。と、落ち着き払った声で言った。そんなところで、何ができるものか、広いところでやろう。何 痛くないように切ってやるから心配するな。ゴビは明らかに微笑を含んでいる。イモンはつま先から恐怖の這い上がるのを感じた。彼の肩へ破れた問いから溢れる雨水が滝のように溢れ落ちていた。炎。一。そう、天女たち。みんなでこれから肌子踊りを始めるぞ。 立ったり、たったり。何のシャレでござんすバカらしい。嫌ですよ。誰だ嫌だなどというのは。女たちも酔っていたが、鉄山五尚まるでズブロクである。そんな空を使う奴は前へ出ろ。はい、出ました。私でござんすたわしでござんすという面で。まあ、言いましたね。女はたもとを振り上げた。そんな憎まれ口は、 ぶってあげますから。なに蹴る方だろう。お前のようなのがよく、街道口の並木につながれて、シャーシャーと、人を垂れているぞ。あれは確か、馬という生き物であった。はい。この頃は化け習いまして。化け習いましたが、化け損ねまして。もう、本当に。女が背中を叩くと、鉄さんは、王行に右にいた女の首へ抱きついた。あれ その女が、驚いて押し返す。と、今度は左へ倒れしなに、そっちにいた女の帯へ手をかけた。キャーという強制と一緒に、しょうー悪な。みんなで凝らしてあげましょう。二三人、年ばの女が立ち上がった。映ザブローは、この老石のありを、さっきから黙って微笑しながら見守っていた。今夜の和尚は普通でない。 車へカゴを飛ばしたのがまだ日の高いうちで、茶屋の小松伝へ上がると、馴染みの遊女たちを残らず集め、そこで全部を病人に仕立てた上、大橋や義兵という、江戸町の筆頭格を張っている遊女への向島の寮へ繰り出した。当時の女たちは、一度車へ入った以上、病気療養でもない限り、絶対に外へ出られない置き手であった。 これは明暦三年、幕府が堺町から新吉原へ車の移転を命じた時からの習慣で、女たちが外へ出ると風儀を乱す上に参照との区別もつかず、一方また雇い主としては見抜けをされる恐れもあるから、これは厳重に守られていた。しかし結局は金が物を言う世界である。鉄は珍しくわがままを押して、 女たちを全部病人にこしらえ、医者までつけて、車から連れ出した。それから、向島の大橋屋の寮で、日暮れ方まで騒いだが、檻から降り出したしぐれを見ると、今度は急に船宿へ使いを走らせ、岬崎通いの五十国船を雇って、女たち十二人、亭主、やり手たちという同勢に手工を積んで、隅田川から海へと漕ぎ出させたのである。 何しろ尋常ではない。何か、洒落が目くろまれているのだろう。エーザブロウはそう思って、常に似合わぬ、鉄んの騒ぎぶりを見ていたが、もう午後11時も回ろうというのに、ただわけもない乱縮騒ぎを続けるばかり、若い女たちは疲れて、あくびを噛み殺しているのも多かった。これはひどい。もう勘弁しろ。限りがないのと、 半分は今々しさも手伝って、年場の女たちが寄ってたかって小づき回すと、鉄山はますます良い気になって。これではまるで、王将の蹴鞠じゃ、とんと紙袋の猫というこしらいじゃ、ええざぶ。そこでニヤニヤ収まっておらんで、助けに来てくれ。いいえ、ええ様は見ていらっしゃいまし。女たちは、なおも手を離さず。このごろこの入道は、だんだん悪くなります。 ちょうど良いりだから、みんなで海へ放ってあげましょう。言うどうだろう。海へ放るのと、人をタコにしたことを言うな。貴様たちこそタコで流行ろうが。坊主のタコは素でも食えない。まだその口を。うん。そう手荒くしては、息が詰まる。ヘザブ、助けてくれ。に、友口がいて、どんな、 九つでございます。と、仙道がわめいた。おい、もう格言か。鉄さんは、ひょいと座を直して。さあ、みんな、静まれ、静まれ。何をおっしゃいます。騒いでいるのはあなたばかり。みんなは塔からおとなしくしていますよ。東西、東西。鉄さんは手を打って。無駄口はこれにて打ちやめ。裏口はこちらでござい。 ええ、うるさい。じっと工場があるのだから、黙って聞け。そう、皆ぐるっと座るんだ。ババアどもは下がっていろ。マイギルも、エーザブから離れるのだ。いくら手札を使っても、その男はダメだぞ。ホキノドク様、もう、とうに約束は済んでいますのさ。ね、兵様。うん、うん。それごらんなさい。でしからん。 君、形成に魂を奪われるような映像部ではないと存じたに。と言っても、また工場がはぐれる。もう一度、東西東西。そう言った鉄山は、いきなりそばに置いてあった包みを解くと、中から取り出した直突と墨染めを手早く着替え、ズタ袋をかけて鉄髪を持ち、どうだ似合うか。と、一座を見回した。 何のしゃれかまだわからないから、みんな軽んな顔をしている。はははは。みんな妙な顔をしているな。実は鉄山、これから旅へ出るんじゃ。そこで早速だが、お伏せを頼む。いくらかくらということはない。運水万里の暗夜中、物価後を念じて死んぜる。お志のある方は、一死反戦にかかわらず、ご仕射なさい。 そう言って鉄発を一人一人に回し始めた。さあ、ご奉射ご奉射。お心差しのある方は順にお入れなさい。一問について名号一辺、一両の者のには百万弁のお務めをする。お早い者は勝ちだよ。今のうちなら極楽手形がおまけにつく。放射をしない奴は地獄行きだぞ。お早くお早く。これも悪いシャレのうちですかえ私には。 おけがわかりません。女たちは、どうおちが来るか見当がつかないので、照れたり笑ったりしながら、かんざしを抜いて入れるやら、やり手から小銭をもらうやら、妙な落ち着きのないざわめきのうちに、蜂は鉄山の手へ戻ってきた。ほほう、これはこれは、さすがに在庄の深いお方方のことで、おふせも格別に弾んだのう。結構結構、これなら四五日は、 宿で寝酒も飲めよ。ご帰くご帰得。八のものを、ザラザラとズダ袋へ入れた鉄山は、隅に置いてあった尺状を取って立ち上がると、玉口へ行って、先導、船を頼むぞ。と、わめいた。ええ、もうお支度はできております。雨は上がったが、当分やみそうもございません。それもよかろう。と、そこから振り返って、 では、皆の衆、おさらばじゃ。愚僧はここからお買い上がって、このまま旅に出るでな。お前方はゆっくり保養をして帰るがよい。鉄さんも年じゃぞ。旅に出れば生きて会えるかどうかわからぬ。帰れなかったらどこかでのだれ死にをしたと思ってくれ。長い馴染みであった。みんな喧嘩で脇をしあれ。それだけ言うと、鉄さんは身軽にひょいと。 戸マグから上へ出て行く。まだどこかで、オチが来るものと思っていたが、どうやら本気らしいので、女たちは顔を見合わせながら慌てて立つ。それより先にエーザブロウは、鉄山を追って、戸マグを登った。四。ガヤガヤ、ワイワイ。強制に送られて、鉄山とエーザブロウを乗せた小舟は、五十石を離れて、雨の中を、 岸の方へと漕ぎ出した。先導、ここはどの辺りだ高輪でございます。エーザ三郎は和尚と共に、大橋屋の印の入った傘の下へしゃがんで、吹きつける雨と風を避けていた。英ザブ。はい。喉を聞かせようか久しぶりですな。石は夢。冷めて片身となる芝の、梅雨の絵にしを忘れず。 鉄さんの声は、傘になる雨の音と溶け合って、腹たへ染み通るように、上々と波の上を流れていった。どうだ、エザブ今度は私がやりましょう。気の強いやつだ。そこが俗物です。朝もよし、昨日は梅雨と三はぎの、こぼれかかるぞ命。ほっほほほ。面白い。こいつはもう一度。 騒ぎたくなってきたぞ。あ。ふいに、エーザブロウが嫌いごしになって闇の向こうを睨んだ。なんだ、エーザブ。向こうで誰か、切り合いをやっているようです。と言ったとき。当たります。先導の声とともに、船は、ずずずっと砂を噛みながら右輪へ着いた。エーザブロウは手早くそうはしょって。おしょう、ちょっと待ってください。 どうする行ってみてきます。立ち上がった刹那、闇の右側の方へ、転げるように走ってきた人影がある。同時に、ギラリと空を切る剣行。エーザブ、よせよせ。と、哲さんが呼ぶ糸間もなく、エーザブロウは脇差しのツワ元を握りながら、パッと船から飛び降りた。闇を透かしてみると、右輪へ追い詰められたのはただ一人。それを遠巻きにして、 十五六人は八日。いずれも覆面しているが、中に一人、今追い詰めている武士は、抜きん出て上勢もあり、骨付きもたくましい巨漢である。ちょうど、今どの番によく似ている。英三ブロは、ひらめくようにそう思った。今どの河原釜のあたりで、はからずも見た真剣の果たし合い。あの時は、生まれて初めてのことで、 一人が大勢に切り伏せられる様をどうしようもなく眺めていたが、後で考えるたびにどうにも気がとがめて仕方がなかった。ことの司祭は知らず、たった一人が多勢に取り囲まれているのを江戸っ子として黙って見逃したというのは我ながら不覚だ。どうして一応声だけでもかけなかったのか。日頃の修行にも似ず、いささか逆上していたにそういない。 だがもし、今度そんなことがあったら、あれ以来、常にそう思っていたのだ。体験を置いてきたのはまずいな。ゆんでの親指で、脇差しの濃い口を切りながら、エーザブローは静かに果たし合いの場へ近寄っていった。と、その時、追い詰めていた巨漢が、おい、ジたばたしたってしようがないじゃないか。大概に、悪あがきはやめたらどうだ。と言った。 は英三郎は思わず足を止めた。巨漢の声には覚えがある。ひどくかすれた、冷酷無残な響きを持つ声。あれだ、あの声だ。今度で一人を切ったやつ、あれに相違ない。そう気づいたとき、英三郎は背筋を不思議なお漢が走るように感じた。ご、このまま置けば、 呼吸銃を出ぬうちに切られる。エーザブローはそう感じた。出なければならぬ。声をかけるか、そのまま切り込むか。しかし相手は、よく見えぬが十五六人はいるらしい。この雨の中で、身支度も十分にしていないのでは、到底多勢を相手に働くことはできぬ。と言って、黙って見過ごすのは、卑怯のように思える。いや、卑怯に相違いない。それゆえ今どの事件のあった後は、 ずっと恥じていたではないか。では思い切ってやるか。勝負は運だ。だがこちらは、気流しの裾をはしょったばかりだ。おまけに大剣を置いてきている。助けも汗止めの用意もない。こんな不用意なことで、勝敗を運に任せるのは無謀だ。これだけのことが、ほんの一刹那のうちに、エーザブローの頭の中で渦を巻いた。今ので、その巨漢の技を見ていたし、 自分の腕に自信があるだけ、相手の気合から発する奇妙な容器と、鋭い立ちすいの尋常でないことがわかるので、無造作に切って出る気になれなかった。後から船を降りてきた鉄山が、エーザム、つまらぬことはよせ。と、言いながら近寄って、そんなことは、お前の関わることじゃない。さあ、船へ帰るのだ。 後から傘を差し掛けた。その声を聞いたのであろう。追い詰められていた武士が、さっと二三歩右へ開きながら、ご女性、ご女性を、と叫んだ。お願い申す、ご女性を。巨漢の剣が闇を貫いた。遠巻きにした人数の一部が、バラバラと走ってきて、映像ブローの前に立ち下がった。救いを求める武士の悲鳴が、見たび、 英三郎の耳を突き刺した。お助け下されい。どうでも、どうでも死ぬことのできぬ場合でござる。ご女性頼む。骨に徹する悲痛な声だった。英三郎は全身の血が逆流するように覚え、思わず脇差しの使え手をかけるとみて、立ちふさがった五六人の者たちが、邪魔するか。さっと白羽を突きつけながらわめいた。 いけいけ。気候らのしたことではない。つまらぬ腕立てをすると、怪我ではすまぬぞ。鉄山の尺状が、グッとエイザブローの右手の肘を押さえた。爆発すべき一点が、再び外れた。ためだ。盛り上がってきた新規は、切って放つ一瞬を失うと、取り返しはつかない。のっぴきならぬ理由のない限り、そう容易に。 命をとして出られるものではなかった。エーザブ、行こう。てつさんが肩を叩いたとき。えいぃ。証券向こうの闇で、しゃがれ声の鋭い気合が響いた。やった。エーザブロウは、足元の大地がぐらぐらと揺れるように感じながら、急にキビを返して、船の方へよろめき戻った。卑怯者。 エーザブの卑怯者。助けてくれ。といった武士の悲鳴が、刺すように耳へよみがえってくる。貴様、俺を見殺しにしたのだぞ。俺の悲鳴は、生涯貴様の耳から離れないぞ。あのしゃがれ声の怪物を、貴様の手で打ち止める限り、俺は怨念となって、貴様についてやる。エーザブローは、苦痛のうめきをあげた。 六、うつうつたる気持ちだった。酒にも酔わなかったし、女たちも煩わしかった。鉄さんに別れ、五十石船で向こう島へ戻ると、女たちは車へ帰し、大橋屋の寮で床を取らせて横になったが、どうしても眠れず、胸苦しさに点々反則しながら夜を明かした。いつまでも、あの見知らぬ武士の、 救いを求める声が耳について離れない。バカな、何をそんなに。大剣も持たず、身支度も不十分。しかもあの宇宙で、あれだけの人数の中へ、どう切り込んでいけるか。それも、見知らぬ男のために。誰に言わせたって、理屈にならぬことだ。しかし、あの男は、俺の姿を見て、助けてくれと言った。 どうしても死ぬことのできぬ場合だから、女性してくれと言ったではないか。嫌な声だった。本当に死んでも死にきれぬ理由があったのだろう。あのしゃがれ声の男と、あれだけ立ち会えるのだから、腕だってそう未熟ではなかったに違いない。それにもかかわらず、助けてくれと、武士なら口を裂かれても言えぬはずの悲鳴を上げた。死ねなかったのだ。 どうしても、助からなければならぬわけがあったのだ。それを俺は手をつかねていた。大剣を持たなかったからとか、支度が不十分だとか、相手が多すぎたとか、そんなことはみんな自分の卑怯さを偽る頓ンに過ぎない。俺は、あの武士を見殺しにした。だが、保証がいなかったら俺は確かに切り込む一瞬を感じていたのだ。 あの男の悲鳴を聞いた刹那、俺はほとんど一歩踏み止まったのだ。もし、もし静かに声をかけられて、ぎょっとしながら振り向くと、枕元に寮の老婆が膝をついていた。ご気分でも悪うございますのか。大層、お苦しそうにしていらっしゃいまするが。あ、いや。映像部老は犯人を起こして。今、何時かのう。 まだおはようござります。戦争時の金が五つ半を打ちましたばかりで。とあげてもらおうか。ご気分がお苦しいのでしたら明るくせずにもう少しおよってがよろしゅうござりましょう。いや、もう起きよう。一夜の多くと二日酔いの君で立ち上がると頭がふらふらした。月心寺様は暗柄においでなされたのだそうにござりますな。 どうばが、雨戸をくりながら言った。生まれた時から、ご主引外へは、一歩も出ないというのがご自慢でしたに、どういうお考えやら、まあ、ひどく急なご出発で。そうだ、お正はもういないのだ。今らのようにエーザブロウは、胸の内でつぶやいた。すると、急に身の回りが寒々として、悲しみとも、寂しさともつかぬ。 激しい孤独感がひしひしと心を締め付けるのを感じた。お尚は言ってしまった。夕べはこちらも酔っていたし、お尚が旅に出るということも切実にわかるような気がしたので、帰って祝福する気持ちさえあったのだが、今改めて考えると自分でわかるように思った事柄は、まるでお尚の気持ちに触れていなかったのではないかと疑わしくなる。 おしょうが死ぬことが怖くて怖くてと言ったとき、それは面白い、と笑った。自分ではおしょうの心底を見通したと思ってそう言ったのだが、バカめ。俺は何もわかりはしなかったのだ。酔っている神経の尖りで、ただ自分をごまかしたに過ぎない。おしょうは貴様案外の俗物だと言った。おそらくそれが事実だろう。俺は俗物だ。 早わかりはするが、何も真実はつかめない。踏み出しはするが、土壇場まで切り込んでいけない。俺は、空回りをしている、片は車に過ぎない。酒を、酒を頼む。エーザブ三郎は、愛想するように言った。七。月心寺へ帰ったのは、日暮れすぎであった。身も心も疲れきっていたエーザブ三郎は、 帰るとすぐ、老木の助けに、床を取らせて横になった。まもなく眠ったらしい。そして、嫌な夢を見た。恐ろしく大きな、凶木の生い茂っている原子林の中を、たった一人で歩いている。ギアマンのように冷たく硬い空が、差し交わされた凶木の枝と枝との間に、無返済の空気を覗かせている。凶木の幹と枝の、 まざまざとした黒さが、映ザブローの孤独感を抜き差しならぬほど切実にする。誰もいない。人間界から全く隔絶している。ふと気がつくと、自分の呼吸が止まっていた。慌てて真の像を上から押さえてみたが、鼓動が少しも感じられない。やられた。そう思った。何か異常なことが起こったのだ。 自分は死にかかっている。それにもかかわらず、凶木の枝は微塵も動かず、原始林はその無限の広さと量とで、のしかかるような静寂を保っている。それは、恐ろしい無話であった。エーザブロは、呼吸のできぬ苦しさに、思わず知らず、うめき声を上げた。そして夢から覚めた。覚めた刹那に、 映像ブローは恐ろしく明るい部屋の様を見た。訳がわからなかった。天井も、襖も壁も、素晴らしく明るいのだ。眩しいようにギラギラと光を映している。そう気づいて、枕元の大小をひっつかんで立つ刹那。上手の本堂に続く襖が倒れ、目のくらむような炎が、農園な煙と共とに、どーっと巻き込んできた。 失火だ。火炎に煽られて、たじたじと、ナッシの方へよろめきながら、エーザブロウは、おしょの残していった言葉を思い出した。本堂の寿司の下に、俺の身分を明かす証拠の品がある。まだ夢を見ているのか。一瞬、そう思ったくらいである。しかし、その一瞬の間を縫って、ゴーゴーたる物音、まるで巨大な風呂釜の吠えるような物音と、パチパチと、 物のはぜる音が、後ろのように耳へ襲いかかる。失火だ。しかし、もう到底そこへは入っていけなかった。本堂へ続く廊下は、全く炎に包まれている。ダメだ。栄三郎は、ナッショの方へ出ながら。助け助けと、叫んだ。火は裏手へも回っていた。老木の返事は聞こえない。栄三郎は、 遠け離して庭へ出た。振り返ると炎は本堂の大屋根を抜いて、素晴らしく大きな火柱を吹き上げている。その火柱の先は無数の火の異なって引き裂け、異常な壮大な美しさで暗夜の空を焦がしていた。泣いた泣いたちょうど踏み殺すぞ。早く毛口を取れ。叩きつけるような引きちぎれた叫びが、 わめきの声が、ゴーゴーたる火炎の響きを縫って聞こえ、切迫した足音と、物の打ち合う音が、山門の方からなだれ込んできた。もうダメだ。もう間に合わぬ。傍然とつぶやくエーザブロウの耳へ、引け死人足たちのどよめきの中から、先生つんざくような女の叫びが聞こえた。 先生若様苦しく叫びながら、駆け寄ってきたのは、夕顔のお千代だった。ご無事でしたか。早い見舞いだな。エーザブ三郎は、もう平成を取り戻していた。どうだ、よく燃えるだろう。冗談おっしゃってる場合ではござんせぬ。皆さん、ご無事ですかお尚様はお尚は旅に出たよ。まあ、ともかく、ここにいては。 あとがうるそうござんす。若い者にご案内をさせますから。お千代の家、お立ちのきなさいまし。そうしようか。お役人の方は、あたしが引き受けます。当時、失火の罪は、非常に厳重で、悪くすると、一年や二年は、造作もなく禁錮される。ここはお千代に任せた方が良いと思ったので。それでは頼む。よろしいござんすとも。 それから、実は本堂の寿司の下に、拙者にとって大切な手箱が置いてあった。おそらく焼けてしまったろうが、見つかったら探し出してくれ。どんな手箱でしょう見たことがないからわからない。それと思われるものがあったら、なるべく人目につかぬように取っておいてくれ。よろしゅうござんす。三吉。へい。四五人ついてきた若者の中から、三吉という十五六になる少年が、 困っちゃくれた顔をして、とび出してきた。お前、先生おうちまでご案内していくんだ。勝手んです。余計なおしゃべりをするんじゃないよ。そいつも勝手んです。気をつけていきな。映ザブローはもう一度、火の方へ振り返った。その時ちょうど、メラメラと本堂が燃え落ち、凄まじい火炎が、どうと揺れ上がった。こちらから出よう。三吉を促して、 横手の古門の方へ回った。その土塀の外は、ほとんどすぐ歌詞になっているので、引けし人足たちの混雑もない。古門をくぐって出ようとすると、先生、誰か死んでるぜ。と、三吉が後ろで叫んだ。何死んでいる。老木助けではないかと引き返してみると、土塀に沿った大きな蚊屋の木の陰に誰か倒れている。助けではない。 おう、血だ。血がいっぱいだ。三吉は羽の木ながら。先生、こいつは切られてるぜ。静かにしろ。しゃがんでほわかりに見ると、ひばらを一刀。ほとんど胴切りに切り離されている。みなりが武士だから、引き起こしてみた。中座だった。青技のある老人、中座であった。はっ。エ三ザブロは立然として、 思わず左手に大剣のつわもとを握りながら立ち上がった。あのかすれ声。そう直感したのだ。あのかすれ声の仕業だ。理由はない。しかし、そう直感した刹那、エーザブローはありありと、あのかすれ声の巨漢のあざけるような高笑いを中央に聞いた。手枠も焼けた。中座も死んだ。これで、 俺の身分を知る手がかりは全くなくなってしまった。映像部老は放心したように燃え落ちる火を見守って立ちすくんだ。図書の詩。一。藤田の妹を召し連れました。ふすま際で金次郎が言った。お、これ。図書は静かに向き直った。 小育はつつましやかに入って閉服した。小育と申したな。はい。育の城は残念なことをした。もったいの惜しい男であった。しかし、武士として、その道のために死ぬことは本文と言うべきだ。これはお前方親子にも覚悟のあるところと思う。はい。小育は利発そうな目をあげて。生前、兄からも。 いつ死ぬか分からぬと、くれぐれも覚悟のほどは申し聞かされておりました。ただ、十分にお役目を果たさず、犬死にをいたしましたことだけが、無念であろうと。言葉に無駄がなく、言いたいことをはっきりと言い表すところなど、かねて目をつけていたにたがわず、ものの役に立つべき娘だということがわかる。 七年以前、妻を失い、一人の子も持たなかった図書は、甥の源八郎を養子に直し、小育と目合わせるつもりでいた。源八郎は少年期を、この江戸屋敷の図書のもで育ったが、藤田育之丞とは爆薬の交わりがあり、従って小育とも幼なじみで、その縁組は極めて自然だった。しかし、どうやらそれも、 いたずらに終わるらしい。図書は、小育の小さな、丸い片付きを見ながら、これから自分の申し付ける役割の、冷酷さを思って安全とした。わしは、お前を玄八郎の嫁にしようと思っておった。小育の体が、目に見えぬほど、かすかに震えた。今でもそう思っている。けれども、知っている通り、お家は今、 大変に再会している。お前の兄もそのために死んだ。図書も腹を切らねばならぬ。いくはさっと青ざめながら大きく見開いた目で図書を見上げた。それだけではない。お前にも死んでもらいたいのだ。どうじゃと、仰せられますると死んでくれるか小育の青ざめた顔は かすかに微えみを刻んでいた。はい。お役に立ちますなれば。お前でなければできぬことだ。万に一つも、生きて帰れぬ仕事だぞ。ことによれば、なぶり殺しにされるかもしれぬ。放せつけくださいませ。小育はいささかも悪びれぬ様子で言った。兄の犬死にを、少しでも取り返すことができますなれば、子育の命一つ、 たとえ、なぶり殺しに会いましょうとも、決して糸居はいたしませぬ。よし、もらうぞ。いいざま。図書は左手を伸ばして、ムズと小菊の肩をつかみ、右手に小刀を抜いて、ぐっと紫へ突きつけた。不意のことだ。さすがにはっと呼吸を詰めたが、すぐに小菊は目を閉じ、刃の光へ、静かに胸を突きつけるようにした。図書は、 鋭くその表を見つめていたが、覚悟のほど見えたぞ。そう言って刃を収め。さすがに幾の城の妹だ。その身体なれば必ずお役に立つであろう。司祭を申し聞かせる。遅行を寄れ。と、座を直し。金次郎、原八を呼べ。と、次の前へ命じた。 二。お呼びでございますか玄八郎は入ってきたが、小菊のいるのを見て、ちょっと名ごついた。こをよれ。図書は静かに招いて。玄八、これからわしが小菊に申し聞かせること、よう聞いておけ。小菊、その方は、今宵のうちに、不条文より抜け出し。 日本橋巻町の山戸屋八兵衛と申す太物省の住まいの方を訪ねるのだ。日本橋巻町、山戸屋という太物省でございますか店でなく、住まいの方へ参って、梅の隠居から来たと申せ。その店の主人は、その方を麻布のお屋敷へ、奥付けの女中として住み込ませるであろう。それからが、その方の務めじゃ。小育は可憐な瞳を、 大胆に光らせながら、反語も聞き逃すまいと息を詰めている。図書は潜めた声に力を込めつつ、実は、当お家重大の宝物、低雲皮膚が盗み出されたのだ。え、それでは、昨夜のくせ者、と、玄八郎が乗り出す。内密にしてあったが、実はそうだ。司祭は語るまでもあるまい。悲観は、麻布のお手に渡ったか、あるいは間もなく、 渡るにそういない。そのことの有無を探り出してくるのだ。おじゆえ、それはあまり大役にすぎまする。かような大事をこの、いいえ、わたくし、いたしまする。ご育は、きっと遮った。お家のため、また無念に死んだありのため、必ず、必ずお役を務めまする。よう言った。図書は頷いて、麻布の奥向きへ入って、 この仕事を務める者は、その方を置いて他にないのだ。玄八、これがその方にできるかは、それは、出来まい。その方には別に仕事がある。濃いく、もし守備よく探し出した場合には、その趣をしたためて、ヤマトの者が容疑期に参った説、ちりの間へ入れてよこせ。ヤマトが、あとは取り計らう手はずになっておる。はい、ようわかりました。 そこで、玄八。お前は山戸屋から、小育の書面を受け取ったら、いかなる手段を持ってしてもよい。悲観を奪い返して、宝庫へ収めるのだ。良いか、手段は選ばぬ。下両、どのようなことをしても、取り返すのだぞ。承知つかまつりました。では、両名とも、下がってよい。おじうえ。玄八郎は、小育の猿のを見送ってから、 一膝進んでいった。お叱るをこうむるかもしれませんが、伺います。おじうえには、お腹を遊ばすということでございますが、それは事実でございますかさようなことは、その方の知った儀ではない。しかし、いかなる死災にてご自害なさるか、現八、ぜひとも、承知いたしたいと存じます。それは申さずとも、やがてわかる。では、ございましょうが、ぜひ、ぐどい。 かようじゃ、下がれ。叱りつけるように言ったが、後々のことは、詳しくしたためておいた。ことによると、これでその方とも会えぬかもしれぬ。その方は、生来短気者で、ややもすると、つまらぬ失敗をしてかすぞ。交互は、くれぐれも注意して、ことにあたって、謝らぬよう、中勤を励んでくれ。はい。わしの亡き後は、何事も、 細谷玄十郎に諮って、お家万代の策をはかるのだ。遺書を熟読して、わしの意志を謝るのようにせい。それから、小育には先に申し聞かせておいたが、この度のことが無事に落着したら、その方、小育を目取ってやれ。あの娘は、その方の嫁として、恥ずかしからぬものじゃ。わしが申しつけるぞ。はい。では、下がるがよい。 原八郎は大きな目をいっぱいに見開きながら、おじの顔と目を見上げていたが、やがて滑るように部屋を出ていった。図書はその足音の聞こえなるのを待って、検事郎、細谷に出るといえ、と命じた。三。きや図書が籠で出ていってから一時余り経って、思いもかけぬ警報が、 一つ柳家、上屋敷にもたらされた。藩州直置、三勤の行列、箱根に到着。三日間保養の上、出発すべし。という使者が到着したのだ。細谷玄十郎は驚愕した。安田酔い門と小森道之進の両名を、行列阻止のため差し立ててから十日。今あたりは、二人からいずれとも、通知のある頃と思っていたところである。 呂右衛門ほどの者が、ことを謝るはずはない。どうしたことだ。さすがの玄十郎もラ乱した。ご出歩になれば、同時にお家断絶の仰せ下されに及ぶ。そうとすれば、図書の切腹も、全くの命にだ。牧や図書は、密坊駅の罪を一身に来て、若年より河村一五の神のもとへ嫉妬。一見書類を提示し、そこで切腹するつもりで出て行ったのである。 もっともこれは、河口と打ち合わせの上のことで、河村いちごの神邸へ行く前に、本郷の歌集屋敷へ立ち寄り、さらに万全の手はずを定めてから行く予定になっていた。一応、乙女申さねばなるまい。そう思った玄十郎は、すぐ斎藤玄八郎を呼んで、河邸へ図書を追うように命じた。ただいま、お上の行列が箱根を越えましたゆえ、 一応お立ち帰りよ、と申し上げてくだされ。歌集家におりますか玄十郎の様子、尋常ならずと見て、玄八郎は即座に立ちながら聞いた。おられるはずと思うが、もしすでにお立ちになれば、筋飼い橋の河村一号の神方へお回りください。しかし、河村邸お入り遊ばした後では間に合いません。心得ました。玄八郎は走るように去った。 それを見送った玄十郎は、神奈川へ入る前に行列を食い止めれば、まだ何とか方法が立つかもしれぬと思い、すぐ祖父江金次郎に早打ちを命じようとしたが、その時初めて、そうか、と鋭く思い当たった。安田、小森は討ち取られた。幾の城と和馬が今度で暗殺されたように、彼ら二人も途中でやられたのだ。これはいかん。 うかつにことを運んでもダメだ。藤田も安田も、家中屈指の達者であった。それが両方とも、むざむざ切り死にをしたとすると、並々のものではあるまい。祖父江一人では、とても役目を果たすことはできる。しかし、いたずらに時を移すわけにはいかなかった。そこで、祖父へ金次郎の他に三名。並木伝子と、河原一作、大谷武兵。以上四人を呼んで胸を含め、 いずれも馬で出発させた。祖父へ、玄十郎は別れに望んで行った。途中で死角に襲われるぞ。覚悟しています。藤田を切った同じ手が安田与い門と小森を切っている。おそらく気候をも狙うであろうが、できるだけ相手になるな。どんなことがあっても切り抜けるのだ。承知つかまつりました。急いで行け。四人は身ごしらい十分に。 いずれも馬女。決死の息をビューに、西へ向かって発した。4。いよいよやりますかそれでなく、おいたまもうしても、早くない年ですからな。図書の顔は明るかった。年齢のことを言われると、それがしなども少々くすぐったくなるが、薪ど殿は達であったかのう。いや、見でござるよ。 すると、六十三歳。それがしより、五歳の弟じゃ。村井幸恵は、恐ろしくシワの多い顔を、くしゃくしゃに笑い崩した。今度の事件にあたり、川家にあって、もっぱら前後処置を取り仕切っている幸恵は、百万石の江戸屋敷に辞席画廊として活躍する人物。彼の母、長瀬は、文語の紙に除されたほどの家柄であった。 普通なら、これから若い女の二三人も抱えて、小山に楽隠居というところだがの。はははは。ごれんは有名な風流人じゃし、酒も芸語ともなるからそういう楽しみもござろうが、手前は部活者で、酒はたしなまず、糸道もなく、女房の他には、とんと女の肌も知らぬという、実に馬鹿げた方じゃで、そんなしゃれたことはとてもダメでござるよ。 嘘をつかし合い。雪絵は五本五本と咳いったが、他の者のなら知らず、この雪絵の前でそれは通りませんぞ。とは何かありますかあるのないの段ではない。現にそれがしがその被害人じゃ。それは聞きたいものですな。工事町の京のじゃ。京の。へっ、ひひひひ。妙な笑い声である。 そう、知らばくれてもいかん。だなののがっていたころじゃで、さよう。もう二十年。いや、二十五年も前かのう。恐ろしく古いことを。こちらは恨み骨髄に徹しているで、三十年が五十年たとうと忘れはせぬて。あの当時は、ちょうどそれがしもょくにいたし、地と不平のこともあったで、かんに隠れ遊びをしたもんじゃが。かがの、 通様と言われての。へっへっへっへ、それをご存知か誰にも知れぬと思っておられたら、大層な残りで、おそらく。いやいや、話を脇へ持って行っては困る。何しろ記念は、すぐメイドへ旅立つ神社。ここで恨みを言わぬことには、恨みの持ち腐れということになる。そこでそのだのじゃが、あの頃、そうじゃ、忘れもせぬ。 みゆきという女がおった。ご存知じゃろみゆき。図書は苦笑して。さあ、どうありましたろう。この後に及んでそれは卑怯というものじゃ。島原のみゆき大王にあやかってみゆき。確か、十八であったよ。ははは。は。よう覚えていられること。忘れてどうなる。二十五年経っても恨みの残る相手じゃ。何しろこちらは首ったけ。 外分どころか自分を投げてもと、できる限りの無理をして通ったが、どうしたものか、一家な運と言いおらぬ。大層なご囚心で、ところが、運と言わぬわけが、やがて分かった。五。いくらこちらが伸ばせても、ダメなはず。そのみゆきが命までもと打ち込んでいる客があった。それが分かった時の失望落胆ときたら、 今思い出しても切ないくらい。どんな過報者がこの美人の心を捉えたかと探ってみると、四国最上家の江戸家老で、分知りと評判の薪屋港。ははは、これは恐れ入った。恐れ入ったも虫がよい。見るとさほどの美男でもなし、格好も野暮、遊びも地味の一点張り。いや、どこが良くてこんな男にと。 こちらは思いの叶わぬ意志も手伝って、当分は夜も眠れぬ悔しさ。今思っても、実に遺恨骨髄に徹したものじゃった。ははは、これはどうも。一刻の後には切腹すべき人とも思えず、図書は心から明るく笑った。時に、雪絵は皺だらけの顔をなれて、今どの和歌はどういらっしゃるか。 稲葉公とのご縁組を、交通合に運んでおられるかことが、かように切迫してまいっては、その方の処置をつける痛まも,もなく、すべて工事に託しましたが、拙者の公認には、国ろの井口勘也門を推挙しましたゆえ、万事、この者が働くでございましょう。ま、統計おみにおいても、陰ながら、お力になろうとのことゆえ、 この場さえ無事に切り抜けられたら何とでもなろうが。大事の場合に起伝を失うことは、最上家にとっても損失じゃし、起伝も心残りの多いことでござろう。拙者は死にどころを得て、面目もござるが、この必死の場合を果たして後の者がうまく切り抜けるかどうか、それを思うといささか。若侍が執行してきて、申し上げます。 平服しながら言った。おかには、これ、おわたり遊ばされるおもむきにござります。六。海外貿易の事業について、川家とは、7年以来、密接な関係にあったが、未だかつて、前田公に免疫した例はなかった。もっとも前田家は、木、美、水、三審判と、同等の覚を許され、 こうひごこうの最うで、十三みの自うであったから、最上五万くの剣つとはまるで桁違い。図書などが、そう容易に会うことはできなかったのである。お当たり。と聞いて、だから図書は、少なからず驚いた。急いで席を下がる。村う氏、それはあまり恐れ多い。越をわるなれば、で殿へしこをつかまつりましょう。いや、そのままそのまま。 雪絵は手を振って、表だっては面倒というおぼし飯しでござろう。前から一度、会おうと仰せられてあった。あまり敷きめかさぬよう。言っているところへ、配当を捧げた古生一名を連れただけで、前田綱則が足早に入ってきた。綱則はその時22歳。お長の美男子で、背丈は割に低く、やや目尻の下がった目が、 児童のように純真な色と不正室の人格が表す威力を称えている。綱なのりは前だけ類代随一の A 君というだけでなく、個人としても軍を抜いた人血で、帰国気味、永年瞬発、外然として政権の境に志しあり、これ国家の福なり。と、出春水をして単をせしめ、また木下順安も、ウリンコ 特旗早くなり、絵を四方に発す。と言って、またかの、室久層はその受信であるが、後年、将軍吉宗の問いに答えて、近代博学の諸行、三つ國教、星名正行君、池田三政君のごとき、その他多くありといえども、皆もって、将軍校にしかず、と、言っているほどだった。きや図書であるな。 座につくとすぐ、綱塗りは、陰の深い、静かな声で言った。この度の骨より、察しているぞ。恐れ入り立てまつる。図書は平復したまま。思いがけざるしえつ図書、身に取りましてありがたく、面目至極にござります。工事は、世においても尽力するであろう。心安く、生涯せよ。母。これを取らす。地孔。 綱なりは、大していた担当を取って差し出した。許す。遅行。恐れながら。図書はわずかに表を上げて、ご老職まで申し上げます。片形芸能は存じまするが、図書目はこれより、得句の場へ参る心情。廃量のお品を汚し立てますっては、申し訳なく。直答でよい。と、綱なりは微笑して、遠慮に及ばぬ。 これで複製。はシアバラは切りにくいというではないか。愛用の安となじゃ、切れるぞ。見上げる図書の目に、綱なのりの、かんかつな笑顔が映った。ちょうだい、すくもつりまする。図書は、静かに執行した。七。その反日が、西条一つ柳家にとって、 崩壊の凄まじい断面であった。図書から託されていた最も重大な二つの件。すなわち、主君直樹の江戸入りを阻止することと、廃人同様になっている新太郎直人氏に代わって、警視に直すべき、秀松君を屋敷へ迎えること。この二件が、まず手違いになった。秀松というのは直樹の子で、新太郎とは、 創ー,ージの弟に当たっていたが、当時の創ー,ージを意む風潮から出生と同時に身分を隠し、家臣の島中在門というものに預けたのである。この事実は主君直木と図書、中在門、その他老臣二人の間で厳備に行われ、中在門は主家を退身して養育に当たった。かくて今度の事件に当たり、その秀松君を、 正式に迎えることになったのだが、当の中在門は申し付けをかしこまっていったまま、用として消息を絶ってしまったのである。島の過人に尋ねたが、家を出たまま帰らぬということであった。そこで手の及ぶ限り捜索したが、ついにその行方は知れずに来た。しかもその日になって、中在門は、 浅草花川戸のほとりにおいて殺害されていた。という報告があった。犯人は愛知れず、金数200両、所持のままなので、俗の仕業でないことは確かである。仮埋葬にしてあったカバネは受け取ってきた。この報告があるのとほとんど入れ違いに、図書の後を追わせた原八郎が帰ってきた。蒼白になった顔色は、 間に合わなかったことを語っていた。ダメでしたか。玄十郎は咳込んで聞いた。ダメでした。玄八郎はどっかと座して。残念ですが、本当の一足違いでした。飼うことも願ったのですが、許されませんでした。もう一足、ほんの一足で。玄八郎の大きな目玉へ、ふっと涙が湧き出してきた。 重在門が死し、図書が死んでは、もう、秀松君のありかを突き止める手がかりがない。少なくとも、即座に探し出すことは不可能である。しかし今、それを考えている糸間はなかった。お疲れのところをすまぬが、と、玄十郎は形を改めて。か将の行列を止め申すため、祖父へと他に三名、早打ちを持って差し使わしたが、例の四角の手が案全られます。直に、 あとを追っていただきたいのだが、承知つかまつりました。お乗り換えを引かせましょう。そう言っているところへ、殿より、早打ちの御使者にござります。と、若侍が知らせてきた。玄十郎は、さっと色を変えて、斎藤氏一緒に参られ、と、立つ。そのまま走って出ると、中五将、種田清馬という者が、玄関の敷台に、ほとんど規則延々と、崩れていた。 ごっしゃ、ご工場を受けたまわろう。玄十郎が声を励まして言うと。は清間はかろうじて身を起こし。お上には、藤沢の駅に御着と同時に、幕府より御上司を受けさせられ。何幕府の長子。おぼしめされること、これあり。行列は飾り道具を伏せ、謹慎の上、急ぎ出布すべしと。しまった。 玄十郎は、袴を掴んで埋めいた。最上、五万石の家が、今、完全に崩壊する様を、ありありと、目に見るようだった。町の風文。一。えい押してくる呼吸と、第一の掛け声を聞いただけで、これも違う。と、エーザブロウには見当がついた。 相手は冗談に構え、むき出すような目玉で睨みつけながら、すり足に間を縮めてくる。呼吸の頭を押さえ、押さえ、隙も与えず詰めている気らしい。大した先生だ。エーザブローはおかしくなった。あれでアウンを押しているつもりだから恐ろしい。そのくせまるで自分の方は開けっぱなしだ。冗談の構えは、そのまま逆道へ切り返してくることを、 馬鹿のように明白に語っている。これだけ腕の違う相手が分からず、こちらが線を預けているのを勘違いして、自分の方がしまさっている木だから滑稽だ。こんなのが剣術師なんで、道場を張っていけるとは、江戸も広大なものだ。のんきにそんなことを考えているとは知らない相手は、ますますのしかかるような調子で。えい、えい、と、詰めている。 少し、からかってやろうか。映ザブローは、ひょいと木剣の先を右へ反らした。呼吸の急所をついていたから相手は、閉めたと、打ち下ろそうとする。途端に小手を右へ引いた。目に見えるほどの変化だったが、段違いの腕で、相手はぐっと出花を抑えられた。ようだな。という顔色である。同じことを三度まで繰り返すうち、 相手の小みたいに、べっとり汗油が浮いてきた。押しているつもりの呼吸が、いつか低い木だけになって、むき出した目玉の瞳が狂い始めた。もうよがろう。栄三郎は、にやり微笑すると、呼吸を抜きながら、ついとけ剣を一文字に突き出した。相手は無我夢中で、やあと、踏み込みざま打ち下ろす。それより早く、栄三郎はけ剣を放り出して、 まいったと、二三軒飛び下がった。相手はスカを食らって、打ち込んだ体勢のまま、ダダダッと、激しくたたらを踏んでかろうじて立ち直ったが、どうして勝負がついたかわからない。ともかく、自分が相手の勃券を叩き落としたと思ったらしい。いや、いや、失礼。はあはあ、肩で息をつきながら、生きがんだような声でえしゃくをした。 おそらく、心臓が破裂しそうだったろう。ご教授、ありがとうございました。映像室は、手早くたすき、汗止めをとって、これにてごめん。いや、その、なんでござる酒でも飲んでいけというのであろう。呼吸が苦しいから言葉が出ない。道場の隅に見ていた十四五人の門弟たちは、妙な勝負だと思って小首をかしげていた。映像室は、 挨拶をそこそこに道場を出た。すると玄関外、柳の木陰から、へまた負けたのかいと、三吉が飛び出してきた。二<に>、なんだ三吉。映像ブロは苦い顔をして、貴様まだついてきたのが、ついてきたぞおとぼどう何が頭だ三吉はおでこで愛嬌のある顔 このまい気にしゃくりながら。いくらね先生がいくらおいらをまごうたって、そいつはとても無駄らんじのおしょうだぜ。おいらは形こそ小粒だが、ましらと異名をとったワニーさんだ。夕顔の姉子の身内でも、素早い方じゃ一と言って二とくだらねえ。コートをにあんだら、イらテンが竜に乗って逃げようと、鉄砲玉が稲妻と駆け落ちをしようと逃がすこっちゃあねえのだ。呆れ、はあ、た小僧だ。エーサブローは、思わず苦笑して、 三吉、お前、年はいくつだ短歌を切られて年を聞くなんて、先生もよっぽどカンダラの干物だね。カンダラの干物とは何のことだひん、<laughs> 自分をそじられて江戸を頼みはせわはねえ。報酬的のおのぼりさんというしゃれさ。恐ろしく口の達者や奴だ。どのともそうおっしゃいやす。これがとって十五のお兄さんとは思えねえって。ひん、こっちは世間が馬鹿に見えてしようがねえ。勝手にしろ。 こっては鬼門、効果は裏鬼門。大黒柱が懇人に当たってや、一家は死にたいて世話はねえ。おまけに今年は三月がうるうだから、天下騒乱の兆しやりときた。うるさい。黙って歩け。と思って来るければなんだろ。う。こいつはとんだ謎謎の剣大だ。一つ物にして横丁の隠居をあっと反らせてやんべえ。エーザブロは腐った。それだから貴様を連れて歩くのは嫌だというのだ。のべつまくなしで止めとかない。 いろ、往来の者が振り返っていくぞ。往来が振り返るな、おいらのせいじゃねえ。じゃあ、誰のせいだ。江戸一番の色男、若様英三部のお通りだもの。振り返らねえ方がよっぽど不思議だ。と、言われりゃ、これで悪い気持ちはしねえやつさ。殴るぞ。あ、それで思い出した。三吉、ひょいと片足上げて。おいらは実に呆れているんだが、個人はうめえことを切破してやすね、先生。 色男、金と力はなかりけりって。噂によると先生は、一連流の山の道場で、市販を任す腕だったそうだが、聞くと見るとは大きな違いだ。あのだらしのねえことはどうです行く先々で参った参った。おでこをピシャピシャ叩きながら、さも軽蔑に耐えぬという表情である。け犬が、ポーンともピンとも言わねえうちに、立ったかと思うとすぐ参った、それ参った、やれ参った。 三州から漫才でも来たように、やたらべたら参った、それ参っただ。十七件残らず参ってやつぜ。勘定していたのが、年代金乗せても引けは取らねえ。全体どれだけ負けるつもりなのか、大きに今日を催しているところだから、どんなことをしたって付け回さずに会おかねえ。こっちは差し当たり黒星の蝶付けという格式だ。三。大体。 三吉は下り顔に。負けてばかりいるのに、こうやって毎日道場回りをする気持ちがわからねえ。剣術の修行なら、どこかいい先生どもを見つけて、腰を入れてやらなければ、とても上達しなかろう。余計なお世話だ。何余計なものか。羽子の心配していることも知らねえで。おち代が何を心配する何よって、心配だらけじゃねえか。鳥越に来てっからもう二月。 近所の女子供が死中傷の目でつけまし上がるだけでも、羽根ごとしちゃ苦労の種だ。まぜたことを言うな。そう恥ずかしがるには及ばねえ。まずそれが第一として、第二は身の振り方だ。先生はあだ名通りののんびりやで、お大名の若様みてえにおっとり構えているが、羽根ごとしてみや、それだけの男を、いつまで居候にしておくのは気の毒だ。居候とは何だ。居候とは居候さ。 拙者ただいまこの家のかかりうどに居候ってんな。一口に言えば厄介者のことよ。ふっふっふっふ。居候か。うまくいったな、三吉。ホイラーを褒めたってしようがね。こりゃ二年ばっかりマイクからの入り言葉だぜ。そいつを知らねえと先生もよっぽど。ガンダルの日のか話がはぐれらそこでなんとか早く身の振り方をつけてあげて、それには先方から、やいのやいのと持ちかけている丸持ち飽きんど。 丸友の家へ養子に入れようってのが姉子の魂胆だ。ところが先生と来たら、五十万両って死んだようなんと思っているか。点で花も引っ掛けねえ。それじゃあと言って、自分で身の掘り方を観光する風もねえ。毎日朝酒と寝酒で贅沢三昧。あとはつまらねえ土壌周りだ。これじゃあ姉子が心配するのも当たり前だろう。うん。そういうことになるか。感心しちゃいけませんぜ。いや、もっともだ。 そう言われてみれば、いつまでもお千代の世話になっている義理はないな。そこに気づかなかったのは愚鈍だ。冗談じゃねえ。三吉は慌てて。ほいらそんなことを言ってるんじゃねえぜ。五人や八人居候がいたって、うちの姉子はそれを迷惑に思うようなケチな人じゃねえのだ。ことに先生なら願ってもいてもらえてえだろう。そいつは正真正銘のところだ。まあ、少し黙れ三吉。ええ三郎は、 ふと目を細めた。三吉の言う通り、いかにものんびり育ってきた彼は、月神寺が焼けてから、そのまま鳥越のお中の世話になっていたが、それを格別のこととも思わずに過ごしてきた。お尚もいず、手箱も消防し、中座も死んだ今となっては、自分の素性を知るよしもなく、一介の老人として世間へ放り出されたも同様である。ただ、 この二月あまりは、例のかすれ声の巨漢を探すことだけで頭がいっぱいだった。今度で会い、高縄の海岸であった。そして、中座の壁を見たとき、あのひばらの一頭の凄まじい切り口を見た刹那、わけもなく、これもあいつだ、と直感した。理由はわからぬが、その刹那の感じは揺るぎのない印象で、日が経てば経つほど、 動かしがたいものになっていた。全く理由はなかった。しかし、今とのことにしろ、高輪の剣にしろ、または、中座の死にしろ、何かしら、自分に関わりのあることではないか。そういう気持ちが、だんだん強くなってくるのである。そして、エーサブロウの思ったのは、まず、しゃがれ声を突き止めてやろう。ということであった。しかとはわからなかったが、 巨層言動から察しで、藩士ではなく、明らかに武芸者だ。映像部老の道場周りは、そのためであった。四。江戸は広い。しかも武術全盛の時代だから、町道場は星の数ほどもある。しかし、こちらはもって生まれたのんきさで、片っ端から当たって歩き出した。もし、中座を切ったのがあいつなら、 ことによると、映ザブローの素性も知っているかもしれない。そうであれば幸いだし、そうでなかったにしても、今度と高輪の前後二度、ミスミス眼前で見殺しにした、あの見知らぬ男たちへの申し訳もある。必ず探し出して、仕返しをしてやらなければならぬ。こうして六十四日、そろそろ桜も咲こうという世間をよそに、今日まで道場周りを続けてきたが、 その間、寝起きの世話から日日の小遣い、頭からつま先まで落ちよの厄介になっていた。だいたい今まで人間が生きていくということについて格別考える必要のなかったエーザブロは、鳥越へ移ってからも月神寺にいる時と同様そうしていることが他人に厄介をかけることだ、などとは思いもしなかった。三吉がもしその時、 居候という入り言葉を口にしなかったら、おそらく、いつまでも気づかなかったにそういない。まさに、ぐどんだ。エーザブロは、いささか参った。お千代には大蔵前で、羽織を借りたうんこそあれ、こんな世話をかける理屈はない。どうも、これは、おしょうのしつけ方が悪かったな。ひそかに苦笑するのを、さっきから気づかしそうに見ていた三吉が、 ねえ、先生。おいらの言ったことは、切り触ったんじゃねえかしら。居候だなんて、とんでもないことを言ったけど、あれは、おいらのシャレなんだぜ。先生なら何を言っても大丈夫だと思うから言ったんだ。もし、こんなことを姉子に知れると、おいら、今日からお笑い箱だ。バカだな、三吉。エーザブローは、少年の頭を撫でて。たとえ口を横に下がれたって、貴様などを引き合いに出すエーザブではない。だが、 良いことを言ってくれたよ。気になるな。良い,いことって何ですか貴様の言った通り。と、エザブローは笑いながら。江戸一番の男が女立ての厄介者になっている理屈はない。今日までそれに気のつかなかったのは大抜かりだ。そ、それがいけねえんだ。三吉は老狽して。そんなことを言って、もし先生があのうちを出るようなことにでもなったら、おいら姉子に合わせる顔がねえ。うん。 ううん。たとえ、先生が言わねえだって、おいらのおしゃべりなこと姉子がご存知だ。きっとバレるにげえねえ。そんなこと余計な心配だ。余計じゃあねえ。姉子が感づかねえまでも、第一、おいらが喋っちまわう。黙っていればよかろう。それがそうはいかねえ。こいつは、黙っていなくちゃいけねえとなると、帰って喋りたくなるんだから不思議だ。我ながら、この下には、愛想を尽かしているんだから。よしよし。 英三郎は笑って。もし本当に鳥越を追い出されたら、英三郎のところへ来い。俺が貴様の面倒を見てやるぞ。えじゃあ、先生が古文にしてくれるか古文ということはないが、引き取ってやる。閉めた飛び上がった拍子に、脇を通りかかった三人連れの武士の一人へ、三吉がと突き当たる。無礼者というと、身をひねって、相手は三吉の体を、 二三弦先へ突き転がした。五一手。すんのめって転倒した時、き、したたか右の肘を打った三吉。羽を着てみると、広く肘がすりむけていた。やい、サンピン。丸い目玉をギラギラ光らせて、何の恨みがあってこんなことをしやがるのだ。てめえっちの国のあぜちなら知らねえこと。将軍家お膝元はご繁盛だ。往来中で、 ちっとやそっとぶつかり合ったからって、そりゃあ多芸のお愛嬌というものだぞ。さあ、なんでこんなことをしやがった夕顔を千代の身内で、真っ白の三吉といや、ちっとは顔を知られたお兄さんだ。大事な体に傷をつけられちゃ、仲間に対しても貫けがならねえ。この始末をどうつけるんだほう、恐ろしく口の悪小僧だな。相手の武士は、これも素晴らしく大きな目玉を、ぐいと剥き出しながら言った。 貴様の粗相で貴様が転び、自分で傷をつけたのではないか。始末をどうしようと、こちらの知ったことではない。つまらぬことを言うと、もっと痛い目に遭うぞ。本もしれ。三吉は、ぐいと片腕をまくった。人を突き飛ばして怪我をさせた上、もっと痛い目を見せるなんてちょぼいちは、今聞くのが初めてだ。高額のために見せてもらおう。そう、痛みとはどうすんのだ。切るのか突くのか、土俵があったらやってみてくれ。 斎藤よせよせ連れの一人が声をかけた。ヤクザにかかると、うるさいぞ。なに、こんなこぞ、口から出まかせの江戸っ子ぶりが憎い。来れひっとらえようとする。くそ、くらえすわべのように身を翻した三吉。わさびおろしのような面をしやがって、江戸っ子ぶりが憎いも聞いてあきれら。声おけを担ぐようなへっぴり腰で、マシラの三吉が捕まったらおなぐさみだ。 まあ見やがれ。おのれ。本当に怒ったらしい。いきなり小塚を抜いて振り上げた。少年と思って加減をしていれば、図によっては構う群、うん。ちょっとでも動いてみろ。この小塚が首の根を縫うぞ。何をと言ったが、相手の鋭い身構えに、さすがのいたずら小僧も足がすくんで動けない。せ、先生と悲鳴を上げた。 にやにや苦笑しながら見ていたエーザブローは、静かに近寄ってきて、失礼ながら行為を得る。拙者はこの少年の連れでござるが、ご覧の通りの悪垂れこそ。もはや懲りた様子でござれば、この辺でお許しくだされい。寄連れか。相手は、馬のような歯を剥き出し、さっきから貴様の出るのを待っていたと言わんばかりに、ぐいとエーザブローの方へ向き直った。連れとあれば、 戦国からの悪行像言を聞いていよう。たとえ浪人したりとて、拙者も武士。各往来中で恥ずかしめられては、一文が空いたたん。小僧に代わって聞こう。わびをせい。まあ、そう堅苦しいことを言うな。無礼者、その挨拶は何だ六。ひどいご立腹だな。エザブローは微笑したまま。 少年も確かに悪い。しかし、気候の仕方も大人げないぞ。天下の往来を通れば、袖すり合うくらいは当然のことだ。ことに相手は高の知れた悪垂れこぞ。一言叱っても済むものを突き転がして怪我をさせるとは、失礼ながら、武士の心へとも思われる。まあ、良い加減にして、行かれたらどうだ。ふん、これは喋っているぞ。相手は大目玉を向いた。 気候のような美男子から、武士の心得を尖られるとは面目だ。ことのついでに、とっくりとご教授に預かろう。斎藤氏、原八、行かんぞ。連れの者が止めにかかるの。止めるな、祖父こいつ、面は生白いが、少しは心得があるらしい。久しぶりで、腕の夜泣きを沈めてくれる。来い。すぐ向こうに空き地がある。あそこでやろう。よかろう。 エーザブロウは頷いて。無難に済まそうと思ったのだが、そう挑まれちゃあ仕方がねえ。大人げないが、いかにも武士の心得を教えてやろう。体言は後で聞く。来い。大股にやる気出した。自分のことからとんだ騒ぎになって、三吉はすっかり老いした。先生、先生。それを引いて心配そうに囁く。よしておくんなさい。 相手は向こう水の田舎侍ですぜ。もし先生に怪我でもあったら、ほいら跳ね子から、お払い爆かははは。<laughs> 久しい分だ。エザブロは、懐でのまま笑って。大丈夫だ。心配するな。おめえ、エザブの負けっぷりを知ってるだろう。危なくなりゃ、参ったと言えばいいんだ。その方なら一流だぞ。それでも向こうは怒ってるから。参ったくれいじゃ承知しませんぜ。ねえ、先生、今のうちに。 ドローンを決めておくんなさいな。参考も江戸っ子だろう。そんなケジの真似をすると、流すたるぜ。だって、先生は切られちまう。まあ、見ていろ。真剣勝負の負けっぷりを見るのも一興だ。笑ってエーザブローは歩みを早めた。五引町五丁目から築地の方へ向かって行った。右手に、うねめがはらという荒れ地がある。後年そこは馬場になって、周囲には芝居や浄瑠璃。 見世物などで繁盛を極めたが、その頃はまだ真ん中に年中水の湧き出る沼地があり、一面に枯れ足の生えた凸凹の腹だった。先に立っていった三人は腹の中ほどで足場を決めると、例の浪人は早くも大剣の鞘を払って待ち構えた。よ、支度が早いな。エーザブロウはゆっくり近寄りながら。それでは始めるか、そこにいるご両人。 助立ちをするか、海いいか。聞くまでもない、拙者一人だ。いさましいな。エーザブローは、間合い三軒ほどで足を止め。では、まず、作法の方の第一、名乗りから教えよう。俺は、老人、おとがいエーザブロー拙者は、斎藤玄八郎。海いいの手前は、祖父江金次郎。同じく、並木伝言。エーザブローは、うなずくと、悠々として作業を外し、 まず、たすきをかけ、汗止めをし、ながしの裾を、鹿と帯へ挟んだ。は早の原ろうはイライラして、へえ、早くせぬかせくなせくな。大敵を恐らず、小敵をあなどらず。これ、心への第二だ。どっこいしょう。七。エいザブロうは、大剣を抜いて二歩進んだ。 三吉は四五軒離れて、少し土の盛り上がったところに立ち、ガタガタ震えながら、足の枯れ葉をむしっては、夢中で噛んでいた。二人は暗い鳥をした。エーザブローは冗談、切っ先を立てて構えた。一電流で、巨の千眼というやつ。三段の変化を含んだ八方破れの型で、敵がどう切り込んできても、その線を取って出られる構えだ。 相手の斎藤玄八郎は西岸小手をやや左へ外して構えた。海蔵役と名乗った祖父江金次郎と並木伝吾は二人の中央に立って息を凝らしながら見守っている。玄八郎はすぐに、俺の勝ちだと思った。西岸の剣をややすり上げつつ、さっと剣線を伸ばす。えい気合とともに切迫して冗談から逆動へ。 しかし、エーザブローはふんわりと右へ、鋭い切っ先をわずかに避けたままである。玄八郎は、とっさに体を引いて、おやと思った。あまりに手応えがない。だいたい西岸から、いきなり逆道へ切り返す一手は、玄八郎が得意のもので、その動きの花は、真っ向をつく気配を含んでいるから、大抵の相手は受けきれない。たとえまた受けたとしても、 こちらの体が開けっぱなしであるから必ず面を狙って打ち下ろしてくる。それこそこちらの思う壺で右へかわしながらけさがけに切って取れるのだ。ところが、エーザブロはこの両方の罠を見事に跳ねつけた。こいつはできるぞ。請級のゲンパチロも相手の並々ならぬ腕にようやく気がついた。反対にエーザブロはその書立ちで 相手の腕がわかると同時に、身内へ脈打つような力の充実してくるのを覚えた。こうして真剣を抜いての勝負は初めてであるが、今度と高輪と二度、まざまざと見た死闘の層、その気合、呼吸の機微な駆け引きが、自分のもののように神経へよみがえってくる。よし。心よい力感と共にうなずくと、へい初めて声を放ちながら、 巨の構えから実の構えに、切っ先をずっと上げる。好きだとみたち八郎。えい、おう絶叫しながら、たっとから打ちを入れる、刹那。映像ブローの体が、風のように柔らかく、スルスルと手元へ滑り込んできて。えいというと、打ち下ろした剣が、ぴたり、ち八郎の面上で止まった。瞬く間もない動きだった。 空打ちを入れて下がろうとした玄八郎は、はっと思うと、もう完全一部の隙もなく、切っ先を突きつけられていた。体をひねろうにも、剣を持ち直そうにも、ほとんど動きが取れない。栄三郎の剣戦は、まるで鳥持ちのようにぴったりと、ことに無限の威力を持って、玄八郎の呼吸もゆるさじと密着している。むう玄う八郎は、立ちすくんだ。 八。ほや、三吉。お前帰っていたのかい二階から降りてきたおちやは、店先の隅の方に時んでいる三吉を見つけて。先生もご一緒だろうね。へえ、奥にいらっしゃるのかいへえ、多分そうでしょう。ちらっと上目遣いに盗み見をしながら、妙に体をもぞもぞさせている。三吉おちやは、 何かあったなと感じたので、細い眉をきっとあげた。お前、何か隠しているねええ、そんな、別に何も、隠してなんかいやしませんよ。バカだね。バカだよ、お前は。嘘をつくなら、もっとシャッキリするもんだ。お前の格好は、嘘をついてますと広告しているようなもんじゃないか。何かあったんだね先生が、どうかなすったんだろう。俺は何も知りませんよ。 三吉は、こくりと唾を飲んで。先生なんか、見たこともねえなんだって。それはね、それを後をつけましたよ。八丁堀から小吹町の八巻って道場までは一緒でしたさ。けれども、おいら何にも喋ったわけじゃなし、おとなしく友をしてっただけで、決して何にも変なことを喋りゃあしませんよ。本当なんだから。誰が何を喋ったのさ。何よって、ただ、頭タボだって言ったんだ。何が頭タなのさ。 それだけの男が居候をしているのは惜しいもんだって。姉子が丸友の養子にはめこもったのに、先は五十万両だし、娘は弁天様か、洋匹かって美人だし。何が不足で居候なんぞをしているのかって、しようのないやつだ。お千代は三吉の耳をつまんだ。お前その通り言ったのかいい、いてえ、いてえ。俺はそんなこと喋りゃしねえって言うんだ。 いいから、その先をいいな。お前のおしゃべりぐらいで怒るんじゃあね。それから、先生はどうなツったのさ。それからって、俺は、さ、言うんだよ。い、いてえ、耳が取れだ。取れるのが嫌ならみんな言うんだ。それから先生はどうなツったんだよ。それから、おねめが腹で、果たし合いになっちまった。それだって、オイラのせいじゃねえぜ。あの田舎侍が悪いんだ。何を天下の往来で、オイラがちーっと触ったからって。へえ じれったいね。果たし合いというのはどうしたんだお前の突き当たったのが元で、先生と田舎侍と果たし合いになったというのかい骨を見ていたのかいバカ。そんな無駄を言ってる場合じゃないよ。果たし合いをして、どうなったのさ。まさか先生が負けもなさるまいけれど。けれど、相手は三人だからね。なんぼうな。まあ、三人を相手に果たし合いをするなんて。それからどうしたの相手は三人だけれども。 こっちには、間違いの三吉がついてら。お千代の咳込む気持ちを見抜いたから、三吉は、ぐっと落ち着いてきた。9。おいらの素早いのは、先生もご存知だから気が強いや。さあ、こいってんで抜き合わせた。ねごの前ですかね先生は物じゃいじゃ弱えが、真剣となると、まるで人が違うぜ。刀はこう構えて、始めやがった。 お前に喋らしておいたら、上野の花が葉桜になって実がなっちまうよ。先生は、どうなすったのか、それさえ嫌はいいんだ。どうしたのさ、一体。惜しい白状だが、はじるか。へえ、もう、じれったい。本当に耳をひっちぎってやるから。ようよ,よう、ったら。とうとう首の座に座るが、とてもおもろねえ役だ。三吉、いますよ。何しろ、おいらには、どうなったのかわからないけれども。 あっという間に勝負がついちゃった。相手の田舎様ら夢、参ったって言うと、いきなり先生の方へ進んでって、今日まで、かような名手にあったことがねえって。へん、てめえが負けたもんだからおだてやがって。それからどうでも、いっぱい長登りの酒を飲もうって、四人揃って行っちまった。お前は行かなかったのか。おいらは嫌だから帰ってきた。だってつまらんねえや。酒を飲むんだって言うから。けれども大丈夫だよ。先生はきっと帰ってくるさ。 あんなことを言ったって、先生がどうして一人で暮らしていけるもんか。三吉。は、あ、いけねえ。先生はもう、帰らないとでもおっしゃったんだね。何も、何もおっしゃりはしません。バカ、バカ。ぎゅっと耳をねじあげられた。い、いてえ。いっろだなんて言ったんで、先生のことだから、気ザに思ってもう帰らないつもりになんなすったんに違いない。お前のおしゃべりも、 そこまで行きゃあお釣りが来る。なんてしようのないやつだろう。それで先生は、田舎侍とどこへ行きなすったのさ。おいらは知らねえもの。あとをつけなかったのか。早く帰って知らねえ面をしていようと思うから、やっぺしかけて帰った。それで先生は、もうこのまんま帰らないからとそうおっしゃったんだね。まあ、どうしよう。一足違いでこんなことになるなんて。 お千代は心忙しく立って、三吉、お前達道と一緒に、すぐ引き返して先生を探しておいで。お侍が四人連れで酒といえば、見当はつけやすい。どんなことをしても、探してお連れ申さなくちゃいけないよ。それだってもう、それだも彼らもあるもんか。お前から出たことだから、お前が始末をするのは当然だよ。それこそ、本当のあたぼうさ、さっさと行きな。 小銭を髪へひねって投げ与えると、お千代は足早に二階へ上がっていった。二階の人間。まだ火を入れぬ黄昏の薄暗い部屋の中に、焦然と座っているのは、丸菊屋智右衛門の娘、おつうだった。お待たせして、すみません。お千代はそこへ座りながら。まだエーザブロ様は帰って見えませんの。それで一体、どうなすったというんですか よく訳を話してくださいまし。十。おつうは、どう話したらよいかと思いまどうように、寂しげな表を深く伏せていた。百万長者の一人娘として、世の波風から遠く、おごりを尽くして育てられながら、お通の物腰は、奇妙におずおずとしていたし、その顔立ちには、いつも人の気を兼ねるような、 遠慮がちな寂しさが目立っている。温室に育っても、強草は所詮強草。持って生まれたさがほど悲しきはない。そんなにお話しにくいことでございますかええ、あの、寮を出ていらしたとき、ここへ来ると言ってらっしゃいまして。いいえ。それではさぞ、大騒ぎをなすっていることでしょうね。ここへいらしているということを、 知らせてはいけないんですかお通はそれには答えず。あの、お話申しますから。と、怯えたような目をあげて。どうぞ、あなたのいいように。そりゃあお塩でできることなら、決して悪いようにはいたしませんから。何でもご遠慮なく、すっかりお話しなさいまし。詳しいことは、私にも、よくはわからないのですけれど、うちのお出入り屋敷に、 一つ柳剣持というお大名がありますの。この間、お取りつぶしになった。ええ、あの西条様。うちでは何十年となくお出入りをしているそうですが、そのお屋敷から時々お見えになる御用人で、藤巻右京という方がございますの。西条家が今度お取りつぶしになったについて、その右京という人は西条家の分家にあたる、 アザブの一つ柳家へ移ったとのことですが、その方がこの頃よく家へ見え、寮の方へもたびたびいらっしゃるんですの。お通は息をついで。はたし、虫がすかないというのでしょうか。その方のお顔を見ると、ぞっとするほど嫌なんですけれど、父は、酒のお相手やお茶ごとの接待に、いつも私に出ろと言います。今まで私が嫌といえば、 決して敷いたことのない父ですのに、どうしたわけか、今度は何と言っても許してくれません。おかしいじゃございませんか。西条様がご会役になってしまえば、そんなに右京とか言う人を大事にする必要もござんすまいに。私も、そう思うんですけど。それで、そのうちに右京という人が、私を麻布の御殿へ屋女中にあげるようにと言い出しました。 父と右京という人が話しているのを陰で聞いたのですけれど、断るだろうと思っていた父がどうしたわけか承知してしまったんです。まあ、あなたを今さらどうしてまたそんな何か訳があると思います。父にとって苦しい事情があるのだと思います。その後で父は私に御殿へ上がるように申しました。私は父の様子が あんまり辛そうだったので、つい、ええと言ってしまいました。でも、嫌なんですの。御殿へ上がると言っても、それから後が、どうなるか知れませんから。よくあるやつですわ。お千代は頷いて言った。腹黒い家来が、美しい娘さんを、殿様のおそばへ進めて、うまくご機嫌を取り結ぶというてなるほど。 あなたのご心配も通りですね。それで、寮を出ていらっしゃったんですのね。十一。もうすっかり支度もでき、明日の朝はいよいよ御殿へ上がるとのこと。ヒュ寮へ父が来まして、お前がおとなしく行ってさえくれれば、丸友の家も無事に住むから、どうか辛抱してくれ、そう申されましたの。もし嫌だを通すと、 それでは、おうちが難しくなるようなことでもあるんでしょうか。あたしも、思い切ってそう聞いてみたんですけれど、なんとおっしゃいました父はただ、お前に話しても仕方のないことで、どうでもここは、右京という人の言いなりになっておかなければならぬわけがある。そういうだけでした。お通は、その時のことを思い出したが、かすかに身震いをしながら、そんな父の様子を見るのは初めてですし、 私、いっそ、言うなりに、五殿へ上がろうかと、決心はしましたの。でも、今日になってみると、やっぱり嫌です。たとえ、死んでも嫌なんですの。お千代には、娘の気持ちがよく分かった。死災のほどは分からぬながら、前後の話から考えると、五殿方向というのも、ただではない。右京というのが、何か丸菊屋の秘密を押さえている。 西城から麻布の一つ柳へ引き移るため、美しいお通を利用しにかかっているものと思われる。世間知らずに育ってはいても、すでにエーザブロウという一部の人があるだけ、乙女の鋭い勘で、早くもお通はそれを察したのだ。かわいそうに。お千代は、そう思うとともに、これもエーザブさんを思っているからこそであろう。 おんばひがさで育った、こんなお嬢さんでも、恋を知ると、こんなに強くなるものか、と、いじらしくなるのだった。よろしゅうござんす。おちよはうなずいていった。どんなわけがあるか知れませんが、あなたを瞳悟空にするようなことはさせません。そう申しては失礼ですが、丸菊屋さんが、何十万両のご信頼でも、商売でなら、ひとやで裸になることもありましょう。 お金というものは、結局そんなもの。大事な一人娘のあなたに、もしかのことがあったら、何千万両でも取り返しはつきません。あなたはここにいらっしゃいますし、お千代が行って、旦那様によく、お話もして参ります。でも、父は怒っていましょうから。いくらお怒りになつったって理屈は理屈です。そんなことのわからない旦那様じゃなし、きっと、いいように運びますわ。 お千代が立ち上がるのを見て、お通はにわかに不安が増したらしく。でも、あの、大丈夫でしょうか私、怖くて、怖くて、怖いことがあるものですか下には若い者もいますし、今にエーザブロー様も、帰ってお見えになるでしょうから、あなたは落ち着いて、何もかも、任せた気でおいでなさいまし。もし、あなたの帰らぬうちに、迎えの者でも来ましたら、 どこまでもいないというように、いかへ行っておきますから、少しも心配せずに、じっとしていらっしゃい。決してここ、お動きなさいますな。軽はずみなことをなさると、帰ってぶのうござんすから。ねおわかりなさいましたかえおち代はしを取って、娘の髪を、じっとなでつけてやってから、急いでいかへ去って行った。十二。 出て行く時に、お千代が言いつけておいたのであろう。一時ほどすると、老女が食事を運んできたが、おつうは箸を取る気にもならず、安闘の光を見守ったまま、身動き一つするのも恐ろしそうに、じっといすくんでいた。こんな時、母さんが生きていてくだすったら、お通はすがるように呟いた。十八の今日まで、世の関九というものを、 何も知らずに育ってきたお通には、今目の前に迫っている出来事が、たとえようもなく恐ろしく、抜き差しならぬものに考えられて、何もかも一時に、ぐらぐらと崩れるような恐怖をさえ感じるのだった。父と右京との間に、どんな秘密が隠されているのか、それは全く察しもつかぬけれど、父の様子で見ると、いかにも軽い事柄ではなさそうである。 何事があるのだろうどんなことになるのだろう考えたとて、わかることではなかったが、お通の頭の中では、いつまでも同じ疑問の繰り返しが続いていた。私がどこまでも嫌だと言った場合、右京という人は、それを承知するかしらもし、承知しないとすると、父様は、どうなさるだろう星夜は、何十万両の信頼も、 商売でなら、人やで裸になることもあると言った。もし、右京という人の言葉に従わなかったら、丸友の家が、潰されてしまうのであろうか。いいえ。あんなにお通を可愛がってくれていた父様が、お店の潰れるくらいで、お通を不幸にするわけがない。またたとえ、お店が潰れたとしても、父さんは、ハ金ンのことだもの。 長年気づいた目に見えぬ土台というものがある以上は、どうしたって盛り返すことくらいはできるはずではないか。そう思うと、これはお棚が潰れるくらいで済むことではないかもしれない。お通の不安は、ますます強くなるばかりだった。鎖国令が敷かれて以来、カラ物売り買い商人は、絶えず幕府の厳しい監視を受けていた。 三英十二年の鎖国令は、もっぱら天使教の禁圧を目的にして発せられたものであるが、この結果として公益国は、オランダとシナの二国に限り、ポルトガル、イスパニア、イギリスその他は禁止されたため、自由貿易が破棄されて、輸入品は素晴らしく高騰し、全国のカラフネモは一挙に距離を博したのである。しかし、年を経るに従って、 舶来品の不足は補うべくもない状態となり、一方、海運会の発展と相まって、抜け荷の封が盛んになってきた。前にも記したごとく、これには、洋行を要する諸藩が、財政的に、また、あるものは直営的にこれを援助したので、全国のカラフネの賞にして、抜け荷を扱わぬものはなしと言ってもよいくらいの状態であった。世間知らずのお通も、 これらの事情は、檻に触れて耳にしていた。そして幕府の政策として、各藩の密貿易を摘発することは、はばかりが多いので、かが、薩摩はじめ、大半に類が及ぶので、必然その監視は、飽きんどの方へ向けられているということも、おぼろげながら聞き知っていたのである。右京という人は、抜け荷のことで、父様を抑えているのかしら そう思った。しかし、それなら、マルトモの背後には、カガ様がついている。百万石の最小が、後ろ盾になっているのだから、右京一人くらいは、一括して、追い払うことができるはずだ。それとも、そうできぬわけでもあるのか。考えただけでも、どうにもならぬことを、イライラと考え続けていると、急にはしご口で、ダだだ、 という人の足音と、のけ邪魔すると許さんぞと、人のまめく声が聞こえた。十三、おずうはぎょっとして、本能的に立ち上がった。乱暴なと、押しとどめる声。いくらお侍でもそんな。とにかく、姉子が帰るまで。下の若い者たちが必死に遮っているらしい。 しかし相手は武士と見え、しかも四五人はいる様子で。ええ、うるさい。貴様らは今、やさ探しをしても、おらぬ者はおらぬと申したではないか。どころやさ探しをするのだ。面倒だ。切って通れ。だだっと、柱口で揉み合う気配。うちからの迎えではない。おつうは、足がすくむように思った。不況がよこしたのだ。そう感づくと、半ば夢中で、 裏手の障子を開けた。こちらのひさしが軒を接して裏の屋波に続いている。お通は手すりを越えて屋根伝いに裏の胸へ飛び移った。裾やもとが物に引っかかって下げるのを聞いた。旅を履いていないかかとに鋭い痛みを感じたのもまるでおぼろな感覚だった。ただ、すっかり暮れた夜空の下に黒々と果てもなく起伏する屋根と、 その間に、ほのかなほわかりが、て底している光景だけが、幼い頃見た、写しへの一場面のように、鮮やかに目に残った。そんな思い切ったことをする勇気と力が、自分のどこに隠れていたか意外だったし、どこをどう伝ってきたかも、夢心地だった。絶えず背筋へ、恐ろしい手を感じ、耳には男たちのわめき声が聞こえていた。少し足を緩めても、 その手が、その声の主が、いきなり後ろから自分をつかみそうに思える。ただ一途に、その教師から逃げたいという恐怖の念と、しびれるような神経の緊張以外には何も感じられなかった。足の下に冷たい土があった。街の裏の空き地と思われる。飛び降りる時にくじいたのか、羽を着て駆け出そうとすると、くるぶしのあたりに、 刺すような痛みが起こって、思わず声を上げながら膝をついてしまった。そしてその時初めて、胸が引き裂けそうに脈打っているのと、今にも息が絶えそうな苦しさに襲われて、くらくらとめまいを感じながらそこへ打ち伏した。ともかくも逃げられた。そう思うと同時に、けれど、これからどうしたらよいのか。 ここまで来てしまっては、お千代の力を借りることもできぬし、誰を頼っていくという当てもない。ようやく逃れたと思う下から、急にまた、目の前が真っ暗になった。しかしいずれにしても、こうしてはいられない。こんな場所にいては、またどんな最悪に遭わぬとも限らぬ。お通はそう気づくと、弾かれたように身を起こした。そして、その途端に、あ、 送信を震わせて居すくんだ。すぐ眼前に立っているものがある。嫁にしかとはわからないが、気流しに大剣だけを落とし差しにして、懐で押したまま、ぬうっと立ってこちらを見下ろしている、老人亭の男だった。捕まった。息の止まる思いで見上げたが、相手の顔に目がつくなり。あ、ええさま。 避けるように言って、いきなり羽を着て、相手の方へ体をぶっつけていった。兵様、ま、兵、え、様、えま、助けて。苦労しく叫びながら、夢中ですがりつくおつうの手を、相手は右手を出してくっとつかみ、奇妙な含み笑いをしながら乱暴に引き寄せた。勝者敗者。一。道中。 くぜ山との神の使者として、前田津島の神が加賀帝へ来たのは、漢文五年三月七日の朝であった。お預け人これあり騒楼、明日受取人頭分二名、侍10名、足軽十名、前田右近屋敷まで差し起こし申さるべく騒楼、表情書手折騒楼の上案内これあるべく騒楼、という工場である。 老職、村井幸恵は、主君、綱森と測った上、古生頭、富永玄恵門、金松小恵門以下、指図通りの人数を揃えて、翌朝五時に、前田右近の屋敷に差し立てた。前田家で待つこと四時間、区半時になると、宝城淡の神の足軽が来て、表情所へ案内をしたが、ここで富永、金松の二人だけ、上に通された。 そこには、大目付、黒川与平、渡辺大隅、村越長と、お目付、時、十左門らがいて、二名の者を隠見し、宝城、阿波の神から、四国、西条領主、一つ柳、剣持儀、日頃、不所存、不届きのことども、重条これあり、かつ、当年、三勤、おそうなり申し候団、重家につき、加賀の神殿のお預けになりあい間、 受け取り申さるべく候ろうと、言い渡し、さらに心得として、各お預け人これある場合は、追ってお預かり主と対面の運びになるであろうが、剣物は重荷のものであるから、科口には構えてご対面これなきよう。身は老中のご意見として伝える。と、述べた。それを聞いた金松小右衛門は、はばかりながら伺います。 ご老中のご意見と申されますが、それは、おさしずでございますかそれとも、ご内意でございますかと、表を正して聞いた。ひと <music> つやなぎけを、歌集家へ預けるということは、言うまでもなく、堺、歌の神から出たのであり、密貿易の問題が、加賀藩に関する限り、目下されたことに対する、一種の報復手段である。 故障頭を務める小衛門は、これを知っていたから、剣物と綱のりと対面せぬようという言葉が、カチンと来たのであった。小衛門は、二十七の若手ながら、豪気直上をもって聞こえた男であった。青の神は、ちょっと返答に困った。そう言えと命じたのは、歌の神であるし、自分も別に深い意味があるとは思っていなかったが、 改まって反問されると、それには重大な意味が含まれているように考えられる。他家へ預けるのだから、その主人と預け人とが対面しようとしまいと、外へ知れることもないはずであるが、対面してはならぬということが正式の申し出しであるとすれば、それに違反した時に問題が起こってくるわけだ。しかし、実のところ、歌の神の口ぶりは、 それほど厳格なものではなかった。重家のものであるから、というだけの意味に過ぎなかったと思える。けれど、歌集と坂井家との反目関係を取り上げて考えれば、迂かに何分とも、決して返答はできない。仕方がないので、それはいずれ、くぜ山との神に聞き正した上、改めて挨拶をつかまつろう。と、辛くも逃れた。 そして小右衛門がさらに追求しようとする様子を見たから、大目付、渡辺大隅が遮って、お預け人受け取りのための乗り物は持参なされたか、と話題を変えて割り込んだ。持参いたしませぬ。小右衛門は喧嘩に答えた。二、大隅の神は不信ゲに。 お預け人を受け取りに参るのに、乗り物を持たぬとは、いかなわけであるか。別に主いはござらぬ。小門は平然と答えた。ヤワのノカ殿のご内断として、この度のお預け人は歴々にて、ことに、乗り物に乗り参る人なれば、持参に及ばずとの大勢でござった。それゆえ、おしずに任せた次第でござる。それとも、ご老中のご内断は誤りで、乗り物、 持参すべきだったのでござりましょうか。大隅の神をまたここで、ぐっと詰まった。ク世大ヤマトの神が、右のような内意を伝えたのは、五万石の領主という身分を思い、また、今度の海域が、同族間の内紛から発して、堺いただの政権争奪戦に影響された結果だということを知っているので、特に自分の乗り物で行くように、 はからったものなのである。そんな死災があろうとはしらぬ大隅の神は、つかぬことを言い出して、帰って困惑した。なるほど。そういえば、剣物殿の乗り物が、外に待たせてあるわけだな。いいな。小右門は透かさず、こちらはご郎中のない衣で持参しなかったので、もしそれがご法外れの仕方だとすると、川家の部長法として、 天下に愛すまぬことになります。その点を、はっきりと仰せ聞けられとうございます。と、色をなして詰めおった。泡の神といい、大隅といい、重ね重ねのやぶ蛇である。仕方がないから大隅の神や。五老獣より、ごないいとあれば、決して部長法というわけもござらぬ。では、しばらく、これに控えておられるよう。そう言って、一度早々に立った。 バカなことを言う人たちだ。小門は苦笑しながらつぶやいた。八つになっても、七つになっても、剣持の現れる様子がなかった。そのうちに、おか目付の諏訪二郎衛門が出てきて、二名に会釈をした後。剣持殿家中の者、不所存を含む一等が、途中に待ち構えて、乗り物を奪い取るとかいう評判でござるが、お聞きであろうか と言った。金松小右衛門は、いや、さようなことは聞きませぬ。それでは、格別その方のご用意はなさっておられるのかさようでござる。人数のことはかねて応席化された通り、侍十人、足軽十人だけでござる。それは危ない。次郎右衛門は、下り顔に。剣末殿の家中の者どもは、小たびのことに不満を抱き、主人を用して、 国元へ立てこもるため、徒党を組んで、密つ策謀しているとのこと、確かに受けたまわっている。万一の備えなしには危険と思われるが、ご用意がないとあれば、途方より、まし人数をさせましょう。片付けのござるが、そのご心配には及ばぬかと存じます。しかし、もし途中において、いな、途中いかなる邪魔がありましょうとも、お預かり申すからは、 我々の責任でござる。万一防ぎかねました場合には、はばかりながら、剣持殿と差し近えても渡すことではござらぬ。かがぶしには、いささか骨がござりまするでな。小右衛門は、にやりと笑った。三、剣持の乗り物の中に、表情書を出て、小平橋へかかる頃には、意が、とっぷり暮れていた。 左右の籠脇には、富永んえも門と、金松小も門が付き添っていた。足軽に人は、坊付けの小らを中に先へ立ち。籠の後には、侍、小や役の者、き人、ひ一人を持って固めた。万一牢きがあった場合には、富永が指揮して防ぎ、金松小も門は、籠脇に留まっていて、手に余ったら、剣つをさし殺す手はずである。 先行する足軽たちの間に、剣持の家来が二人いた。一人は中古将、種田清馬、一人はゾウ取りの中川門兵衛である。この二名だけは、加賀の敗所まで付き添いを許されたのであるが、今、先行の共に加わっているのは、一つ柳家中の決起に流行る連中が、剣持奪還に現れた場合に備え、直木の意を受けて、 神武の役に当たるためであった。昌平橋を渡って、左へ坂を上る。左はお茶の水の崖で、右手は裏さびれた町屋続き。後に元禄三年に至って、ここへ聖堂が移されるまでは、中ば荒れ地の寂しい場所であった。桜の婆婆へ差し掛かった時だ。右手の桜並木の間から、 突然二人の男が走り出てきて、行列の脇へ膝をつき、お願い申します。お願い申します。と、声をかけた。かねて帰したことだから、警護の者たちは、バラバラと籠を取り巻く。お待ちください。叫びながら、種田清間が引き返してきた。私が挨拶をいたします。どうぞ、穏便にお願い申します。そう言って進み出た。 見ると、そこへ膝をついているのは、細谷玄十郎と青木神羅雄の二人で、両人とも丸腰であった。細谷殿、殿の御意です。旅外のお振る舞いはお控えなさい。決して、老跡は捕まらぬ。玄十郎は、表を上げ。そのため、かように丸腰で参った。はばかりながら、かがさまお役向きまで申し上げまする。主人剣持こと。 ご不況をこむってお預けとなり、いずれはあなた様お国表へ移される身の上、進化として一目お目通りをつかまつり、根性のお名残を申しとうござる。君心の情をおぼしめされ、負けてお許しくださるよう、幾重にもお願い申し上げまする。幾重にも。金松小右衛門はじっと相手の様子を見ていたが、乱暴をする様子もなしとみて、 富永玄右衛門を招き、何か囁いた後、黙って籠脇へ進むと、静かに戸を開いて、坂掛かりでござれば、しばらく休みます。と言いながら、足軽の持っていたちょを取って、主従の顔の見えるように差し付け、自分は脇を向いた。情けのある仕方だった。玄従郎は、待ちかねたよう、う籠脇まですり寄って、 殿、と、見上げた。玄十郎か、よく参ったな。直樹は、すでに白いものの見える口ひげを、くっと噛みながら。行く先はかがじゃ。世の身については、案ずるには及ばぬぞ。家中に穏やかならぬことを企む者も,もあると聞くが、すべて無用だと言え。はい。誰にも遺こんはない。ただ、定軍の一貫だけが。 心残りである。玄十郎は、直木の目が、千万の言葉を語っているのを見た。しかと、受けたまわりました。そう言って平服する、玄十郎の様子を見て、直木の唇に、かすかな笑いが浮かんだ。そうか。それでよも、心安く加賀へ行ける。新太郎のことは、頼んだぞ。はい。さらばだ。 健康でおれよ。四。おそらく、これが見納めになるだろう。玄十郎はそう思いながら、溢れてくる涙を払って、じっと、直木の顔を仰ぎ見た。直木は、どちらかというと骨太で、青年の頃には、剣とそうに相当の腕を持っていた。藩士の中でも、直木と、 体の手合わせのできる者は五人といなかった。死んだ藤田育之丞、安田与右衛門、それに斉藤玄八郎など、ほんの少年の頃は、直木に武道の手ほどきを受けたものである。その自分の鍛念が、骨太の体つきに残っていて、眼光もたくましく、肩肉も高く、口ひげの下に引き結んだ唇は、ことに、 強い意志の力を示している。さらばだ。もう一度、じっと玄十郎の目を見つめながら言うと、直木は籠の中へ表を背けた。ご機嫌よろしゅう。玄十郎の声は涙に濡れていた。金松小右衛門は籠をと言って引き戸を閉め、ちょうちんを上げて出発の合図をした。 行列が、馬場を右へ曲がるまで、見送っていた玄十郎は、後ろに拒否の声を聞いて、我に返った。泣いていたのは、青木神太夫である。その後方の、桜並木の陰にも、十五人ばかり、家中の者が、ひっそりと兵服していた。いずれも、おいとまいを申し上げられましたな。ほ、くれぐれも、 無謀の振る舞いなきようにとの、お神のお言葉も聞かれたであろう。お家改易とは申せ、殿には、加賀に渡らせられる。もし我らに、無謀の行いあれば、すなわち、殿のおみの上に関わるのだ。決起に流行って、旅外の行いをせぬよう。お互い、十分に注意していただきたい。お分かりであろうな。みんな黙ってとをした。 それでは、これでお別れます。玄十郎は、置いてあった大将を取って。拙者はなお、今後もお家最高のために、美力を惜しまぬ所存。もし最高と聞かれたら、いずれもお戻りくだされ。我らも、共にお力添えをつかまつりたいが。おのののお心しはよくわかるが、前にも申した通り、多勢集っては、 帰って抗議に対してはばかりがござる。ことに、老人終わ笑ための規律厳重の折になれば、あとは拙者どもに任せてお立ちのきくだされ。お家へ改役と決まるや、分配金を受け取るのも早々。家中の死の大半は、何の未練もなく離散してしまった中に、とにかく六十四日、踏みとどまって工事のために、活躍を誓った五十余名の人数が、 今はその半数に減っている。先人を遠ざかって人情もまた神のごとしと思う反面に、一度食欲を失えば、再び士官することが容易でなくなってきた時世のことも考えられる。天下百年の基礎全くなって、いずれの諸公ももう武士の必要を感じない、むしろ家臣の大きに悩んでいる状態だった。 これはすでに、官営末期からの現象で、この間、幕府の政策の犠牲になって、取り潰された各藩の浪人。大阪人以来の浪人たちは、士官の道を断たれ、と言って、生きるための技もなく、いたずらな夢を抱いて、江戸の巷に奉公していたが、一度慶案事件の起こるや、幕府の弾圧は、さらに厳重を加え、浪人をして、 ふないにとどまるを、えざらしむる方法に出た。ひとつやなぎ家の場合にも、騒音の真というのは極めて少なく、しかもその多くは、国元にいて、江戸屋敷は、新地の者が下半を占めていたから、お家海域と聞くや、いち早く身を引いて、己の将来の策に走ったのは、やむを得ぬことであろう。ことに、慶安事変から、十五年足らずの時とて、 家中の一部に不穏のことを企むものありという評判さえ立っていたのでは、抗議に対する遠慮からも離散の手回しは早く行われたのである。これでよい。これで身軽になった。玄十郎は低くつぶやいた。仕事はこれからだ。五。どうだった 無事に貸し受け入りました。奴ら、何もしうなんでか。出たことは出ましたが。と、藤巻右京は薄い唇を歪めて、ただ別事を申したのみで、いずれもおとなしく引き下がりました。これで我々の役目も、どうやら一段落でござりますな。そう思うか。杉原六左門は、無表情に見返した。右京は細い手で、 膝を撫でつつ。宿音の西条五万石を取り潰し、藩主を長野お預け人に落とし、低運皮膚の一貫を奪取。見事に運んだではありませんか。ここまではのう。六左衛門は冷ややかに答えた。しかし、直木孔はまだ御健在じゃ。その上、後ろ盾に加賀百万石がついておる。四次の子、新太郎直俊君も御健在じゃし、 最上家最高をはかる、不穏の徒党もあるぞ。はっははは。父上にお似合わぬ。右京は笑って、加賀がたとえ、百万石の異性を持って望みましょうとも、こちらに抜け荷の剣が押さえてあれば、一言たりとも、物を言わせることではございません。新太郎君は、生きたカバネも同様。また、最上家最高をはかる徒党は、 別にまたこちらで使い道がございます。使い道がある。六左衛門は目を細くして、ワーコの顔を見た。我らにとって旧敵のキャツら、こちらで使う道があるとは下せぬではないか。お分かりになりませんか。右京は、頬の尖った青白い顔を上げ、カミソリのように鋭い、切れ長の細い目で、じっと微笑した。それは、 人の腹の底まで見通す眼光だった。網にかかった獲物を見る雲の微笑だった。嫌な目だ。六左衛門は思わず目を逸らした。嫌な笑いだ。それは六左衛門が常に自分の中に見出してたまらなく不快に思う同じものであった。右京は六左衛門の次男である。七年前、 彼が二十歳の時、最上家の容人藤巻兵部のもとへ養子にやった。藤巻とは、もともと遠編に当たっていたし、杉原がまた、一つ柳直森のように、直家へ月年寄りとして行ったもので、右京が最上家の容人藤巻を継ぐことは、帰り遣いとしても、極めて自然の順序だった。しかし、この場合は、別に意味があったので、 宇京が藤巻家へ入った主なる目的は、最上一つ柳を、覆滅すべき手段を巡らすことにあったのだ。宇京は緻密に、周到に事を運んだ。彼ならやるだろう。と思っていた六左衛門が、帰ってその凛烈さに呆れたほど、手際すさまじくやってのけた。密貿易の摘発にしても、加賀藩という大物まで引き出して、 幕府閣僚の勢力争いを利用するという必死の策に出たし、最上家内部を格乱するにあたっては、世継の新太郎直人氏を廃人にしてかかった。また絡めてからは、機大の見閣を腹心にして、一方誤っては、それだけでも最上滅亡という暴挙を挑んだ。これらの計画は、その一つ一つが決定的な威力を持つとともに、 愛互いに緊密な連携を持っていて、八方から最上一つ柳を絞り上げ、ついに完全に覆滅せしめたのである。恐るべき奴だ。我が子ながら、六左衛門は密かに舌を巻いた。こちらが望むと望まざるとにかかわらず、右京には天性、そうした褐色のない冷酷さ、鉄のような無感動さがあるのだ。あの目が物を言う。 幼い頃から何かしらあの目にはまがまがしいものがあった。確かに普通のことでは満足しない目だ。六左衛門にはそれがよくわかった。六。おわかりになりませんか右京はもう一度言った。それでは改めて父上に伺いますが。亡き大殿のご意志を。 父上はいかがお考えなさいますか薄い唇がかすかに歪んだ霧で、カミソリのような鋭い表情は微塵も動かない。六左衛門はその顔を睨みつけるように見返して。こう大殿のご意志は申すまでもなく、最上家に対する復旧。一つ柳家皮膚の一貫を奪取することであろう。それと、川上家を。 三万石の本領に返すことでございましょう。細い目が奥の方で鋭く光った。何か考えている。いな、何か深く測るところがある。六左衛門は右京の迷路に奥底の知れぬ力を感じて、やや圧倒されながら黙ってその表情を見守っていた。サイジャーは滅び、皮膚は手に入りました。 残るところは、お家を三万石の昔に返すことでございますが、それには別に一つ、生下があります。それを覗かなければ、お家万代とは申せません。その生下を覗くためには、最上家の乱暴者を使うのは、上々の策だというのです。その生下とは何じゃそれもお分かりになりませんのですか分からぬ。言うてみ。右京は、すっと立った。 そして、広縁に面した障子を左右へ押し開いた。麻布片町の一つ柳庭は、手狭ではあるが、谷を中に取り入れてあり、その谷界を流れる細流の音が、庭内の大部分を占める。深い森に戦線の小玉を起こして耐えず、片町の谷屋敷、と呼ばれて有名だった。今、二人の対談している部屋は、老職たまりのまで。 丁前五軒の先には C の巨樹がうっそうと枝葉を重ねている。右京は障子を押し開いて長廊化の上下を見合ったが人気のないのを確かめると、障子は開けたまま静かに座へ戻った。父上、ぐっと低く、いささかも隙のない静音だった。 天雲皮膚の一巻は確かに手に入れました。それは何べんも繰り返して申し上げながら、今日までお手元へは差し出しませんでした。なぜ差し上げなかったが、その点にお返事をすべき要点があるのです。父上は、当おをどうおぼしめされますか愛口は、ぐさと六左衛門のつを貫いた。名を継ぐ様はご用し、 ご実家は、田島の国、伊豆市の城州にて、四万五千石。ご当家にとっては、不足のない家柄ではありますが、ご用紙はどこまでもご用紙でございます。しかも、亡き大殿のご意志を継いで、川上一つ柳家を三万石の本領に立て直すという、大ごとをなすご人物ではございません。仮にまた、人物の軽重を置くとしましても、 お家の決闘を正すためには、決断して処すべきことがございましょう、父上。右京、その方その方は。六左衛門の声は喉へ詰まった。右京はしかし、狗轄そのもののような唇に冷たい微笑を浮かべたまま、平然としていった。お家のためです。幸い、最上家残土の乱暴者たちは、主家の仇として、五島家を狙っています。 お預け輪の直木様を再び世に出させぬため、当お家を三万石正当の血筋に直し立て祭るため、一石二鳥三鳥にも及ぶ妙案がござる。父上、何事もお家のため、もう一運びなさいませぬか。六左衛門は答えることができなかった。右京が何を企んでいるのか、どうしようというのか 彼には全く、検討さえつかなくなっていた。七。うかみをこのまま浮くことは危ない。うきょうは遠からそう思っていた。それは気質の掃除から来る根強い反発もある。しかし、うきょうの狡猾な目は、なおつぐの、ただものならぬことを見抜いていた。そしてなおつぐが彼を見る目も、 明らかに同一のことを物語っていた。右京も野心を持っていたが、直嗣もそれに劣らぬ野心家である。しかも二人は、その野心家である同一点において、互いに相手の胸へ白人を義していた。直嗣は主人であり、右京はその家来である。普通なら主従の関係は、かような退治を許すはずがない。しかし、彼らの場合には、 死従であることが、かえってそれを激発せしめた。どちらかが倒れるのだ。右京は密かに、それを肝に銘じていた。上門直継は、田島の国、伊豆市の上手、小出伊勢守の,の次男であった。一つ柳家養子として入ったのは、二十一歳の時であるが、実家の小出家は、四万五千石であるのに、 入政したとき、一つ柳家は、三万石から一万石に減放されていた。これは、前も述べた通り、低雲皮膚をめぐる、最上家との内紛が元である。直継は、一つ柳家に入るとともに、この事情を詳しく取りただした上、杉原六左衛門に検索せしめ、亡き義父、直井への意志を実現するために立った。けれども、 なおつぐの教衆には、義父の意志を実現するという以外にもっと大きな野望があったのである。すなわち、幕府の権政の中に割り込んで、ひとつ柳なおつぐとしての自分を、天下第一流の位置に押し上げようというのである。そのためには、あらゆる手段を厭わぬ決心であった。この気持ちは、なおつぐの聖来のものだった。 父の元にいる頃は、義秀という兄があり、下手をすると自分は、たかだか千石か二千石の分地でももらって、生涯下積みで終わるかとも思っていたのが、たとえ一万石にもせよ、大名の世継ぎとして立つことができたので、持ち前の野心が猛然と台頭したのだ。彼がその野心の実現のために、 坂井歌の神忠清を手ずるに選んだことは軽岩であった。そして忠清に取り入る手段として、まず低運皮膚の剣を持ち出したのも巧妙であった。当時の大名たちは、先人から遠ざかって太平に暗挙し、もっぱら進化の偏覆を飾るに救急としていた時で、名物茶碗の類に満金を惜しまぬという風潮だったから、史上に有名な、 気候の皮膚が心を引かぬはずはない。檻もよし、幕府が長い直常に命じて、本庁変連氏の編さに新しめたのを機会に、最上家に低運皮膚あり、と上進し、さらに酒井忠清に対しては、もしご婚名もあらば、と一つ柳家より、機へ剣能するよう働き申すべし、と通じたのである。 忠清がその申し入れを拒むはずはなく、表面は本町返年史の参考という名目で、心よく剣能を受けようと応じ、これに対して名を継ぐに、剣能の上は幕府に対する神妙の措置として大御板入りを取り計らおうと、と交換条件さえ示してきた。坂井忠清は空席の大老候補として、いい家紋の神と相争う権力を持ち、 しかもすでに、家紋の神の熱望を遥かにしのいでいる。その叩きを背景に、一躍大五番入りができるとすれば、彼の野心は、まさにその第一歩を踏み入れることになるのだ。いよいよ運が向いてきたぞ。と、直嗣は、案をうった。しかし、そこには、一つの難関があった。それは、家中の重臣たちが、 皮膚の与を承知するかどうかである。その一環は、同族総国をさえ、あえてせしめたほど、一つ柳家にとっては、重要の秘宝である。それを当主とはいえ、養子師である直おぐの自由にさせるであろうかどうか、おそらく反対するに違いない。それが難関である。そしてその難関に立ちふさがっているのが、藤巻右京である。 なおつぐには、それが、目に見るごとく、わかっていた。八。さような、さようなことを。六左衛門は面食を変えて。たとえご用したりとも、亡き大殿のおぼしみしをもって、お世継ぎとなられたお方。さような、不届き四国のことを考えるとは。その方、気でも狂ったのか。父上こそ。 五分別が足りませんぞ。馬鹿なことを言え。この度のことに、いささか働いたからとで、その方を五家へ引き取っていただいたことを思えば、仮にもさような不定を考えては、はい、すまぬはずだ。つまらぬことを申すと許さぬぞ。では、どこまで夫う浮かみを、お立て通し申すお考えですか言うまでもないことだ。それでは、右京は 冷ややかに笑って。せっかく手に入れましたが、天運夫婦は、拙者がお預かり申すといたしましょう。不況、その方、何を申すか。父上は、何もご存じないと見えますな。お上はかの一貫を、堺公に送り、ご自分の出世の手鶴にしようというおぼし飯です。バカな。川上一万石の政治もおぼつかないお人柄で、幕府の政治に乗り出そうなどとは、 失礼ながら、お身のほどを知らぬと申す者。ご当家にとっては元より、市場に隠れなき宝物一貫を、やみやみどぶへ捨てるような真似は、おさせ申しません。それはその方の邪水量じゃ。皮膚一貫の大切なことは、お上にもよくご承知である。本庁変年史返産の参考として、提出つかまつるとは、上心いたしたが、境公へご贈与などとは、思いもよらぬ。 何を証拠に、さようなことを申すのじゃ。それほどの事情のわからぬ父上ではなかったはずですが、父上も、お年をめじましたな。右京はさすように笑った。六左衛門はカッとなった。これが五年前であったら、おそらく長着していたであろう。しかし、事実六左衛門は弱っていた。右京の目が、明らかにそれを見抜いている。 かつて六左衛門の中に活動していたもの、川上の反省を握って、びくとも動かなかった威力は、すでに右京の方へ移っているのだ。しかもそれは、六左衛門の中にあったものより、数倍も強大になり、比較にならぬ辛辣さを加えている。六左衛門は、某主君、直家の意志を継いで、最上家を見返し、悲観を奪い、川上家を、 三万石の昔に返すという、その三箇条のために、それを完成するために、この十四年の間、進化してきた。しかし、右京は、それだけでは満足していない。さらに一歩を進めて、川上主家の決闘を正そうという。もっとも、家柄とか決闘のためには、大名の当主の一人くらい、平気で生かしも殺しもした時代だから、右京の思案も、 さして機械というわけではないが、それにしても、右京の態度の冷酷さ、底知れぬ狡猾さには、表を背けたくなるような、無道の匂いがする。そして、今はもう、六左衛門には、それを押さえつける力がなくなっているのだ。では一体、その方はどうしようというのだ黙って見ていてください。右京は平然と言った。 ご老体の父上にご心配はかけませぬ。何事もお家のためでございます。ただ一つだけ、なるべく早く、私を用心閣にまでお取り立てを願います。その段取りは、私からつけましょう。おに入り前にお計らいください。して、悲観はいかがするはしたじさんつかまつりましょう。そう言って唇のあたりに、素早い冷笑を浮かべながら立った。 その時である。停前後、一人の若い奥女中が通りかかった。間十四五軒ほど離れていたが、右京は目を細めて、その横顔を見つめながら、市中へ、あの女中は、と聞いた。九。奥女中のことなど、六左衛門が知るはずはない。右京は素早く庭へ降りると、足早に、 女の方へ近寄って行った。女は十七八であろう。さして美人というほどではないが、小麦色の肌の締まった凛とした顔立ちで、目元から唇のあたりに効かぬ木の色が見える。左手にハサミと白髪を持って、森の中に一本だけ咲いている若木の桜へ歩み寄り、多分一枝切ってくるように命ぜられたのであろう。 静かに目を上げて、どの枝にしようかと思い惑う様子であった。お女中秋。右京は後ろから低く呼んだ。近寄ってくる足音にも気づかなかった相手は、不意に声をかけられて、ぎょっとしたらしい。身をかわすようにして振り返ったが、眼前に立っている右京を見ると、あ、と言って二三歩下がった。そんなに驚くことはあるまい。 右京は落ち着いた声で言いながら、女の方へ一歩近寄り、底光りのする目を細くして、射抜くように相手の目を見つめた。女はみるみる顔色を変えていったが、内心の遅れを必死に隠そうとするように、努めて何気ない風を装いながら、何かご用でございますかという。隠しきれぬ心のもつれが、無残にその声をおのぬかせていた。 右京の薄い唇が引きつるように右へ歪んだ。そんなに驚くことはないというのだ。それとも意外な対面でどう失ったか何をおっしゃいます女の目は哀れなほど老狽していた。あなたのようなお方は私ついぞ存じ上げたことがございません。こちらはそうでもないぞ。右京は 獲物を楽しむ野獣のような、冷酷なあざきりの調子で言った。他の者なら知らぬことを、この拙者が、七年もいた屋敷内の者を見損なうと思うかことに、お前のような者をさ。あなたは、どなた様でございます娘は完全と表を挙げた。私は、日本橋牧町、山戸屋八兵衛の名にて、その絵と申しますが。 これまでついぞ、あなた様にはお目にかかったこともございませぬ。何か、怪しいもののようなお口ぶりでございますが、ご不信なれば、とくと身元をお正しくださいませ。ただいまは、奥方様のおぼしめしにて、桜の枝を倒ってまいる御用の途中、大表のお侍衆から、咎められる筋はございませぬ。ごめんをこむりまする。きっと、右京の目を睨み返すと、 静かに振り向いて、中枝の八分通り咲いた一枝へ、落ち着いて、ハサミを差し伸ばした。確かに見覚えがある。右京はその横顔を見守りながら思った。最上家の屋敷内で確かに見た女だ。しかし、誰の娘であったか覚えていない。それが分かれば、何の目的で、この屋敷へ入り込んできたのか見当もつくし。 そうすれば、今、彼の考えていることに、利用する道もあるのだ。花の心は知るよしもなし。右京は、含み笑いをしながら。そこもとのようにそう言われてしまっては、身も蓋もない。別に何が怪しいとか、不審とか言ったわけではないのだ。窮地は離れても、助け合うのが人情。何か拙者で、役立つことがあればと思ったまでのことだ。 しかし今日は、拙者も黙って下がるとしよう。また改めて、必ず会おうぞ。ハサミの音とともに、ハラハラと桜が散った。十。その日の夕景、藤巻右京はカゴで、浅草橋五門街の一つ柳家中屋敷へ現れた。 そこは先代直家が配慮して新しく屋敷構えを始めたが完成せぬうちに直家が病没したので長いことそのままに放置してあった付近のものは一つ柳の捨て屋敷と呼んでいる神田川の水を取り入れた大池も枯れた足やまこもに覆われ月山植え込みも荒れ果てて五殿の建物も住む人のないままに ほとんど口かかっていた。それが、今度最上家取り潰しにあたって、死子心太郎直都氏が、川上家へお預けになったので、にわかにこの中屋敷に手を入れて、心太郎の宅所とした。これも無論、右京の策で、詰めているのは、ほとんど彼の一味。右京自身も、今はまだ、この中屋敷の預かりという身分である。 ああ、お帰りなさい。ょうの足音を聞いて、侍部屋の中から、のぶといかずれ声をかけたものがある。ほう。ょうは足を止めて振り返った。部屋の中に三人の武士が酒を飲んでいた。今声をかけたのは、肩幅の広い巨漢で、裸かった胸には熊のような毛が見え、左の高方から顎へかけて、 大きな凄まじい刀傷がある。水管士のご乳来か。陽気が良くなってきたから、事務士もそろそろ入らすというところだ。はっはっ水管士と呼ばれた巨漢は、毛深い胸を平手で叩きながら。いざしくご用なしで、栗継ぐも水管士も腹下しが来そうだから、注文帳を持ってまいった。何か、一仕事なかろうか さよう。右京が眉を寄せるのを見て、水管子は逆付きを出した。まず一杯。と言っても、そちらの酒だ。が、もらってしまえばこちらのもの。参ろう。拙者はならぬ。そうそう。藤士殿は下戸であったよ。大事をなす陣に酒はいかん。そのこと、そのこと。気候も酒はいかんな。右京は苦に々がにがしげに。 酔うと口が軽くなる。大事をなすかどうか、気候には縁も関わりもないことだ。少し右京を甘く見すぎているようだな。何が起こっている気をつけぬと水管子右京の唇がビクッとつった。道が切れるぞ。拙者を驚かすのか水管子の太い眉がぐっと上がった。しかし右京は冷ややかに笑って、 別に脅しはせぬ。ただ注意をしたばかりだ。気功は右京の頼むことを黙ってすればそれで役済みだ。その他のことは見るな。聞くな。言うな。邪魔者は覗いて通る。右京のやり方は知っているはずだ。そうであろう。細く切れ上がった目が、カミソリのような光を帯びて、じっと水管子の表をいた。水管子は、 つとめをそらすと。わかっているわかっている。つぶやくように言いながら、酒きを口へ運んだ。その指が広く震えた。うきょうの口尻に、にやりと微笑が浮かんだ。あとで話がある。まあ、ゆっくり飲んでいるがいい。水管師は黙ってうなずいた。うきょうはなおも、その頂のあたりを見下ろしていたが、やがて足早に、 奥へ入っていった。十一。右京が部屋へ入ろうとしたとき、中庭の方から一人の女が小走りにやってきて、富士様富士様と声をかけた。夕闇の中から縁先へ近寄ってきたのは、最上家の今戸の下屋敷で、新太郎のそばについていた荒い髪の女であった。 コフネとがござんしし。た。なんだ。ままあ、来てごらんなさいまし小と呼ばれる女は例の通り黒髪をふさふさと背に垂らしている青白いやや病的に透き通るような顔へハラハラとこぼれかかる遅れ毛が笑みを含んだ表情をすさまじく見せた若が何かやったのか何をなすったと思います 吉地か、吉地か、京か。吉地も吉地、黒吉地に代がつきます。まあ、とにかく、おいで遊ばせ。右京は庭へ降りた。庭の半分を占めている例の池。多少は手を入れたが、まだ池の中には、枯れた足や、マコモなどがぼうぼうと立っている。その北側を回っていくと、杉の若木と竹藪に取り囲まれて、 一棟の新しい建物があった。新太郎直都氏の拓居だ。小舟は右京を導いて、拓居の横手から番子小屋へ入っていった。それは新太郎の拓居と胸続きで、表向きは番子の詰め所となっているが、実は右京一味の寄り合い所に過ぎなかった。あれをご覧遊ばせ。奥の部屋の襖を開けて、 小舟が指さすところを見ると、夕闇の一宮に、一人の町娘が、正然と座っている。なんだあの女は。お分かりになりません横の小窓の障子から、黄昏の光が、かすかにほのめいているだけで、娘の顔は、全く見分けることができなかった。<laughs> はははは。小舟は、そっと襖を閉め、右京を次の間の方へ誘いながら、 あなたがご出身の、丸菊屋の娘。何お通さんですよ。右京にも、さすがに意外だった。本当か、丸菊屋の娘。夕べ遅く、若様がまた例の癖で、ふいっと見えなくなったんです。いかんな。よく注意するようにと、固く申しつけておいたのに、あの癖が出ると、つかぬことになる。だが、それで。 私たちもびっくりして、すぐに皆で手分けをして探しに出たんですが、一時ばかりすると薬が切れたものか、ふらりと帰って見えたんですの。あの娘をかごに乗せて。どうしてまたそんなことになったのだ途中で、ご自分が助けてきたとおっしゃったきり、何も合せられないので、わけはわかりませんが、世話をしてやれというので、私が引き取ってきて、ともかく、 今まで大預かりしていたんです。あなたがあんなに手を焼いた鳥が、向こうからこの巣へ舞い込んでくるなんて、富士様、幸先がようござんすのね。そうか。右京は微笑もせずに。それでは、受け取りにやった布目大蔵たちが、鳥越のお千代の家で、鳥逃がしたと聞いたが、その後で、和歌に助けられたのであろう。布目さんをやったのですかうん。 水へ参ったら、お千代が来ていたそうで、すぐ鳥越へ参ったところ、一足違いで、娘は屋根から逃げたという話だった。右京は細い指を揉み合わせていたが、小舟の方へ鋭い目を向けていった。だが、お通がここへ来ていることを、外へ漏らすが、皆にも申しつけておいてくれ。十二。それはようござんすが。 小舟は皮肉に笑って。あなたほどのご人物が、あんな小娘に惚れ込むなんて妙ですわね。色ごとは、殿方の泣きどころ。ご用心なさらないと、とんだありの穴になりますよ。はっはっはっは。右京は笑いながら、庭へ降りた。お前にもそう見えるが。隠すより、現れるでね。考がいいな。富士様の押し込みですもの。 でも、あれほどの器量なら、あなたがご就寝なさるのも、無理じゃござんせんわ。なるほど。だけですかこんなに褒めているんですもの。なんとかご挨拶がありそうなもんですね。挨拶か。挨拶なら、もう十日ほど待て。十日待つと、どうなりますの江戸市中、美しいと評判の娘を、二十人までは揃えて見せてやる。どうだわかるか、小船。 宇京はふと立ち止まって、じっと何かを聞きすますようにしながら、小舟の方へ、珍しく機嫌の良い顔を向けた。俺が、丸木屋の娘に、終身だ、などというようでは、お前の目もまだ甘いものだぞ。藤巻宇京ともあるものが、今から町娘などに、心を奪われてどうするバカなこと。俺には仕事がある。 仕事が面白い真っ最中だ。投げた網の中に、大魚がうようよ跳ねている。この手応えを楽しみながら、網を絞っていく時の気持ち、お前にはわからぬかでは、小舟もその網の中の、魚とやらですね。二十人まで集めるという娘たちも。うぬまれるな。女など、何万人いようが、獲物とは言えぬ。もっとも、丸菊屋のように、 金のつるのあるのは別だ。大きな量にはき絵がいるし、網もいる。今、右京が欲しいのは、一に金、二に金、三に女だ。わかりましたわ。なんだいいえ、よくわかりました。五船は目尻で笑った。評判娘を二十人まで揃えて見せるとおっしゃったわけが。なるほど。丸木くやへ最初にお手をつけたはずですわ。 <laughs> <laughs> 網を作るお金ですのね。し。右京は小舟を制して、再び耳をすましたが、聞こえる。仕様のない奴らだ。と、つぶやくと歩みをめぐらして左手へ進んだ。新太郎の宅居を囲む杉森の外れから、立ち口同様になっている古い御殿との間に、今、新しく、 屋敷を新築している。宅居の方と同時に建て始めたのが、四十日余りになるのに、まだほとんど胸上げをしたばかりで、父としてはかどらず。小島には、石や木材が山と積んであった。右京は小舟を後ろに、骨組みだけできた屋敷の中へ入ると、ずんずん奥の間の方へ進んで行ったが、振動、振動。しんど 二声ほど呼んだと思うと、二人ともすっとどこかへ姿が見えなくなってしまった。あとは深感と夕闇に沈まり、ただどこからともなく石を打つ鈍い物音がひどく陰にこぼって響いてくる。よくよく聞くとそれは、どうやら地下から伝わる音のようだった。春雷。 一。そういうわけだ。玄八郎は拳で膝を叩いた。川上一派の観察、うまくはまって、最上五万石取り潰し、主君は加賀家へお預け、おやつぎ慎太郎君は川上家へお預けという、全く敵の測った通りに落着したのだ。うむ。栄三郎は静かにうなずいた。国家郎。 井口関也も、江戸屋敷横目の細谷玄十郎、これらの一党はオン派で、歌集公の庇護のもとに、あくまでお家最高の運動をすると言っている。だが、馬鹿げたことだ。玄八郎はもう一度膝を叩たたいた。そうでなくとも、関英年中から幕府は、諸藩取りつぶし策の一党に出ている。たとえ取りつぶされるまでも、 代代わり集法ごとに領地の分割を図り、十万石を三兄弟に分けるやら、五万石を四兄弟に分けるやら、諸行の勢力を削ぐことに救急たるありさまではないか。どうもがこうと、一旦取り潰された最上家を再興するなどとは思いもよらぬことだ。それで、どうするだから我々は再興運動なんかは豚にくれて、 復讐の一手で行く。何に復讐するか、用もまでもない。党の敵は、川上一つ柳だ。しかし、それだけではないぞ。玄八郎は、膝を乗り出した。一つ柳は、単に血祭りに過ぎぬ。真の相手は、堺歌の神だ。徳川幕府だ。慶安の小説は、何のゆえに、無本した。別記商材門はどうだ みんな苦し紛れだぞ。生きる法を奪われ、救命の土壇場に追い込まれたもの,の、の必死の茂きだぞ。徳川は、百年太平の石を固めた。しかし、剣場の牢を取った武士たちをどう扱ったか。片方で諸を取り潰しの策を取りながら、それによって生ずる無数の牢士たちをどう扱ったか。単に、牢人お取り締まりという一手だ。 たがやすに土地なく、手に食なく、吐きないするに資金を持たぬ無数の老子たちを、諸行の城下から追い払い、江戸府内にも住めるようにする。これが政治を預かる者の正しい策か。我々はどう生きたらよい。源八郎は、激した口調をぐっと抑えて、しかもなお、幕府は次々と諸行取り潰しの策を続けるだろう。 呂人は、ますます増えていくに違いない。仏うじ、徳川のために、幾千城、不尺神妙を誓ったこれらの人々が、今はうなしとばかり、地理悪田のように捨てられていく。溜まって感化していられることであろうか。面白いな。エーザブロは、冷えた逆をとって。どうせやるなら、骨折りがいのある方がよい。天下百万のために、 徳川の威薬へ、一死報いるのも面白かろう。だが、その方法は、同志は、資金は、そして、あとはどうする第一着手は、川上家の家中だ。これが堺歌の神へ王を引く。同志は王旗を必要とせぬが、最上から頼むにたる奴が出布する。資金は、最上家が抜けにで得た隠し軍用金、五十万両余りを握っている。 そしてあとはおいし、最上の水軍だ。伊予の水軍、噂にも聞かれてあろう。ルソン南蛮との交易を固く守って動かさぬ。伊予七だの海上部備。世界は広いぞ。ほう、海外へ押し出すか未練はあるまいが。面白いな。エーザブロウは初めて、生き生きと目を輝かせた。 二。斎藤玄八郎は、すっかり音貝栄三郎の人物に惚れ込んでいた。うねめが原の立ち合いで腕前も見た。一伝流だというが、立ちさばきの柔軟な味は格別で、おそらく、自ら独特の投法を得得しているに違いない。そして、それがまた実に人柄とぴったり融合している。表はあくまでのんびりと管轄で、 当たりが柔らかく、ふんわりと膨らみがあり、いかにも優雅な品位を見せているが、ひとたびその調和が破れると、何とも言えぬ、威圧的な鋭さが現れて、成長、眼光、呼吸身構え、すべてが別人のように、凄みを帯びてくるのだ。これは大した人物だ。原八郎は、すぐそう気づいた。ひょうひょうとして、ものにこだわるところがなく、 巨素動作は融通を無げ、長い老人暮らしをしてきたというが、少しも卑屈でなく、貧乏臭く,さくなく、淡々水のごとき態度である。剣を持てば隙を隠すこともできるが、酒を含ませると大抵の者が尻尾を出す。玄八郎は日頃そう思っていたが、映像部郎の飲みぶりは日頃よりまた実に良い。小さな酒好きで舐めるように飲む。 どんな魚が並んでも、端でちょいとつつく真似をするくらいで、全部はいつもきちんと片付いている。いくら飲んでも酔う様子がなく、それでいて進めれば拒むということがない。乱なさず急がず、悠ゆ々うゆうとして酒を楽しんでいるのだ。俺たちとは種が違う。そう思った。これを同士に加えれば、百人の味方にまさる。なんとかして説得しよう。 ち八郎は、密かに考えて、うねめが原から一緒にいざない、あざぶかんじのな内にある、隠れがへ、伴ってきたのである。どうだ、人肌ぬうきはないか。うん。えざザブうは、生き生きと輝く目をあげながら。どうせひ一つの小んだから、どう生きようと、そこは勝手だが、こんな痩せ腕が、一枚増えたところで仕方があるまい。そんな謙遜は気候に似合わぬ。 謙遜ではないが、実は拙者にも少し先に片付けたい仕事がある。ご身辺のことか妙な話でどう言ったらいいかちょっと困るが、ぜひとも探し出して勝負を決したい相手があるのだ。それこそ面白い。及ばずながら力を貸そうではないか。こうなんだ。エーザブローは逆月を置いた。無論話は例のかすれ声の巨漢のことだ。 今どの事件、高輪浜の事件、前後二回とも、完全に切られていった人の悲鳴が、今も耳について離れない。つまらぬと言ってしまえばそれまでだが、見殺しにしたという自責の念からも、どうかして、例の巨漢を探し出して人たち報いたいと、六十四日の間、道場を回っていた事実を語った。そいつだ そばにいた祖父江金次郎が思わず膝を乗り出して叫んだ。そいつといや、実に奇遇です。不思議な運命です。音が一の眼前に切られた人物は我々家中のものなのです。今度で切られたのは藤田育之丞といって、この斎藤とは爆虐の友。高われ切られたのは安田与右衛門。その他、合わせて四人まで家中腕利きの者が暗殺されたのですが、 今日まで何者の手にかかったか知れずにいたのです。それを記念が眼前に見られたとは、実に意外な話です。三。ほう、それは思いがけぬ。エザブローも事の意外に驚いて。では、ジューザの切られたことも、この人々と何か関係があるのではないか。と思った。話してみようか。 そう考えたが、得体の知れぬ自分の身の上話まで出さねばならぬと思うと、やはり切り出す気にはなれなかった。金次郎は景色版で、すると、そのかすれた声の男は、拙者どもにとっても逃すことのできぬ相手ですが、どんな様子か、詳しくおわかりですか声も忘れぬし、体つきも覚えてはいるが、何しろ二度とも闇のことで、はっきりこうとは言い切れない。 しかし、連れていた人数へ呼びかける言葉付きから察すると、あぶれ道場の指南というところであろう。そやつを探そう。玄八郎がわめくように言うた。おとがい死にも見逃せぬ相手。我々には保有の敵だ。こんな偶然の関わりがあるのも何かの周り合わせであろう。探し出して、切ろう。もし、道場を開いているとすれば、 声と体つきの特徴を聞いて歩けば、分かりが早いでしょう。さもなければ、いずれ麻布に関わりのある者に相違いないから、そちらへ網を張ってもいいわけだ。しかし、エーザブローは遮って、総う勢で狙うのは具合が悪い。騒いでもし、相手に知れると安いことに行かなくなろうし、こちらに怪我でもあると、かえって馬鹿げた結果になる。これは、 拙者一人に任してもらいたいな。だが、我々にとっては、保有のきだ。亡き幾の城の遺恨を、人たち報いたい。それでは、拙者が探し出す役を引き受けよう。もし、麻布に関わりのあるものとすれば、気候たちの顔を見知っているかもしれぬ。拙者なら、その心配はないから、探し当たったら叱るべく、諸君にも、立ち会えるように図らうとしよう。それにしても、 お互いしお一人では探すと言っても大変なことだが、いや、それには別に手もある。そう言いかけたとき、寺男が縁先へやってきて、もし、と声をかけた。なんだ牧町の山と屋から人が参りましたが、そうか、これへ通してくれ。そう言いながら、えしゃくしてち八郎は立った。縁先へ出てみると、 山と屋の手代が、笠高い荷を背負わせた小僧を連れて入ってきた。玄八郎について、玄関脇の小部屋へ通ると、焼吉という手代は、荷物の中から反物を一旦取り出して、え、ご注文のおしのでございます。と、差し出した。ご苦労だった。品を見るから、しばらくここに待っていてくれ。え、お待ちもしております。玄八郎は、 たんものを持って元の部屋へ帰った。待ちかねていた金次郎。小菊殿からだな、と乗り出す。うん。源八郎もさすがに心騒ぐらしく、包みを開いて、さっと不通りのたんものを巻きほぐした。四。不通りの巻き芯まで戻していったとき、中からはらりと手紙が落ちた。 果たして、小菊からのものだった。日本橋牧町の太物書、大和屋八兵衛の名として、麻布、一つ柳家、奥女中として入ってから四十日余り。今日が初めての頼りである。どうだ、分かったか。源八郎が読んでいるそばから、心を忙しく金次郎が聞く。うん。 原八郎は目を上げて、皮膚はまだ麻布の屋敷へ入っていない。藤巻右京がどこかへ隠しているそうで、近日持参ということになっているから、右京の同性に注意せよと書いてある。腹黒め。金次郎は格子で空を打った。今日まで麻布へ渡さぬところを見ると、そこにも何か罠があるのではないか大いにありそうだ。帰り新山として、 中屋敷を預かったのは、そこに若君、新太郎様がおわすからで、これは我々の襲撃に備えた、一手と思っていたが、皮膚を手にしているとすると、何か企むところがあるに違いない。すると隠しているのは、中屋敷だなおそらくそうではあるまい。これにも書いてあるが、中屋敷以外のところに、隠れた根城があるらしいという。しかし、今日まで付け回したところでは、その他に、 立ち寄るところもなかったようだが、中屋敷の周囲には常に同志が見張りをしているし、すでに小物として一名、島村和馬が入り込んでいる。また、その他余命の者に、右京の同性を離れず、つけさせてあるのだ。だが、相手は右京だ。到底一通りのことで行く奴ではないから、一層抜かりのないように手配りせねばなるまい。 そう言って読み残した分へ目をやった源八郎は急に低く埋めいた。どうしたいかん。右京が小菊の素性を見破ったらしい。え、それは。奥方の申し付けで中庭へ桜の枝を切りに行った時、右京が近寄ってきて言葉をかけたという、育の城の妹とまでは気づかぬ様子だが、下屋の屋敷内で確かに見覚えているらしいとある。 これは困ったぞ。では、早く屋敷から抜け出るより致し方はあるまい。承知せぬだろう。玄八郎はきっと唇を噛んで、ほじきから命を捨てろと言われていったし、これにも見苦しい死にざまはしないから、決して自分のことは心配してくれるな、とある。今屋敷を出ると言ったところで、あの気象では運というはずはない。しかし、 右京に見現れては、どんな浮き目に会おうも知れぬ。何としても、脱出させるほかはないと思うが。玄八郎はしばらく黙っていたが、やがて手紙を巻き収めながら。いや、やはり小幾には、思う通りやらせておこう。それよりこちらは、右京と皮膚を抑えるのだ。麻布のお国入りは四月だったな。四月五日が参勤のいとまだ。よし。 それまでに、なんとか型をつけなければならぬ。皮膚が国元へ入っては、どうにもならんぞ。小育のことは、それからだ。五。一時余りの後、エーザブローは、聖漢寺から出かけた。鳥越のお地を、訪ねるつもりである。三吉と別れてから、わずかしか経っていないが、あの時と今とでは、 映ザブローの気持ちはかなり違っていた。月神寺で老いたった映ザブローは何の目的もなく生きてきた。世間の関覚というものを何も知らず、自分の将来についても考えたことはなかった。しかし今はそうではない。彼は今渦巻くような暴風の中にいる。真剣を抜いて世の中と愛対峙しているのを感じる。 体中に心よい力感が盛り上がっているのだ。斉藤玄八郎とその同志たちに会ったのも偶然ではないように思える。西条五万石滅亡という大事件が自分では知らぬうちに奇妙なつながりを持っていた。たまたま眼前に見た今戸と高輪の死闘がこんな風に巻き返す運命の糸の端であろうとは誰に考えられよう。 そこには偶然を越えて、はるかに強い因果の律が動いているのではないか。全く奇妙だ。エーザブローが繰り返してそう思うそこには、アザノチューザが暗殺されたことも、同じ関係に結ばれているのではないか、という疑いがあったからだ。二十五年間の謎であったミノスジョ。明日こそは謎が解かれるという前夜に、 月神寺が炎上し、中座が暗殺されて、ついに手がかりの道は切れてしまった。しかし、中座を殺したヒバの一刀、凄まじい傷口を見たとき、ひらめくように思った。あのかすれ声だ。という考えは、今でも頭から去ろうとしない。あの見事な一刀の致命傷には、どうしてもその考えを、 拒むことのできないものがある。筆跡と同様、立ちさばきにも個性の現れるのはもちろんで、個性が強ければ強いほど、その印象もまた動かし難いものとなる。では、まさにかすれ声の巨漢がやったのかというと、そこにはまた一つ別に疑問があった。中座を切り、月心時に火を放って、身分を沸かす手箱を焼くくらいなら、 どうして暗殺の手がエーザブローに及ばなかったかという点だ。それが未だにエーザブローには分からない。鉄三和尚は江戸を去るとき、俺と一緒に行け、と言った。エーザブはいいやつだ。お前を俗世間の中へ出すのはかわいそうだとさえ言った。鉄三は明らかにエーザブローの身の上を知っている。知っていてそれを嫌い。 むしろ、軽蔑さえしたらしい。だから、手箱が焼け、中座が殺された時、エーザブロウは、えって身軽になったような気さえしたものである。おしょうが聞いたら、おそらく、にやりと会心の笑みを漏らすだろう。そう思いながら、しかし、溶けぬままに残された謎にも、全く未練がないわけではなかった。かすれ声の剣士を撃つのに、 斉藤玄八郎たちの助力を拒んだのは、もし中座を切ったのが本当に彼であったとすると、エーザブ三郎の素性についても知っているはずである。自分が何者であるか。その疑問にまだ執着を失わないエーザブ三郎は、かすれ声の巨漢を探し出して、まずそれを確かめるつもりなのだ。誰に知られるのも嫌である。ただ自分だけで知りたい。 そしてその場で忘れてしまいたいのだ。お前、将軍家の娯楽院だとでも思っているのかかつて鉄山はそう言って笑ったが、たとえ将軍の子であろうとも、今のエーザブロには無用だ。今は生きる道がある。徳川幕府を向こうに回して人暴れ、思い切り暴れてやるのだ。 面白いな。A ザブローは、そう呟いて微笑した。六。ぽつっと、方へ当たるものがあるので、振りあおいで見ると、荒っぽく、水でぼかしにしたように、黒いライオンが、斑点にのしかかっていた。こりゃあ、降るな。と思ったので、足を早めたが、 班長と行かぬうちに雨が強くなり、雷鳴が聞こえ始めた。ちょうど、あたご下の聖章寺の門前へかかるところで、辻かごの拾いようもない。仕方がないので映座部老は、聖章寺の山門の中へ身を裂けた。すっかり雲に覆われて、黄昏のように暗くなった空を、目のくらむような稲妻が走ったと思うと、いきなり雷鳴が耳を打った。 それを待ちかねていたように、肩明かりを受けて、銀色に光る雨が、配膳と襲いかかる。と、道を走ってきた三人の若者が、頭を抱えて、山門の中へ駆け込んできた。ひでえ、ひでえ。こう急に来るとは、思わなかったぜ。手ぬぐいを出して、濡れたところを拭きながら。初の雷様だ。すぐ通るだろう。 俺はし割った。なぜ発来の時に節分の豆を食えば、その年は雷様に打たれねえと言うだろう俺は雷様と来ると、生きた空はねえのだ。毎年発来に豆を食ってさえ死にそうに思ったのに、今年は食わねえから、どうなるか。喋っている二人の職人風の男たち。おめえの臆病には呆れもしねえが、雷様と言っても、 たかが来週じゃねえか。つまり、けだものじゃねえか。人間はおめえ、万物の霊長だ。けだものなんかに恐れていて、今日様をどうするんだ俺はなんだぜ雷が落ちでもしたら、ひっつかめえて、シに叩きうるぐれえな気持ちだぜへえ、うまく言うぜ。去年ひどくなった時には、何度や頭を突っ込んで震えていたじゃねえか。バカ言え、そりゃ立つこと。だ。そら、なるぞ。 紫色の稲妻が山門の暗がりへ眩しいばかりに行こんだと思うと、地軸までつんざくかと思われるように雷が轟いた。植林風の男が悲鳴を上げながらしゃがみ込んだその向こうに彼らと一緒に入ってきた武士がいて、この時初めてエーザブロウと顔を見合わせた。おやというような表情が、 相手の武士の顔に現れた。そればかりではない。その刹那に、相手はこちらへ近寄ってきそうな気配さえ見せた。映像部郎は本能的に身構えを直し、我知らず左手は大剣のつわもとを掴んでいた。それほど相手の様子が重々しかったのである。今のは確かに、どこかへ落ちたぜ。落ちるときはあんなんじゃねえ。 バリバリっとこう、直に頭の芯へ突っ込んでほら。いいんや、落ちた。確かに落ちた。その証拠には、地べたろら足へ、ずーんと響いてきたもの。なんでも雷は、高いところへ落ちるってえから、こんなところにいると、やられるかもしれねえぜ。大丈夫だよ。こんなところより、増上寺の境内には、もっと高え森があら。大地、おめえさっきから、雷、雷って呼び捨てにするが、 雷様といったって損はねえだろう。呼び捨てにしちゃ悪いか。別に悪いとは言わねえが、誰でもそういうこった。何もわざわざ呼び捨てにして、気を悪くさせることはあるね。誰が気を悪くするんだ。誰だって縁もゆかりもねえやつから呼び捨てにされて、心持ちのいいものはねえだろう。ことに、相手はとにもかくにも雷神といって、神様のうちにへってるんだ。じゃあ、何か。 おいらが呼び捨てにすれば、雷が気を悪くして、あだでもするっていうのかそういや、理屈になるがさ。理屈が取りゃ、それでいいじゃねえか。おいらに言わせりゃ、まじ雷様なんて立てまつるから増長するんだ。なんで、たかがけだものを七。エーザブローの鋭い視線を受けて、相手の武士は、 ふいと目を逸らしたが、こちら側きを向くと同時に、その瞳は再び、食い入るように、エーザブローの横顔へ注がれた。何者だろう。エーザブローは、滝のように降る豪雨を見ながら考えた。どうしてあんなに見るんだわけがわからない。はじめ顔を見合わせた刹那の表情は、ちょうど仇持ちが、塔の仇を発見した時のような、 激しい驚きを表していた。今もなお、その目は強い戦策の色を持っているが、しかし敵意のないことだけは確かだった。この間に、激しい雷鳴が立て続けに四五回、まるで三門を狙っているかのようにはためき狂った。吹き起こった突風は豪雨と共に境内の松を揺り上げ、叩きのめし、 麦離した小枝を、つぶてのように、中点へ巻き上げた。怪しい明暗を描きながら、幾層にも重なりつつ、雲は北へ北へと、凄まじい速さで走っている。豪雨は、屋根に地上に、銀ネズミ色の飛沫を上げ、あたりは猛然たるおぼろに包まれた。片隅の方へ寄っていた職人風の男たちは、映像ブロと武士との間に、 何か普通でない気配が漂っているのを感じたが、無駄口もやめてじっと息を潜めていたが、武士の方が、ふいと栄三郎の方へ振り向いたので、ぎょっとしたように一層身を縮めた。武士は静かに一歩寄って、よく掘りますな、と栄三郎に声をかけた。さよ、あるには珍しい雷で。栄三郎は、 門前の道にしぶく雨足を見合ったまま答えなかった。ご住所はお近くでござるかこれが上がってもお互いにせったでは困りますな。さよ。加護でも参ればよいが、エーザブローは見向きもしなかった。相手は話す間も、その目は絶えずエーザブローの全身を見上げ見下ろしていた。失礼ながら、 もし、お出先が遠いのでしたら、この近くに、拙者の地きがおりますから、履物を変えていかれてはいかがでござるいや、このままで結構。ご遠慮には及ばぬ家だが。住所、知りたがっているのだ。エーザブロウにはすぐそうわかったが、相手がどんな目的を持っているか、検討がつかぬので、黙って返事をしなかった。雷名は、 すでに鍛え去りつつあった。黒雲の層も次第に薄くなり、その切れ目切れ目から、時折カッと眩しい青空が覗いた。山門の前にある溝は流れ込む雨水で溢れ、それが早瀬をなして、どう、どうと流れている。ふう、これぞ命祝いだ。身を縮めていた植林風の二人は、よみがえったように立ち上がって、けっ けどっこがこのざまだ。何をやがるてめえも死にそうなつらしやがったくせに。べらボうめえ、顔色グレー変えたってなんだうなは念仏を唱えたろう。ごうざらしな野郎だ。へっ、雷が気を悪くするから様をつけろと、はきれ返って目もあかねえや。悪口を言いながら、二人は手ぬぐいで頭を包み、まだ降っている雨の中へ飛び出していった。 八。それから半時のち、エーザブローは鳥越のお千代の家の二階に座っていた。お千代は探きを置いて、若様が出ていらした後で大変なことが持ち上がったんですよ。なんだ丸菊屋のお通さんが行方知れずになったんです。いいえ、行方知れずと言っても、どうやら見当はついているんですけど。 それをもと、どうしたわけだこうなんです。お千代は手短に、藤巻右京が、丸ルトモを脅して、おつうを手に入れようとしたこと、おつうがそれを嫌って、自分の家へ駆け込んできたこと、そして右京の配下が、この家へ押し入ったとき、おつうが二階から屋根伝いに逃げたことなど、あらわしい話を聞いて、藤巻右京 エーザブローは膝を乗り出した。それは、元西条、一つ柳という大名の家来だった男ではないかええ、それが今は、その御親類の川上一つ柳というお屋敷に入っているんですって。何でも西条家にいる自分、丸友さんの商売の内情を知っていたらしく、西条様は、この間、お取りつぶしになったでしょうそれに引っ掛けて、丸友さんを、 ゆすっているらしいんです。お金も随分と取られたそうですが、目当てはお通さんにあるんですよ。不思議だ。エーザブローは思わず短索した。今度の事件は、いろいろなことが思わぬところに糸を引いている。斎藤一味の狙っている右京、最上家復滅の盾役者、藤巻右京は、ここでもまた、エーザブローの前へ、 その影を投げかけているのだ。不思議って何か思い当たることでもあるんですかそれは後のこととして、おつうさんはそれからどうした何しろ、あたしがマルトモさんへ行ったルスのことで、帰ってみるとその騒ぎでしょう橋場の量や、お棚へすぐ使いを出したんですが、どちらにも帰っていらっしゃらない。もしやと思ったので、大川筋へ人を配る一方、 この界隈のカ屋へ手を回して、しらみつぶしに調べさせると、おちよは座り直した。9。なびきのかごたつの若い者が、戻りかごで、侍ずれの若い娘を乗せたということが分かったんです。それでよく聞いてみると、着物の柄から、裸足だったというところまで、それに違いありません。どこへ送ったかというと、 ついていたお侍の案内で、浅草橋五門街にある、一つ柳様の中屋敷へ入ったと言います。一つ柳一つ柳の中屋敷英三郎は目を輝かした。私の考えでは、と、お千代は英三郎に釈をして、この家から逃げ出した後、やはり右京の手先に捕まって、無理やり連れて行かれたと思うんですけれど、 送っていったカゴタツの若い者の話では、お通さんは別に逆らいもせず、帰っていそいそと、そのお侍さんについていったそうで、私にはそれがわからないんです。それで、そのままか。私なんぞが出たところで、話のつく相手ではないと思いましたから、若様が帰って見えたらと思って。よしよし。エーザブローは遮って、その方がよかった。 相手が藤巻右京では、失敬だが、とてもお前の敵ではない。それで、丸友の方は、どうなっているともかくも、あらまし話しておきましたが、旦那は初はめから、お通さんをお屋敷へ、あげるつもりでいらしたので、もし本当に行ったのなら、仕方がないと、諦めているご様子でした。そうか、それもよし。浅草橋御門街の中屋敷。 そこには最上家の若殿が預けられているし、藤巻右京の根城であって、斉藤玄八郎一味が、兼ねてから狙っている的だ。しかもすでに、同志の一人は、小物として住み込んでいる。あらゆることが、こう、一つところへ集まるというのも偶然だが、英三郎にとっては、ますます、京をそそるものであった。けれども、 心配なのはお通さんなんです。お千代は気遣わしそうに。うぶな娘さんだけにお屋敷へ上がれば綺麗な体でいられないということを様子で察したんですね。ご存知のようにご自分では若様の他に一生の夫はないと決めているんですから。もしもの場合にはすぐ違いをするとおっしゃっていました。本当にすっかり思い詰めていらっしゃるんですから。 早くどうにかしてあげないと、取り返しのつかないことになりますわ。心配するな。エーザブが言ってやるよ。言ってくださいますかちょっと訳があって、藤巻奉行には、ぜひ一度、会っておく必要があるんだ。お一人じゃ、危なうござんすよ。ふふふ。エーザブロは、佐賀月を煽って、お前も三吉の組だな。三吉の組って 俺が道場周りをしながら負けてばかりいるものだから、すっかりエーザブは弱いと決めているらしい。おっと、それで思い出した。今度はこっちで頼みがある。エーザブロウは乗り出して。人を探してもらいたいんだ。町道場の見学と思う。片付きのたくましい大男で、広く声がかすれている。一度聞いたら、忘れられない声だ。その他のことはわからない。エーザブが、 今日まで回った道場は三吉が知っているから、それは除いて他を探してもらいたいんだ。やっとの先生じゃ、ちょいと無理ですが、とにかくやってみましょう。急ぐんですかできるだけ早い方がいいな。ようござんす。明日から手分けをしてやりましょう。あら、すっかりお魚が冷えてしまいましたね。枠様は、ちっとも箸をおつけにならないから、今夜は。 ゆっくり召し上がってくださいましよ。今何か取りましょう。お千代は、いそいそと立った。罠。一。どうだ、小舟。右京は日本の巻物を広げていた。どちらが本物かわかるまい。まあ。小舟は、垂れてくる笑い髪を。 うるさそうに書き上げながら身を乗り出した。よくできましたこと。中の文字はまるででたらめだ。しかし、時代の錆といい、必須といい。これなら、こ実家に見せても、真偽の鑑定は容易につかんぞ。どうしてこんなにできますだろう。これだけにするまでには、事実も金もかかる。120日の間の仕事だが、拙者もこれほどには行くまいと思っていた。 右京は珍しく上機嫌で、二巻をこもごも眺めながら言った。物事は奇妙だな。この一巻が幾多の人を殺し、清水工房の渦を巻き起こしたのだ。火にくべれば一円の煙とカスに過ぎない。こんなつまらぬものが、人の運命を打ち壊したり、発展させたりする。そして、多くの人間たちは、天辺をめぐって、 死滅する時が来ても、これだけは相変わらず残るのだ。古び、すすけ、蝕まれつつ、依然として残るのだ。そう思うと妙な気持ちがしてくる。面白いこと。小船はいたずらそうに微笑して。まるで、お寺様のご説教みたいなことをおっしゃって、富士様でもそんなことを考える時があるんですね。心の好きというやつか。 右京は巻物を収めながら。人間は妙なもので、勝利が自分のものと決められると気が弱る。今日までの右京は、強く張った弓鶴のように、寝ても覚めても一部の隙もない暮らしをしてきた。そうして、丹念に巻いた種が、目を吹き、歯を伸ばして、これからは、ただその身を摘み取るというところまで来ている。こういう時は、ちょうど、 峠の頂上に立ったようなもので、過ぎてきた道も、これから行く道も、一目で見えるから、気の緩みに乗じて、隙ができるのだ。危うのをござんすこと。危ない。お前の言う通りだ。右京はきらりと目を光らせて。今までの道も、火山の上の綱渡りだったが、これからはもっと危険な衝撃がある。それを押し切るには、 右京の心を、千倍も無慈悲に、冷酷にしなければならんのだ。この頭にある知恵が、どれだけ世の中を征服することができるか、右京はそれを試してみるのだ。これが。言いかけた右京の言葉を塗って、少し離れた部屋から、鋭い女の叫びが聞こえてきた。またか。右京は眉を潜めた。どうしてああ騒ぐのだ なんですかエーザブロー様に合わせてくれのバカ様に合わせてくれのって、昨日からひっきりなしに泣いて騒ぐんですよ。エーザブローというのは何者だ見当がつきませんわ。昨日まではご飯もろくろく食べないし、石仏のように黙っていたのが、急にあんな風になって。薬をやったか右京の目が、鋭く細められた。いいえ、まだ。なぜやらぬ 昨日わずっている時こそ、好都合ではないか。飲まなかったら、食べ物に混ぜてやるがいい。それは知ってますけれど。小船は苦笑して。富士様と同様、あたしも気が弱ったんでしょうか。あのうぶな姿を見ると、かわいそうで手が出なかったんです。ふふふ。お前がのう。右京が巻物を収めて、箱を持って立とうとした時、慌ただしく若侍が入ってきた。 二。悲観の箱を収めようとしていた右京は、不意に現れた若侍を見ると、さっと箱を隠すようにしながら。馬鹿者えじゃくなしに入る方があるかほっ。<は>若侍は、ふすま際に閉腹した。何かよほど、老媒しているらしい。何のようだ。老人者が、お目にかかりたいと申して参っておりまする。それをわざわざ取り次ぎか。 ほ、本来、ご門内へも通すべきではござりませんし、いずれも承知のことながら、門本はじめ、式台のものまでが、目違いをつかまつりまして。何の目違いだ。あまりに、西条慎太郎、直俊様に似ておりまするので、背丈から音声まで、ほとんど生き写し、驚くばかりにござります。右京の目が、針のように細くなった。鋭く頭が、 働き始めた時の癖である。おめるかかるまでは、一寸も動かぬと、五玄関に立っておりますが、乱暴もしかねまじき様子と、西条様に行き移しの点も、あまりに不思議。一応、お耳にと存じまして。名は何と申した老人、乙貝平三郎と。まあ、平三郎小舟が思わず振り向くのを、右京は黙れという目くばせをして、 よし、見よう。そう言って立った。玄関へ行って、襖の隙から覗くと、左右を四名の番子に囲まれながら、偶然と、太頃で押したまま立っている映像ブロウが見えた。右京は、一目見るなりぎょっとした。門番や侍たちが、見違えるのも無理ではない。実に、う二つと言ってもよいほど似ている。衣服を変えて、酒液を沿ったら、 ほとんど見分けはつかぬであろう。片方は大名の子であり。こちらは老人者というのに、人品骨葬のけじめもわからぬほど、生きつしである。右京は、ふすま際を離れながら。よし、北の小部屋へ通して、茶貨を出しておけ。は、丁寧に扱うのだ。それから、拙者が呼ぶまでは、何者も参ってはならぬ。固く申し付けておくぞ。 そう言い捨てて、右京は元の部屋へ戻ってきた。小舟は待ちかねて。どうでございました妙な鳥が舞い込んだ。右京は悲観の箱を取ると、自ら次の前へ入っていったが、すぐにそれを収めて座へ戻った。表情がすっかり変わって、薄い唇は引き締まり、細い両目はひょうのような光を放っている。 エーザブロウというのは、あの娘がしきりに呼ぶ名ではございませんかエーザブロウとか、若様とか、それがそんなに似ているんですか似ているといえば、兄弟でも、あれほど似たものはあるまい。不思議だ。が、思い当たることがないでもない。何かあるんですかある。あるが、今それを言っても仕方がない。小船、右京は目で招いた。 耳を貸せ。はい。三。これに手をお待ちください。邸内の別棟になった建物の一前案内されたエザブローは、若侍の扱いがひどく丁寧になったのを見て、さすがに右京だ、と、密かに苦笑した。まだ会ったこともなく、見もしないが。 今まで聞いた数々の噂から、およそその人物が察せられる。こちらは初めから挑んでかかったので、門番などには挨拶もなく通り、玄関でも一暴れするつもりでいたのに、取り次ぎの者が行くと、巧みに栄法をそらして、まるで客でも迎えるような態度をとる。その取りなしのうちに、右京の観光な神経が脈打つように感じられた。 さらに茶化を進めて若侍が下がると、しばらくは人の気配もない。栄三郎はここへ来る前に、麻布の聖漢寺へ立ち寄って、玄八郎と打ち合わせがしてある。それは、お通を今すぐ引き取るより、そこに置いて悲観のありかを探し出させる、という法を取ることだった。それには小物として入り込んでいる同志の一人。 しまむらかずまにその胸を含ませ、万一の場合の備えをしてやろうということになったのである。しかし、このところどうしたわけか。三日に一度ずつ連絡を取るはずのかずまから、とんとおとさたがない。何か間違いがあったのかもしれぬと、方々、お通に思い詰めた真似をされては手遅れと、映像ブローが乗り込んできたのであった。チャガには手も触れず、 映像ブローは単然と座していたが、目は鋭くあたりの様子を改めていた。この建物は古く、直家の時代のものらしいが、元は老職の役部屋にでも使ったかと思われる結構で、開け放した前庭には、まだ後輩の後の残っている戦地が見え、その向こうには、ヤブに囲まれて、新しい建物。それは、新太郎直人氏の達居であった。 ガワル。そのにしてに建築を進めている別棟。これは本殿らしく、八分通り竣工した建物は、新しいイを午後の日にキラキラと光らせていた。池で鯉が跳ねた。不審場で木を打つ音がする。ひさしをかすめて、一羽のおなかが鋭く泣きながら飛んだ。今、 映ザブローが当面している切迫した気持ちとは、およそかけ離れた、あまりにのどかな情景であった。待たせるな。範販時もするのに、人の来る気配もなく、いたずらに柔らかい火が、広縁を滑るばかりだった。何か小細工をするか。それなら、覚悟の上である。どこからどう来ても驚きはしない。映像ブローは、 大剣を取って左へ置き直した。するとその時、庭先へ人の近づく気配がして。あ<っ>、という低い叫びが聞こえた。見ると、日光を背中から浴びて、放心したように立ちつくんでいる娘の姿。おお、お通さん。エイザブロウも驚いて叫んだ。エイ様。苦労しく、かすれた声を上げながら。 転ぶように座へ走り込んできたのは、まさに、マルトモの娘、お通であった。兵様、兵様。お通は逆上したように、兵三郎の膝へすがりながら呼び続けた。助けて、助けてくださいまし。お通さん、気を沈めて。兵三郎は、お通の肩へ手をやって、眠っている者を呼び覚ますように叫んだ。もう大丈夫。 心配することはないのです。エーザブがついています。心を落ち着けて。怖い。怖い。お通はまるで、ザブローの言葉も耳に入らぬかのように、送信を震わせながらすがりついた。四。ザブローは、お通の肩へ手をかけながら、片手でぐっと大剣を引き寄せた。全く、異表に出たやり方である。 くせ者め、と思った。丁重を極めた扱いの上に、まだ愛もせず、こちらで何も切り出さぬうちに、黙ってお通を出してよこした。先手、先手と打ち込んでくる手際、さすがに帰していたエーザブロウも、相手の意図がどこにあるか、全くわからなくなった。お通さん、お通さん、お聞きなさい。取り詰めているお通の耳へ、エーザブロウは、 強い息吹で囁いた。大事な頼みがある。人の来ぬうちに話すから、気を沈めて聞いてください。ひや、ひやです。お通は激しい拒きの声を上げながら、何も聞くまいとするように言った。すぐここから、連れて出てください。怖くて、もう一刻も、いるのは嫌です。エーザブが見張っているんだ。決して怖いことはない。エーザブのために。 もう少しここで辛抱してください。嫌です、エ様。お通はようやく涙で濡れた表を上げ、恐怖と情熱とにおののくめで、じっと男の顔を見つめながら。ここへ連れてきてくだすってから今日まで、お通があんなにお呼び申したのに、エ様は一度も来てくださらなかったではありませんか。お通は夜も眠れずにいました。いっそ死のうかと。 何度考えたか知れませぬ。お待ちなさい。エーザブロウは遮っていった。ここへ連れてきた。エーザブがあなたをここへ連れてきたというのか。エーザブがあここへ連れてきたというのか。エーザブの晩、しエーザブローは急にお通を制して、かばうように一膝乗り出した。右手のふすまの向こうに人の気配がしたのである。エーザブローの様子で、お通はさっと色を変えながら。怖い。 平様、あの男が、と、ぴったりすがりついた。ごめん。粘るような低い声がして、ふすまをすっと開けながら、藤巻右京が入ってきた。大剣も、脇差しもない丸腰である。お尋ねに預かった、藤巻右京でござる。静かにざえついていった。平三郎は、お通に目配せをしながら、油断なく座り直し、 相手の目を見つめつつ、同人、お互い栄三郎でござる。と答えた。右京の目と栄三郎の目が真剣を抜き合わせたように、凄まじく食い合った。それはほんの一瞬のことだったが、その火花のような短い刹那に、二人はじっとりと霊感を感じた。右京は右京の感じ方で、栄三郎はまた、 映像ブローの感じ方で、しかし、まず右京の唇がほぐれた。ごじらいをお持ち申しておりました。ようこそ、お運びくだすった。ほう、拙者を待ってござったとな。それは思いがけぬ。いや、別にたいはござらぬ。右京は女のように微笑して、この娘子が妙なことで、当家へ参り、貴殿の名を朝言うとなく、呼び続けられたゆえ、 先ほど取り次ぎの者のからご生命を受けたまわって、実はほっとつかまつった次第でござる。ご。では、エーザブロウは突っ込むように、この娘の身元がお分かりではなかったと見えますな。さ、それはいずれともご返事はなりかねるが、拙者の方としては、 この娘子がどうして貴殿をかように慕われるか、その点をくと知る必要がござる。それが分かった場合にははははっはは。<laughs> 右京は公開に笑った。そう言われるご様子で、大型はお察し申すことができる。ご昇進のものでござろう。さよ、お察しの通り。お望みなら、この場よりお連れ帰りください。無造作な一言だった。 英三郎はその言葉を聞いた刹那、むらむらと右京を切りたい衝動に襲われた。明らかな理由があったわけではなく、爬虫類に対する本能的な嫌王に似たもので、ただ相手の存在を叩き潰さずにいられない感じだった。反射的に大剣へ動こうとする手を危うくこらえながら、英三郎は鋭く相手を見ていった。 無論連れ戻るつもりで参ったのだし、邪魔をされたら五人十人は切り伏せる覚悟で来たのだが、丸友との掛け合いぶりに似合わず、大層はまたお分かりが早いではないか。丸友の儀もご承知か。右京の態度は相変わらず陰陰で低調だし、映像部老の突き込む栄光を巧みに逸らしながら、いささかも動ずる景色がなかった。もっとも、 ご終身の娘の里親これはご承知が当然であろう。しかし、かの件については、丸友もはじめ、この娘子までが、何か誤解をしているのではないかと思われますが。人にはそれぞれ理屈のあるものだ。さよう。例えば、友江門にしても、拙者といたしては、丸菊屋の暗記に関わる大事を、一存の行為にて救ったまで。また、娘子、 女中にあげるよう勧めたのは、もうよかろう。エイザブローは、無遠慮に遮った。そんな言い訳を、順々と並べるのも気候に似合わぬし、こちらも今更、藤巻右京の、弁想を聞いたところで無益だ。話がわかったら、これで失礼する。エイザブローは振り返って。おずうさん、右京殿からウ許ルが出た。さあ、一緒に帰ろう。 お待ちください。右京が静かに制した。もう一言、申し上げたいことがござる。たくさんだ、たくさんだ。いや、手前のことではない。おとがいしのご一心について申し上げたい。拙者一心のこと。英三郎は立ちかけた膝を戻した。その顔色こそ、右京が待ちかねていたものである。彼は相手の気をついた。見事に。 英三郎の本心を掴んだのだ。記念は、ご自分の素性をご存じか第二子である。ご存じではござるまい。英三郎の目は、みるみる強い後期の光を帯びてきた。気候は知っているのか知っております。それを申し上げたいと存じた。しかし、と言って、右京は口をつぐんだ。 六。これか。エーザブローは初めて頷けた。これが右京の切り札なのだ。自分を丁寧に通したのも、お通を黙って渡したのも、その手にこれを握っていたからなのだ。エーザブローは、しかし油断なく。受けたまわろう。当人の拙者が知らぬという素女、気候ではないか。お聞きになりたいことでござろうな。誰にしても。 この世に生を受けて、己の父母を知らず、体内の血の清濁を知らずでは、すまぬものでござる。例えば、どんな才能があって、どんなに立身出世したとしても、血統家柄が不明とあっては、世間が許さぬ通りです。下郎、町人でさえ、身元の明るい者ならでは、くどいエーザブローは、たまりかねて叫んだ。いらぬことをつべこべ並べずと、 知っているなら言うがよい。第一まだ俺は自分の素性を知らぬとは申しておらんぞ。ほう。ではご承知か。気候はどうだ右京はきっと目を光らせた。英三郎はその目をあざけるように見ながら。藤巻右京殿。気候は己の父母、己の血の性濁を知っているかなるほど。右京は最もらしく頷いた。 しかしそれは、エーザブローに答えたのではなく、どうやら自分の胸中の問答であったらしい。しばらく目を伏せて、自分の美しい指を見つめていたが。では、何も申し上げますまい。ぽつりと言った。そのはずだ。エーザブローは、大剣を右手に片膝立てながら。知らぬことは言えぬ。こればかりは、気候のサルジエでもかなうまい。 どこで何を聞いたか知らぬが、うかつに手を出すと思わぬ怪我をする。口は災いのもとというではないか。はははは。エーザブローは交渉をしながら、お通を助けて立った。それから、一言申しておく。今後この娘には関わらぬがよい。マルトモから手を引かれ、これは拙者の寸死として進定する。お分かりか承知つかまつりました。 宇宙は人間に抵当したが、それでは、拙者からもこれだけ申し上げましょう。軽はずみは遊ばすな。ご大切なご身分に関わりまする。と。映像風呂は、じろっと振り返った。が、そのままお通を促して、縁側へ出て行った。宇宙は、去っていく二人の方へは目もやらず、膝へ手を置いたまま、身動きもせずに、 じっと何事か考えていた。最上家の奥に、妙な噂があったのを覚えている。それは、お次つぎ慎太郎君には、双子の兄弟があるということだ。当時の風習として、創生時はひどくいいんだし、ことに大名の家などでは、非常に嫌っていたから、そんな場合には、一時のみを残し、他は三室において覗くという手段が取られた。 右京はその噂を耳にするとともに、百歩を手を尽くして調べたのだが、時すでに奥方もなく、その場に立ち会った老女も、医者も死去していて、全く手がかりとすべきものがなかった。ただ、一つ思い出して、いささか不審な点は、島中在門という人物のことである。かつて家臣であって、当時退身していながら、 密かに牧や図書と往来している様子だった。あの事件の過中で図書と外部の情報を取り交わす奴とのみ思ったから、右京は人をして切らしめたのであるが、今にして思えば早まった。右京は初めてぎっくりと胸を打たれた。彼を救命すべきだった。だが、すでに遅い。よし。 右京は思い切りよく頷きつぶやいた。網は張ってある。逃がさんぞ。七。門を出て、二十軒ほども行くと、浅草橋五門の石垣の陰から、思いがけぬおち葉が、小走りにかけてやってきた。まあ、よくご無事で。と、言いながら、それを見て、飛びついていくお通を抱き寄せ。 ようご残んした、お嬢様。どんなに案じていたか知れませぬ。お千代さん。と、言ったきり、お通はふるいつくようにして、むせびあげた。もう、大丈夫。A 様がいらっしゃったんですもの。もう、お泣きになることはありません。随分、おつらかったでしょうね。思い詰めて、もしものことがありはしないかと、お千代も生きた気持ちはありませんでした。人が見ますから、泣き止んで。 来るには及ばぬと言ったに。エーザブローは歩き出しながら、ずっと待っていたのが、いくらそうおっしゃったって、これがべんべんと、家に待っていられますか。もう半時もして、お姿が見えなかったら、踏み込んでいくつもりで、あの通り、人数が揃えてあったんです。そう言って、お千代の振り返る方を見ると、石垣の影のところに、若い者が十二三人、 さまざまな風邸をして散らばっていた。馬鹿なことをする。エザブローは笑いながら。命知らずというだけの男が、十五人や二十人踏み込んだところで、武家屋敷を相手にどうなるものか。それより、お通さんに籠でも支度してきた方が気が利いている。おっしゃいますな、ちゃんと。お千代が手を挙げて合図すると、向こうから三吉が籠と一緒に転ぶように走ってきた。 参考も来ていたのが、はたぼうだ。三吉は胸を叩たたいて。先生にもしものことがあったら、はばかりながら仇を取る気で一本飲んできているんだぜ。映像部は弱いからな。<laughs> お通を乗せて、かごが上がった。では、おちよ、お通さんのことは頼むぞ。あら、若様は俺か。俺はちょいと行くところがあるんだ。お通さんのことなら。 右京に食いをさしてきたから、もうエーザブがいなくっても心配はない。いけませんわ。お千代は娘のように頭を振った。せっかくこうして、お嬢様も戻っていらっしゃったのに。またこのままの雲隠れはひどうござんすよ。とにかく一度、うちまで帰ってから。そうしてはいられないのだ。いいえ、いけません。今日はどんなことをしたって、お話申しませんから。お嬢さんだって。 それじゃあ、かわいそうです。では、仕方がない。先へ行け。映ザブローは、仕方なさそうにうなずいた。ご一緒じゃ行けませんかこの日中に、夕顔の姉子と道行きはごめんだ。ババアはどこでも嫌われます。お千代は、ちらと寂しく笑って。じゃあ、参考。お前先生とご一緒に来な。今日は首がちぎれても、話すんじゃないよ。こってんだ。 もし先生にまかれてでも帰ったら、それこそ今度は。いいかいいいって、この間とは違うわ。先生がいたテント組んでテンパに乗って逃げおったって逃がしはしねこうして帯にかじりついてるから大丈夫だ。じゃあ。おちやは会釈し,して先へ。八。先生、先生、うるさい。 だって、そう言っちゃ道が違いますぜ。三吉は頬を膨らせたが、エーザブローは黙って、人通りの少ない裏通りを上野の方へ歩いてゆく。ねえ、道が違いますよ、先生。わかっている。またおいらをまこうってんですか今日はいくら何したってダメですぜ。今日はおいら、命がけでいるんだから。ねえ、じらさねえで帰りましょうよ。ねえ、先生。もしまこうとでもすりゃ、 今日はオイラだって歓迎があるから、街中ひっくり返るような声で、泥棒泥棒ってわめいてやるから、後で怒ったって知りませんぜ。うるさい、黙って歩け。黙って歩けは先生のおぶだ。そう言っちゃ悪いけれども、黙って歩けるくれイなら心配はね。いくらそう思っても、下の方で勝手に動き出すんですからね。もっとも、何か食べてる時には喋らねえんだ。こいつは不思議ですぜ。 なんなら、ま、んじゅうでも、買っておくんなさいな。そうすりゃ、黙って歩いてみせら。エザブローは、むっつりと歩いてゆく。己の父母も知らず、体内の血の聖託も知らず。藤巻右京の言った言葉が、頭の芯へ、昼のように食い入って離れない。どうして右京がそれを知っているか。今日までは、自分だけのこととして、案外に気やすく考えていたことが、 右京の口から言われるとともに、容易ならぬ重さで、のしかかってくるのを感じた。何もかも思い切って、斎藤玄八郎一味と、大事を図ろうと決定した体であるし、今更そんなことがどうであろうと、心を悩ますはずはないのだが、生まれて以来、父母の名も知らず、それこそ事実、自分の血の清濁も知らぬ者にとっては、何でも構わぬで済む問題ではなかった。 慶長の昔、ルソンに真の父ありという噂を聞いて、根結の娘が単身船に乗って異国へ渡った話もある。人の子として見ぬ親に憧れを持つのは改めて言うまでもなく、その熱心の激しさは親を持つ者には到底理解しがたいものであろう。右京は知っているかそれとも風評を聞いて、 単に俺を脅そうとしたのか。知っているのだとすれば、どのような手段を持ってしても聞きたいが、右京のくわてだとすると、うまうま藁に落ちることになる。だが、あの様子は不審だ。始めから終わりまで、右京の態度は低調であった。せっかく手に入れたお通を、一言の用もなく戻したし、別れ際には、警挙をするな。 ご身分に関わる。と言った。腹黒い奴だけに、企むところも尋常でないことはわかるが、あの態度には、ただ罠をかけたというだけでないものがある。その点の差別が、どうしてもつかぬのだ。ねえ、本当にどこへ行くんですかいもう、おかちまちですぜ、先生。おいらをかわいそうだと思ったら、いい加減に鳥越へ帰っておくんなさいな。 また姉子にカスを壊されるだけですぜ。とてもおら、しのぎがつかねえ。まったくのところ、俺は。三吉が喋りを続けようとしたとき、二人のそばを行き過ぎたカゴが四、四五軒先でピタッと止まった。9止まったカゴの中から、一目でそれと知れる加害の風俗をした若い女がついと出た。まあ。 A 様ではござんせんか。声をかけられて見ると、それは英三郎がかつての馴染み、新吉原大橋屋の前切りの部屋にいた心臓のお若であった。よう、お若が、お若じゃありませんわ。女は、大行に睨みながら、高尾の船からまるでいたちの道じゃござんせんか。ホイランが、どんなに心配しなすっているでしょう。そういえば、 月神寺も飛んだことでござんした。お見舞いにも上がらず。みんな無事か。はい、おかげさまで。何しろ、小松蔦屋で訪ねてもらってもわからず、月神寺へ行ってみれば焼けたっきりでしょうどうでもして、あなたのお行方を探してくれと言って、舞衣さんは半分病人のようになって騒ぐし、ほとほと私は痩せてしまいましたわ。痩せてそれだけ肉があれば結構さ。 冗談どころではありません。これからちょっと、お顔だけ店にいらしてくださいまし。そうでないと、私たしがおいらんに取り殺されますわ。嫌だっておっしゃっても聞きませんよ。それに、舞衣さんのところへ、仙人様からお手紙が来ているんです。A 様に宛てたのも、お預かりしてありますわ。おしょうから手紙 ?A 三郎はぎょっとした。いつごろ来たどこから日だからのお便りで。 来たのは半月も前でしょうか。拙者に当てた分があるとお届け先が知れませんから、そのまま、おいらんがお預かり申していますの。行こう。先生三吉が、びっくりして袖を引いた。ダメですよ。そんなことを言って、また帰らねえ気でしょ帰る。大丈夫。用が済めば帰るから。お前、先へ帰って落ちように。行けねえ、行けねえ。おいら姉子から。 首がちきれても話すなと言われているんだ。帰るなら一緒だし、そうでなければ、どこまでだってついていか。わからぬことを言うな。聞いた通り、行く先は来る場だ。子供の来る場所ではない。冗談じゃねえ。こう見えても、ましらの三吉だ。兄たちに連れられて、二度や三度は、お門をくぐってるんですぜ。しようのない奴だ。ほこぞうさん。そばからお若が。A 様には、 大事な御用があるんですから、今日はあたしに預けておくんなさいまし。決して悪いようにはしませんから。ふん。尻尾のねえ狐が何を嫌がる。お小僧さんだなんて人は見くびるな。夕顔の姉子の身内で、わしらの三吉といや、ちったん名の知れた兄さんだぞ。悪いようにはしねえだって。大事な先生を、てめえちめげつなに、おいそれと渡せるが、べらぼめ。よしよし。そんなら一緒に来い。 エーザブローは仕方なしに苦笑した。十。オショウから手紙が来た。その一言は、エーザブローをほとんど転倒させた。鉄山こそ、彼の素性を知っている唯一の人だ。たとえ証拠の手箱は焼けてしまっても、オショウだけはその内容を知っているはずである。とすれば、その手紙の中に、 もしや、片鱗でも示してありはしないか。そう思ったので、エーザブローは、躊躇なく車へ向かった。お若とエーザブローの籠について、三吉は尻をからげて向こうをはちまき、汗をふきふき走ってゆく。籠へ乗れというのに、どこまでも用心深く、一発見張る気で駆け出したのだが、戦争時近くまで来ると、へたばってしまった。三吉、三吉、 どうした走りながら村口をやめなかったのだが、シャビセン堀あたりからぶつり黙ってしまったので、エザブローが籠の垂れを開けて覗いた。お赤の籠からさらに二三軒遅れて、足を引きずるようにヘトヘトになってようやく駆けている三吉。斜め後ろから浴びる春の日光に、顔一面ギラギラと汗が光って見える。どうだ エザブローは笑って。だいぶおとなしいようだが、そのあたりで人喋り始めないか。そう黙っていた。舌が干上がってしまうぞ。と、と、うん。まんじゅうを食わなくとも、そうして走っていれば喋らずに済むらしいな。おかげでこちらは大助かりだ。それ、石につまずくぞ。と,と、と、と。何何か言ったか 面白そうに笑っていた映像ブロの目が、ふいっと引き締まった。走っている三吉の後ろ、ごけんのところをかごが一丁来る。そのかごの垂れが上がって、女の顔がひょいとこっちを覗いたのだ。それだけなら別に何でもないのだが、覗いた途端に振り返っている映像ブロの目と、ぴったり瞳があったと思うと、慌ててさっと顔を隠した。 間も相当に離れているし、ほんの目ばたきする間の出来事だから、相手の面差し格好もよくはわからなかったが、瞳のあった刹那に、ぎょっとした女の表情は見逃さなかった。つけているな。イエーザブローは直感した。不況だ。バカなことをする。つけてどうすんのだ。そう思った時、ふと別に二つのことを思い出した。一つは昨日。 聖章寺の三門であった武士のことである。まじまじと執念深く見守っていたあの目つき。住まいを知りたがっていろいろと話しかけたあの態度。ただ、その場限りの興味ではなかった。確かに何か深い死災がある様子だった。もう一つは、お通を一つ柳の中屋敷へ連れ込んだという男の件。お通はあくまで、 英三郎が連れて行ったと言っていた。妙な符号だ。お通までが見違えたとすれば、自分に似た男というのは確かにいるのだ。そして右京は、その男を知っている。待てよ。英三郎は、かごの中で頭を振った。聖将寺の三門であった武士も、ことによると、その男と思い違えたのかもしれぬ。そして、 お通を中屋敷へ連れ込んだところから察すると、その男は確かに、右京と何か関わりがある。おい、おい、かごや。映像部老が不意に呼んだ。十一、どうなさんすのお赤が不審そうに顔を出した。ちょっと、途中で立ち寄るところがある。お前は先へ行って、小松つた屋に支度をさせておいてくれ。 あとからすぐに行く。きっといらっしゃいますか野暮な念を押すな。では、前犬さんと待っていますからね。お若は会釈し,して、籠をやった。エーザブローは、大剣を刺しながら。おい、参考。かわいそうだから、貴様に付き合って歩いてやるぞ。参った。鉢巻きを取って、襟首から胸の方まで、ぐっしょり流れる汗を拭きながら、三吉は、 ヘトヘトのありさまで近寄ってきた。だからおとなしく、かごへ乗ればよかったのだ。だって、先生、そうはいかねえよ。何しろ乗っちまえば、かごとかごだ。当たり前よ。曲り角でひょいとはぐらかされても、それっきりじゃありませんか。それくらいの見通しがつかなくって、人間一人預かれるかってんだ。また始めた。もうその辺でやめておけ。言いながら、後ろへ目をやると、一丁ほど向こうの茶屋店の前で、 例のかごが止まった。果たして、と、見ぬふりで見ていたが、かごかき二人が、すっと茶せへ入ったきりで、中から女の出る様子がない。はて、エいザブロうは、ずっときびすをいした。どうするんだよ黙ってこい。何気ない風で、ゆっくり戻る。茶ま町というくらいで、両側ずらりとかけじゃやが並んでいる。春ではあり。 戦争時三景の人々で、どの店もいっぱい混んでいた。置いてあるカゴのそばを通ったが、中は空であった。いない。気づいたのだ。あの目を見合わせた刹那、相手もこっちの目の動きを見たのだ。それにしても素早い。あれから四五うと来ぬうちではないか。カゴかきに聞こうとも思って、ふと足を止めたとき、映像ブローは、 ピンと神経響くものを感じた。女がこちらを見ている。素早くあたりに目を配ったが、それらしい姿はどこにも見えない。道には寺侍らしい二人連れと、河原家の荷を担いだ老人、差し売り、三景帰りの町屋の老婆と嫁らしいのが、はしためをともにゆっくり歩いてゆく。どの茶店にも老若男女の客がひしめき合っていて、往来の者のは対話もないが、 特に、この女こそと思われるようなものは見当たらなかった。しかし見ている。それは疑う余地のない感じだ。ちょうど、聖章寺の山門で、道の上にしぶく雨足を眺めながら、妙な武士の瞳をはっきりと意識していた、あの時と同じである。目でも耳でもなく、直に神経へ響いてくる感じだ。全然何を考えてるんだぞ。 う、なにエーザブロウは、ぐっと頭を振って。参考が珍しく黙ってるから、褒美に茶でも飲んでいこうかと思ったところだ。けれども、こんなところで水のような茶を飲むより、まあ、急いで行って、交戦でもやる方がよかろう。おい、田んぼを行こう。と、右手へ折れた。十二。引き手茶屋、小松津田では、 すでに主席の支度も整い、大橋屋の亭主はじめ、舞犬、袖萩、忍など、かねて馴染みの女たちが、おのおの部屋子を伴って来ていたので、栄三郎が現れた時の騒ぎは割れるようだった。二度や三度は黄門をくぐっていると、大いに威張った三吉は、この派手な座へ入るなり、すっかり上がってしまい、ぴったり栄三郎のそばへひっついた霧、 石のように固く、座った膝へ、両の拳を突っ張って、どんぐりまなこを無性に剥き出している。舞姫はすぐ、エーザブロウの方へすり寄った。おぞうさん、エー様は私が預かりますから、あなたは向こうで、カモのたちとスゴロクでもしてお遊びなさいましね。な、ん、なんで、スゴロクなんぞ。スゴロクが嫌なら、ごも将棋もござんす。さあ、お前はこちらへ来て、 私たちと一緒にお遊びなさいまし。カムロの一人が立ってきて、そっと袖を引きながら言うと、三吉は金時のように顔を赤くしながら振り払って。えい、え、えい、え、触らなえい。俺は帰るまで先生を見張っているのだ。なんと言われたって一寸も離れるんじゃねえ。まごまごすると向こうずね食いつくぜ。はっはエザブロは笑って。 舌が達者だと思ったら参考。歯の方も効くか。面白い面白い。緑、お前ちょっと、すねを出して食いつかせてみろ。もういいよ。怖いお小僧さんね。何を嫌がるこっちの方がよっぽど怖いや。へん。それが踏んでだろう。映ザブローは振り返って。みんなこれには構わず始めよう。参考。お前、高専だも飲むがいい。あたしがいただいてきましょう。 緑というカムロが立つのをしように、一座はにぎやかな酒になった。早速だが、お正から来た手紙を見せてもらおうか。舞犬は男の手を抱えるようにして、潤みのある大きな目で睨んだ。来るそうそう、そんなことをおっしゃるような、不実なお方には見せてあげませぬ。手紙を見るのはそんなに不実か不実かとはよく言えました。高場の船から落さたもなく、 人をやれば、お寺は火事。もしやその時、お怪我はなかったか。ご無事でおいでなら、お便りくらいはあろうと。こちらは本に本に、病みつくほど思っていたものを。こうしてやっと、お顔を見せてくだすったと思えば、すぐに手紙を出せなどと、平気なことをおっしゃる。本当に、兵様は不実どころか、世界一の情け知らずでござんすよ。おいおい、そばにお目付けがついているんだ。 あんまり毒は一個なしに頼むぞ。どうせあたしが言えば毒になりましょう。嫌われていると承知で惚れたのがあたしの因果。来るはうちの評判も恥ずかしい。三年も勤めていて、あんなに伸ばせながら一度の守備もないとは。大橋屋の前犬もよっぽどの手なしと聞くたびに死ぬほど悔しいうご算んした。今度会うたら命にかけても。ずっと手を伸ばして、 エーザブロを抱きしめようとしたとき、三吉がぐいっとその手を押しのけて、よい、先生に触るない、と、怒鳴った。なんで、おいらの先生にはな、丸友トのお通んだの、羽子だのがついているんだぞ。おめっちのような、そんな、羽なんか。なんで、先生の体が、汚れ出るわ。三バカなことを言うな。い,いわ誰がなんて立っていいわ。おいらの先生はな、 そこいらに転がってる、朝木裏たお人柄が違うんだぞ。何を言ってやんで。三吉の目から、素晴らしく大きな涙が、ポロポロと転げ落ちた。十三。バカだな、三考。エーザブローは苦笑しながら、兄弟分と一緒に、二度や三度は大門をくぐったというほどなら、 そんな野暮は言わぬものだぞ。さあ、エ、えーザブが酒付きをやる。一杯飲んで、機嫌を直せ。酒なんか綺麗だそう、へそを曲げるな。それ。自分の酒付きを持たせ、手図から尺をしてやりながら。この通りだ。形は小粒だが、このお目付けは、がっちりしているぞ。前なんぞがいくら手札を用いても、こういう付き人がいる以上はとてもダメだ。さあ、もっとそっちへ行って。 自慢の歌でも聞かせてくれ。知りません、憎いお小僧さん。バイギヌは本気に睨んだ。てあんで、三吉は肩を突き上げた。まだ元服こそしちゃいねえが、おいらだってもう十五だぞ。お小僧さん、お小僧さんと、そう安く言うない。おかしくって腹の皮がよじれら。もういい加減にしろよ。貴様のおかげで、すっかり座がしらけてしまった。さあみんな。 少しにぎやかにしよう。それがようござんす。女たちはすぐ三味線、太鼓、笛などを取り寄せた。一座はようやく息が抜けたように、にわかに喧かの声で浮き立ってきた。まぎぬ、手紙を見せろ。見せたらすぐ、お帰りなさんすでしょういずれにしても、日が暮れたら帰る。手紙が見たさに、用事の途中を回ってきたのだ。では、 手紙が来ていなかったら、今日も来てくださるところじゃなかったんですのね。お前は知らないのだ。エーザブローは苦笑して、今のエーザブは貧乏だ。たとえ来ようと思っても、こんな場所へ来られる心象ではない。嘘をおっしゃいますし。マイギヌは睨んで、この小松んにも、あたしのうちのお内緒へも、鉄山様が、お金は担当を預け遊ばしてありますわ。それをご存じないはずはござんすまい。 知らなかったが、知っていても、それとこれは別だ。何が別でござんすあの頃はエイザブも世間を知らず、お尚のしてくれることを黙って受けていた。食べるから飲む、遊ぶことまで、そうするのが当然のように思ってしていたばかりだ。しかし、お尚の手を離れてから、エイザブはいろいろのことを知った。たとえお尚が一万両を預けて行ってくれたとしても、今のエイザブは、 その金で遊ぶ気持ちはない。ははは。話が理に落ちてくる。エーザブローは笑って、こんな話はする方も聞く方も面白くないものだ。とにかく、今日はくれるまでゆっくり遊ぶから、お尚の手紙を見せてくれ。はい。舞犬は、うつむいたまま、清和げにうなずいて、懐からそっと手紙を抜き出した。ありがとう。 映像部老は受け取って、封を切ろうと手をやったが、不意にそのままピタッと手紙を小中に置いて目を閉じた。お前、将軍家のご楽院だとでも思っているのかそう言って笑う、鉄山御将の顔が大きく眼前に見えたのである。沸き立つような喧嘩の中に、映像部老は石のごとく動かなくなった。 闇の声。一。日が、とっぷりと暮れた。新吉原の車ができてこの方、三夜通りは急に新しい町屋が増えてきたが、まだ昔ながらの古い藁屋根の家が多く、瓦家とか、傘とか、雨がっぱとか、藁地などの類を、一種ずつ専門に作って売る店が、いかにも古い街道口らしく、 すすけた油商寺に看板の文字も怪しく並んでいる。車へ通う人の往来には早く、商い人は荷を収めた後で、一国のひっそりとした夕闇に包まれている町筋を、堀の方からまっしぐらに来た一丁のカゴが、山越しと野木安丼を掲げた奈良茶店の前で止まる。と、中からすっと出た女。待っていてくださいよ。 口ばえに言い捨てて、茶店の中へ入っていった。小舟である。店の中では、水管士と呼ばれる霊のかすれ声の巨漢が、いつか浅草ご門街の長屋敷でも連れていた、三名の荒くれ武士と共に、酒を飲んでいたが、小舟を見ると、ギロリ目を光らせながら、来たか、と、一言。来ました。でもそんなにせかなくとも大丈夫。 ここへ来るまでには、まだ早くって、市販時はかかりますよ。小船は連れの方へ。ご苦労様。と、会釈し,して。それで、富士様は、どうしろとおっしゃって。他に仕方があるか水管師は、酒を突き出しながら、すさまじい高宝の刀傷を、八軒の火に光らせて嘘ぶく。拙者が出るほどだ。死祭はない。 私には、不に落ちない不死がある。い,いえ、あなたはご存じないのだけれど。そうかしら。やっぱり、そうするのかしら。そうするとは、何よ。今夜のが、どんな人か、富士様からお聞きでしたか知らん。小舟の教えるものを片付けろ。そう言われてきただけだ。片付ける小舟は、眉を寄せたが。なんだか、妙な気持ちだこと おかしいじゃないか。なぜまた一人でそんなに気を病むのだ。これが初めてというわけではなし。ことに、お前などは右京の。いや、はっはっ右京先生の知恵袋だから、何もかもよく知っているはずだがの。それだから妙なんですよ。小舟は、考えのまとまらないのがいらだたしそうに、右手の指で額をトントンと軽く叩きながら言った。 あなたはご存知ないけれど、今夜の人というのが、最上の若様に、うり二つというほど似ているんです。他人の空には珍しくもない。そうかしら。性格好から、声つき見ごらしまで行き移しなんて、そんな他人の空にがあるかしら。まあ、似た犬は別として、お前の考えはどうなんだ。何をそんなに。はあ、わからない。小船は、荒い髪を、 ぐっとかき上げて。なんだか妙な気持ちがする。あの人を切ってしまって。それで。いいえ、富士様は何か死案違いをなすっている。拙者の知ったことではない。水艦士は逆月をかちリと伏せ。おい、そろそろ腰を上げるぞ。と、連れの武士たちに言った。二、ハルサムというのであろう。 小松つた屋を出ると、ひんやりしたヤキが、軽く酔いを発した方に、心よく感じられた。カゴを拾いましょうか大門を出たところで、三吉が聞いた。んまあ、歩こう。だって、姉子が待ちくたびれて癒すぜ。聞こえなかったのか、答えずに、ゆっくり包みへ上がる。エーザブロウの右手は、内部ところで、まだ、封のままの手紙を握っていた。 先生。ねえ、先生。なんだどうかしたんですか何を。だって、三吉は、おずおずと横目で、エーザブロを盗み見しながら。だって、さっきから今日にご機嫌が変わっちまって、変だ。そうかオイラがあまりオダをあげたんで、怒ったんじゃねえんですかそんなら勘弁しておくんなさいの。オイラだって、あんなキザなことは言いたくなかったんだ。けれども、あのメグツネの野郎が、 あんまりずけずけと先生に絡むんで、おやみに腹が立って、しようがなかったんだ。安く扱い上がって、なんだあの腰じゃろめ三浦屋の高尾の爪の枠でも戦時点の方が嫌。大橋屋だなんて、格式がどうのこうのと鼻にかけているようだが、当節そんな割だと思っていると、大違いのこんちきだ。そこへ行くと、三浦屋なんぞ。どこで聞きかじったか、今できの車再建みたいなこと。 一人でベラベラとべらべらと喋り立てる三吉。栄三郎は懐でのままむっつりと歩みを運んでいる。自分でも呆れるほど妙に浮かない気持ちだった。車へ行くまではどんなことをしても自分の素性が知りたく。そのためなら千里の道も飛んで行くつもりでいたのが、鉄さんの手紙を手にした途端に、ふいと説明しようのない不安が胸へ突き上げてきた。 将軍家のご楽院とでも思っているのか。あざけるようなお尚の声が自邸へよみがえって、張り詰めていた家三郎の気持ちをぐらいと大きく動揺させたのである。その手紙に果たして身分素性のことが書いてあったかどうか、もし書いてあったとしてそれを受け止めることができるかどうか。たとえ古事記の子でもいい。 自分の体に流れている血の筋が分かれば、とまで思っていた。そのひたむきな気持ちが、果たして、事実であろうか。エーザブローは、はたと迷った。お尚の言葉が、改めて、生々と、意味深く、刺すように思い返される。こうして、酒を飲み、気楽に遊び、悠々と生きている。これでいいじゃないか。誰の子で。 身分がどうのこうのと、おい、そいつは野暮だぞ、エーザブ。おしはそう言って笑った。そして、エーザブ郎のスジが、いよいよ明るみに出るという前夜になって、卒然として、旅へ出て行った。エーザブのような男を、俗な世間へ突き出すのは惜しいものだ。どうだ、鉄さんと一緒に、旅へ出ないか。冗談めかして言った整理に、 そのまま聞き逃せない真実の調子があったことも思い出されてくる。それらの数々、張り詰めていた気持ちの揺らぎ、どうしても映ザブローには手紙の封が切れなかったのである。三。堀から三夜通りへ出て、一丁余り行くと、左手が隅田川の水の入る沼地、右手に ジレンジという寺の土塀になった寂しい場所がある。沼地の水面にはすくすくと足が伸びているし、右側にはぐるりと川柳が枝をかわし、闇の中に人の佇むかと見える影のかがまりがある。ジレンジの低い門の前まで来かかった時、エーザブローは不意に目を上げながら立ち止まった。道の上の闇のどこか。 狙う者の気配を感じたのだ。どうしたんですエーザブローは三吉の声を手で制し、息を引きながらじっと闇の彼方へ目を注いだ。右京、やったな。ひらめくように思った。それでおとなしく返したのか。陰銀を極めた昼の応対が思い出されるし、後をつけてきた妙な女のことも頭をかすめた。 三吉。えお前、先へ行け。な、なんで今日にまたを。何も言うな。二丁ばかり先へ行って待ってろ。すぐ追いつく。少年ながら三吉は、エーザブローの恋いつき、見ごなしに、普通でない気配を感じた。先生、何買ってるんですね。ん場所からだからな。向こうの川柳の影か,から、イタチでもお化けて出るかしれんぞ。おとかしっこなしにしましょうや。 やろうとするのを。いいから行け。と、押し合った。やだ。何が出さっておいら、先生から離れやしねえ。ふん。鬼でも化け物でも、出てみやがれ。映ザブローが、再び立ち止まる。じっとあたりへ目を配ったが、参考、出るぞ。え三騎士が、ぎょっと振り向いたとき、いつ出たか、二人の人影が、闇の中を四、四五軒後からつけてくるのを見つけた。 先生、後ろから。大丈夫だ。狙っているのはエーザブ一人。お前なんか何はされやしない。早く向こうへ駆け抜けてしまえ。だって、先生が。へえ、足でまといだ。行け。肩を疲れて、三吉は、立ったと、飲めるように闇を走っていった。エーザブローは、両手の指を揉みほぐしながら、ゆるゆると、歩を進めていく。軽く酔いを発した後で、神経は、 すっきりと冴えているし、身内の力感も心よく充実している。ただ、不利なのは闇だ。どれほどの人数が来るのかわからぬ。この闇の中で、八方の襲撃を感知するのはちょっと困難である。何、それもよかろう。こちらに不利なものは、向こうにも不利なわけだ。人数が多ければ多いほど、迂かに必殺をかけると、投士打ちになる。 んまた出たな。エーザブローが足を止める。刹那、右手の闇から一人、ずずっと現れて、行く手へ立ちふさがった奴がある。エーザブローは一歩退き、ジレンジの土兵を背にして前後を見る。狙う人数は四つ、じりじりと近寄ってきた。四。相手は確かに、 不意打ちをかけるつもりだった。しかし、エーザブローが早くも察知したので、切って出る機会を失い、ついに正面から取り詰めるという成功法になってしまった。エーザブローは、じっと左右を見ながら、おい、と声をかけた。右京から頼まれてきたんだろう。こちらの支度はできているんだぜ。遠慮なく、どこからでも切ってこい。人を待たしてあるんだ。 手っ取り早くやってくれ。江戸っ子は気が短いぜ。左手の三人が、ゆらりと入れた。途端に、右手から、それを制しながら。待て待て、湯の木。と、声をかけて、進み出た奴がある。あっ。映像ブローは、その声を聞いた途端に、思わず口の内で、驚きの叫びをあげた。六十四日の間、探し求めていたかすれ声。あいつだ。 思うと、予期しなかっただけに、頭の中が渦のように混乱した。果たしてこやつだ。右京の同類、中座を切ったのも、臆測でなかった。すると、自分の素性にも関わりを持っている。ほんの一瞬の間ではあったけれど、光のひらめくように、これだけのことが、頭の中で絡み合った。おい、若い先生、そう言って近寄ったのは、 言うまでもなく、水管師である。だいぶ元気がいいな。それにどうやら少しは使えるらしい。面白い勝負ができそうだから、俺が相手になってやる。待て。エーザブローは一歩開いた。その前に、一言聞きたいことがある。俺を、音がガイエーザブローと知って切るのか名前なんか知らん。俺の素性を知ってかそれも知らん。何も知らんよ。金をもらって人を切る。 それだけの話だ。嘘ではない。こいつは何も知らないのだ。ただ、右京の手先を務めるだけのやつだ。では、もう一言。エーザブローは左手で、大剣のつばもとをぐっと握りながら言った。花川ーの月心寺で、中座という老人を切ったのは気候か。名は知らんが切った。高輪の浜で二人をやったのを、よく知っているな。 言葉を交わしながら、二人は互いに、相手の身構え、呼吸を探っていた。できる。エーザブローは舌を巻いた。これまでに二度、相手の立ちさばきを見ているが、現にこう相対し、一切なに生死を落としていながら、その成長には未人の揺るぎもなく、その構えは十五をよく備わって、一点の隙もない。ほう、水管師が、妙な声を上げた。 こいつは珍しい。結こう。お若いがずんとできるな。どうせ切る相手と思ったから、べらべら軽口を叩いたが、これはなかなか、うっかりすると、こちらがやられそうだぞ。おい、湯の木、ウキウキと振り返って。勘弁も松倉も、みんなよく見るんだぞ。今夜こそ、本当の真剣勝負だ。こんな立ち合いは、五年に一度とは見られないぞ。 そういう調子の、いかにも平平淡々としているそこに、説明しようのない世紀が、まざまざと感じられた。名を聞こう。映像は、すっとセッターを脱ぎながら言った。ご。中、か。水管士は、にやりとして。宇治は平で佐藤。名は幸子郎。水管士という孔を持っている。佐藤幸子郎。 無名の貧剣士だ。無名どころではない。映ザブローは無論会ったこともないが、武芸者の間に今でもその噂は絶えない。鹿島神流から出て、自ら混合流の一派を開き、その岩石割という投法に至っては、全く適するものなしとまで歌われたものである。しかしそれは二十七八までのことで、その後どうしたわけか、不意に世間から、 姿を隠してしまった。あるいは主読のために病死したともい、慶案の小説事件に引き込まれて暗殺されたとも、また山中に隠れたとも、噂はとりどりに残っているが、事実はまるで分かっていないのだ。佐藤先生とは思いがけぬ。A 三ブロは驚きを隠さずに言った。大噂はかねて聞き及びました。しかし、 佐藤先生が、かようなことをなすっておられるとは、いかにも意外でございますな。はじめようか。水管師、佐藤孝志郎は、英三郎の言葉を聞くことがたまらないらしい。強く頭を振ると、無造作に大剣を抜いて、二三歩下がった。しばらく、お待ちください。十分に立ち会ってみたい。そう思った英三郎は、えしゃくをして、手早く汗止め、 たすき、そしてそうしっかりとはしょるや、川旅のキビスにしっとりとした春の土を二三度踏み試みてから。お待たせ申しました。いざ、と、大剣を抜いた。水管子はその様子をじっと見つめていたが、急に双眼がきらりと光を帯びてきた。久しく感じたことのない闘志が身内いっぱいに膨れ上がったのだ。 全身を叩きつけて戦うべき相手を見出し、これを征服しようとする大きな力の喜びである。おい、湯の木、と振り返って、今夜は誰も手出しをしてはならんぞ。黙ってよく見ているんだ。そうあめくと、三尺二寸はあろうという、ほとんど無ぞりの剣を聖願にとって、いざいと構えた。英三郎は聖願。 剣先を相手の目線につけて、やや小手上がりに構えた。栄三郎も上背のある方だが、水管子はそれよりさらに二寸近く高いであろう。岩のような肩、たくましい骨つき、のしかかるような体勢でじっと呼吸を図る様子は、まさに獲物を狙う猛虎の姿であった。それに対して、栄三郎はどこまでも柔軟である。やや、 片足を引いた身構えはふんわりと軽く、圧倒してくる敵の気合を風のように受け流しながら、しかも測りしねぬ変化を処理に増している。両者とも無言だった。こういう立ち合いになると、どちらかが声を発した時、動きを起こした時に勝負は決まってしまう。白息数息の病患といえども、今日をつかまれたらそれが最後だ。 次第に、気の熟してくるのがわかる。引き伸ばした金銭が、張り切れるだけ張り切って、まさに、音高く、立たれようとする刹那。生死を分かつその刹那が、見得るごとくに迫ってきた。不意に、湯の木という男が、先生、役人がと、叫んだ。同時に、凄まじい良子の掛け声とともに、水管師の強盗が空に踊り、映像ブローは体を沈めながら、 二三軒左へ、つぶてのように飛んでいた。六。五葉と書いたちょが六つ。闇の中をまっしぐらに走ってきた。正殿下に住む目明かし、虎やモンジロとその子分の者たち。先へイダ天のように駆けていくのは三吉だった。エーザブロに逃げろと言われて、二三町は夢中で駆け抜けたが、ふと、 トラヤのことを思い出したので、今評判の辻斬りが出たと言って連れ出してきたのだ。早く、早く来てくんねえな。大丈夫。当たるには及ばねえ。月神寺の先生なら辻斬りの三人や五人出たって間違いはねえ。四十寺へ出入りをしていて、栄三郎の腕もよく知っていた文次郎は、ことによると栄三郎がうまく辻斬りを、 仕留めてくれるかもしれぬとさえ考えていた。あそこだ、あそこだ。三吉がわめきながら踊るような格好で走っていく。と、闇の中に白人を引っさげて、英三郎が一人著立していた。は、先生。け、怪我ありませんか昇殿下の文次郎さんを呼んできましたぜ。お互い先生。古文と共に文次郎が息をつきながら駆けつけてきた。 映ザブローは、ジレンジの方を見合ったまま。残念だ。と、つぶやいている。どうなさいました辻斬りはどこで辻斬り逃げましたかんお前たちが来たので、せっかくの者が、またお預けになった。わ <laughs> しゃあまた、先生残ったから、てっきり仕留めておくんなさると思って癒したわ。そいつは残念でしたね。仕留めるどころか、こちらが危なかった。見ろ。この通りだ。 右腕を上げてみせる。いや。文次郎も三吉も目を見合った。着物の脇つぼが横に四寸ばかり切り裂かれているのだ。けれど、おからだには肌着だけ助かったよ。刃の芯まで感じられたかと思われる、あの的確を極めた凄まじい打ち込みは、今考えても身震いの来る一瞬だった。そうだ。 まだ遠くへ追い込め。おめえ、この近所を探してみよう。そいつは無駄だ。エザブローはタスキを外し、裾を下ろし、汗止めを取りながら。五人や六人で追い詰めたって、手に合う相手じゃない。第一、参考が何と言ったか知らぬが、ありゃ噂の辻切りとは違うぜ。先生、ご存知なんで俺だけを狙って出た相手だ。辻切りどころか立派な。というのも見ようか。 エーザブローは寂しく笑った。いやあ、立派と言える。あんなに落泊して、まだあれだけの腕があれば、立派なものだ。惜しい人だ。実に惜しい人だ。一人ごとのようにつぶやきながら、もう一度エーザブローは闇の向こうを見透かすようにした。七。これより少し前。麻布ヒガ久ボの 聖観寺の偶居では、不意に帰ってきた島村一馬を中に、斉藤玄八郎、祖父江金次郎の二人が、膝を交えて対談していた。一馬は元、中五将として、直沖の側近に仕えた男で、年は二十二歳。お家海役と同時に、父の楠スエとは別れ、玄八郎一味に加わって、死音の復讐を図る同士の一人として活躍している。 ことに四十日ほど前から、川上家中屋敷へ小物として入り込み、右京の同棲を探る役を引き受けていたのであった。よく無事で帰った。玄八郎は、カズマのめっきり痩せた方を見て、しばらくうとさたがないので、ことによると見表されたのではないかと暗示ていたところだ。私もご心配を思って、 早く頼りをいたそうと考えていたことが思いのほかに手間取り、つい今日まで一歩も出られず、思いながら失礼つかまつりました。何かおるところがあったかございました。カズマは目を輝かして、例の低運皮膚。んこよい、いよいよ麻布へ渡りまする。玄八郎も金次郎も思わず膝をすめた。そうか。 ではやはり、今日まで右京が所持しておったのだな。して、その次第はおぞぼより、向かいの使者十名、五つに中屋敷へ参り、中屋敷の者五名、これに付き添って送る手はずにございます。五つか。よろしい。まだ時は十分ある。玄八郎は微笑して。しかし、よくそれだけのことが分かったの。そればかりではございません。 カズマは声を低めて、中屋敷における右京の行動には、実に不思議なことが数々あるのです。私が住み込みました当時、新太郎君ご宅居とともに、本殿の建築を進めておりました。うん、外からも見えておった。あれがただの不信ではないのです。と、申し上げたばかりでは、お分かりもござりますまいが、本殿の床下から神田川にかけて、地下に壮大な部屋が、 隠し作りにされておるのです。はじめは私も、まるで存じませんでしたが、出入りの大工、石工たちの人数と、台所仕出しの量とが、ひどく食い違っていることに気がつき、それより注意をいたしておりますと、溶剤の量も、ことのほかに多く、しかも、夜間に聞こえる工事の音が、本殿の仕事ぶりとは違っているのです。確かに、二箇所で工事を進めている。しかも一方は、 秘密でやっているという検討がつきましたから、この半月ほどは夜半を狙って八方手を尽くしました。玄八郎も金次郎も後期の目を見張りながら黙って聞いている。カズマは息をついて、すると十日ほど前でございますか、右京が小舟と申す例の女とともに不審中の本殿の中へ入っていきます。ちょうどその時、 私はその床下に入って探っていましたので、すぐ忍び出て後をつけて参りますと、古女院の壁際から二人の姿は座れるように見えなくなってしまいました。しばらく待ってからそこを改めて見ますと、地下へ降りる隠し戸があるのです。八。それで、どうしたそれから二日目でございましたろうか。カズマはごうついで、 同輩には、親元に描写があると申し、屋敷から一両実の糸間を取る手にこしらえまして、その隠し戸から地下へ入り込みました。降りて驚いたことは、地下の部屋が実に異風なことでございました。天井も壁も漆喰へ新宿を混ぜたようなもので塗り上げ、床には色の瀬戸を細かく切ったもので、花鳥山水を造岩のように作ってございます。部屋の数は、 大小合わせて十二三もありましょうか。そう言ってカズマは、懐から大判の紙を取り出して、そこへ広げた。これがその、見取り図でございます。ご覧ください。ここが上から降りる隠し戸口。降りますと、左と右へ廊下が分かれます。各部屋によって、ヒーロービロードの帳だけで続いているもの。また、全く独立して、厚い壁に囲まれているもの。 四方の壁面が単色で塗られたもの、災害を施したもの、天井も床もそれぞれことごとく違っておりますが、いずれもちょうどは異国風にて尋常のものは一つもございません。まだ飾り付けは出来上がっておらぬ様子ですが、その異様な豪華さは目を驚かすばかりでございました。わけがわからぬ。玄八郎は腕をぶした。一体それは何の意味か そんな密室めいたものを作って、どうしようというのだ。私にも、ほとんど見当がつきません。しかし、そこには、必ず右京の希望があるものと思い、ずっと離れず死ぬんでおりました。すると、さらに妙なことを見たのでございます。カズマは、膝をすすめた。二三日前の、夜半過ぎでしたろうか。この図のここにある部屋、この壁外は、すでに神田川に面しているのですが、 ここから実に異様な風体の人物が三人入ってきたのです。後で分かったのですが、そのうちの二人はポルトガル人、今一人は通事、それも確かに新国人でございました。うーん。右京はただ一人、この三人を迎えて部屋部屋を一巡り見せましたが、やがてこの部屋に退座しまして、通事を中心に何やら密談を始めました。この部屋はご覧の通り、 およそ二十条式もございましょうか。一方口で隠れる場所がないため、せっかくの密談もほとんど聞き取ることはできませんでしたが、ギレギレに聞きましたのを綴ってみますと、ポルトガルの本国より大軍船の造船士、九人たち百余名を連れてきたこと。軍費戦費は折半のこと。ルソンより海上五百里の傍地に根拠地が完成していること。以上のようなことを。 約半時にわたって、ポルトガル人から、右京へ話しておりました。これに対して、右京は力るべく計らうというほどの約束を与えました模様で、その密談の主意が何であるかは分からずに終わりましたが、ポルトガル人の繰り返し混望していたところを察しますると、どうやら幕府への圧戦を依頼しているらしく、そのために右京の頼みも引き受けるというような話で、いずれにしましても、 両者の関係は、この一両年この方のように見受けられました。うん。なんだか、奥のありそうな話だ。それだけでは見当もつかぬが、これはよくよく真相、突き止めてみるようがあるぞ。しかし、金次郎は否定するように。それは今の我々にとって別に関わりはあるまい。それより、今宵のことをどうするか。まあ、待て。玄八郎は制して、 右京に関する限り、どんな些細なことも見逃しはできぬ。ましてポルトガル人と何か企むところありとすれば、事後、同志揃って海外へ逃れる我ら、彼ての手はずにも関わりなしとは言えぬ。もっともこれは島村の今後の働きに待つほかはないが。ところでカズマ。と、振り返った。9 今日、右京を訪ねて、乙貝栄三郎と申す人が行ったはずだが、知らなかったわ。そう、それは、何しろそれ以来一時ほど前まで、地下の部屋に忍んでおり、職林道の退出する混雑に紛れて出てまいりましたばかりで。それでは、死災はわかるまいが、何か変わった様子は見えなかったかそれは、全く気づきませんでした。右京は麻布の使者と、今宵の打ち合わせをいたしておりましたが、 別に返事があったとも見えません。源八郎は、さっきから、栄三郎の身の上を暗示ていたのである。夜になって、帰らなくとも心配には及ばぬと、言い残していったが、もう日も暮れかかるというのに帰らぬし、何しろ相手が、幹部つうきょうのことだ。どんな悪辣な罠をかけるかわからぬ。もっとも、栄三郎も、ただのでないから、 そうむざむざ、敵手に陥ることもあるまいが。も支度にかかるがよかろう。金次郎は、落ち着かぬ様子で促した。誰と誰を連れて行くか。多くない方がいい。源八郎にすれば、こんな時こそ、エ三ザブローにいて欲しかったのだ。気うと拙者と、二人でやろう。それで大丈夫だろうか。何、川上のヘロヘロが。 十人や十五人。だが、金次郎は気づかわしげに、藤田の幾をはじめ、酔いもんまで切った、例の資格がいるとしたら、そうたやすくは行くまいと思うが。うん。源八郎はそこに気づかなかった。そうか、あいつがいるな。村瀬、大畑、八木、かとこれだけは一緒に連れて行くべきだろう。いや、いや。 そう多くては迅速に運ばぬ。ヤギ伝兵に反球を持たせていこう。ヤギだけでいい。あとは無用だ。気するところあるらしく、玄八郎はそう言って座を立った。どうしても、二人や三人は斬ることになろう。どれほどまで働けるか、今日まで思い切って試みたことのない自分の腕を、今夜こそ十分に試してみる。 行くの城を切ったや奴。栄三郎の言う、かすれ声の巨漢というやつ、もし付き添っているとすれば、なおさら、人を交えず、自分の手で打ち止めてやりたい。道をどう来るか。屋敷を出て参る折、見張り役の木下伊作殿に死災を話してきましたから、道順のことはいずれとも知らせて参ろうかと思います。そうか、木下にあったか。ただ、 カズマは国びを傾けながら、先ほどお話もしました、例の地下の部屋より、神田川へ出て、船で来ることも考えねばならぬと存じますが、まみやなの通りで待とう。ち八郎は身支度をしながらいった。と歩で来ようと船で来ようと、神屋敷へ入ると決まっていれば、それが一番だ。屋敷近くで、警護の物の気が緩むのも、こちらにはいっとく。 もし、木下から知らせがあったら、マミアナの、オナンド組屋敷のところにいるからと言ってくれ。では、ヤギに支度をさせよう。十。木下、木下。闇の中から呼ばれて。おお、と、木下伊作が、小走りに近寄った。遊ぶアナの、オナンド組屋敷、土塀を外れた坂の方に、 祖父へ、ヤギ伝兵が潜んでいた。来るか。後ご下までつけてきたが、どうやら道順通りらしいから、駆け抜けてきた。もうすぐ、いいくらいかかるだろう。人数は、15人だな。2内の人数を除いて15人。別に、深く警戒している様子も見えぬ。鉄砲はどうだ持っておらぬ。やりもない。皮膚の誤送とあれば。 当然、最上家の与党を恐れて、最も改元にすべきはずだが、どうも話の様子では、無造作に過ぎる。勘知の右京、どこにどういう落とし穴を設けてやるかわからぬ。ご苦労。玄八郎はうなずいて。では、貴子、聖冠寺へ帰っていてくれ。冗談ではない。皮膚を奪還するという大事の場合に。いや、人数が多いと、帰ってことをしんじる。 ここは我々で十分だからいってくれ。そしてもし、音が石がえられたら、一応ここへ見えるように申し伝えてもらいたいのだ。だが、相手は十五人もいるし、屋敷近くで女性の者のでも来たら、たやつくはいくまいが。とにかく、拙者の言うようにしてもらいたい。玄八郎は強く言い切った。木下伊作は、常ににぬ相手のご調理。 押し返して、それ以上言うこともならず、えじゃくして、足早に引き返していった。取得をしよう。源八郎はそう言って、自ら先に助、たすき、あそどめをし、墓場の桃立ちを取り上げた。列が来たら、半ばまでやり過ごし、ヤギがまず、列の先で矢を打ち込む。それと同時に、拙者が中央へ切り込むから、金次郎は他に構わず、 皮膚の筆を奪う。この順序を互いのように、心得た。ヤギはどこまでも反球でやってくれ。ことに金次郎が筆を奪ったら、追い打ちのかからぬように、引き詰めてやるのだ。承知しました。ヤギ伝兵は、竹林派の反球を良くした。矢ゴが近く、しかも、旧社を要する場合は、反球は、最も利の多い武器である。ヤも自ら仕立て、 自ら剥いだもので、矢尻に独特の工夫があるそれを二十四本揃えて位置を測った。もう、午後十時を少し回っているので、さっきから行く人の影もない。道を挟んで北側は、稲葉の都の神、上杉男女両家の下屋敷で、追事兵の上、シーの木が押しかぶさるように枝を差し伸べている。昼でも新幹として薄暗く、 いかにもマミアナという地名にふさわしく寂しい場所だった。来たらしい。金次郎が囁いた。いいくらの坂を登って、ちょの明かりがゆらゆらとこちらへ近づいてくる。落ち着いて、落ち着いて。源八郎は大剣の恋口を切りながら言った。伝兵衛は静かに右の肌を押しぬいだ。祖父江金次郎はにわかに手足から 血の引いていくような不快な感じに襲われ、強く足を踏みしめたり、腕を叩いたりしながら、懸命に呼吸を整えようとした。初めて直面する真剣の決闘である。玄八郎も伝兵衛も、決して安女たる気持ちではなかった。列は近づいてきた。超鎮はまさに、一つ柳家のもんだ。同勢十五人。 声もなく、ひたひたと闇の中を目前に迫った。十一空を切る羽の音がして、第一子は、蝶賃を持っている足軽の一人の真っ向をいた。梅め木とも悲鳴ともつかぬ不気味な声と共に蝶賃が地へ落ちた。すでに屋敷へ、 二三丁余りのところまで来ていたし、暗中からの不意の射撃で、はじめは誰も何が起こったのか判別することができなかったらしい。投げ出されたちょがぼーっと燃え上がるのと、真っ向をいられた足軽が,が、よろよろと後ろへ倒れかかるのを見て。どうした左右にいた者が足を止める刹那。ひゅっ、ひゅっ。 続けさまに起こるやたけびとともに、バタバタと二人ほどい伏せられた。ろうせきものだゆみだゆみだ引きつるように叫びながら、行列の先手がわらわらと崩れたった。この、ゆみだという言葉は、列の人々の気持ちを完全に混乱させた。備えがなかったのではない。途中で、最上家の与党が現れはせぬかという器具は十分にあったのだ。 そのため、麻布から迎えにやった十名は、腕の立つ者を揃えていた。しかし、途中何のこともなく、屋敷間近で、みんなほっとしたその今日疲れたのと、闇の中から弓の奇襲と聞いて、最初に闘志をくじかれてしまった。玄八郎はその混乱が、波のように列の上に伝わる刹那を捉えて、猛然と中央へ切って入った。 最初の一頭は手応えが薄かったが、次の一頭は十分の力感を持って一人を袈裟掛けに切った。先手に奇襲をかけられて、そっちへ気を奪われていたので、中央へこの手をかけられた列の人々は、とっさの防ぎを立てる隙もなく、くせ者はこっちにもいるぞ油断するな必を守れぐちぐちにわめきかわしながら浮き足になった。 そこへさらに、金次郎が踏み込んだ。玄八郎は三人まで切ると、相手を筆から引き離すために、稲葉のとの平際へ駆け抜け、ようやく抜き合わせてきた三四人を引きつけて、左へ、左へと位置を移した。この間に金次郎は、まっしぐらに筆へ突進していた。差し荷内の小物二人、はじめに、弓だという声を聞いたとき、 すでに筆を投げ出そうとしていたので、突進してきた勢いをそのまま、金次郎が激しく体当たりをくれると、ひとたまりもなく投げ出して逃げた。金次郎は大剣で、いきなり筆へ切りつけたが、無論ダメだ。すぐ思い返して、担い棒を取って引き寄せると、中は皮膚一貫だから重いはずはない。そのまま肩へかけて、道を東へと走り出した。 ふび込んでから、ヒッツを肩へかけるまで、ほとんど呼吸三つの間もなかったろう。しかし、その一瞬は、無限のように、長く感じられた。あひヒッツが、ヒッツが。引きちぎるような叫び声とともに、五六人がおおおとする。その出なへ、待て。と、ちろ郎が、やくして立ちふさがった。これをあらてと思ったらしい敵は、老いして左右へ開いた。 ち八郎は犯せず踏み込んで、一人の面へ一刀、さらにやくして、いや、えいお大きく剣を振りながら、逆にお難みや屋敷の方へと引きつけた。向こうではまだ、伝兵いの激しいやごえが聞こえていた。十二。ヤギ、もうよかろう。ち八郎は大声に叫んだ。立ち向かっているのは三人ばかりで、 それもすでに逃げ越しである。道の上に倒れて、うめき声を上げている者や、もう絶足している者が六七名。そのあまりの人数は、屋敷へでも走り去ったか、あたりにいる様子はなかった。ヤギ、引き上げるぞ。おお<う>。ヤギ伝兵が、直ちに駆けてきた。玄八郎は、え、や絶叫しながら、正面の一人へ。 大きく跳躍しながら切りつける。闘志を失った相手が、左へかわす刹那、だっと歩みを転じて走り出した。追ってくるものはなかった。ヤギ、いるかうん、もう大丈夫だ。呼び合いながら、まみやらの坂を駆け降りて、右へ曲がる。小屋敷ばかりの町で、道は獣王に通じている。坂を降り切って、二丁余り行くと、 大長寺の稲荷社の小さい森がある。その森の中から、斎藤斎藤と呼び止める声がした。金次郎か足を止めると、祖父江金次郎が道へ出てきた。皮膚はどうしたこの通りだ。小脇に抱えている羅蓮の箱を見せた。中を改めたか確かにある。湿った。怪我をしているものはないだろうな。ギャギはどうだ何 拙者は離れていたから。思いのほかに常識だった。ともかくも、帰ってからのことだ。そこで、三人は、手早く支度を直した。聖漢寺へ戻ると、みんな待ちかねたか、門前まで迎えに出ていて、皮膚を脱回したと聞くなり、季節して歓声を上げた。いや、待て待て。玄八郎は、みんなの喜びを制しながら、 まだ中を改めて見るうちは安心がならぬ。それからもう追っての心配はないと思うが、誰か門の外見張っていてくれ。そう言って部屋へ上がった。日の近くへ寄って初めて分かったが、金次郎も衣服を二三箇所やられていたし、玄八郎はさらに多く、着物も儚も凄まじい闘魂を受け、左の二の腕には二寸ばかりの麻でさえあった。 衣服を替え、傷の手当てをして、奥の間の火の下に箱を直したが、誰か、かつて皮膚を廃刊したものはないかそう、金次郎どうだ一度も廃刊せぬ。おそらく誰もないのではあるまいか。玄八郎は紐を解き、静かに蓋を払った。彼は幼年の頃、おじの牧や図書と共に、たった一度だけ、 ご奉公の風入れの時に拝観したことがある。しかし、それはほとんど夢のような印象で、確かにこうと見極めるだけの知識はなかった。箱の中には古代錦式の袋がある。取り上げて開くと、一貫の古びた巻物が現れた。一座の人々は好奇の目を見張り、カタを飲んで乗り出した。育住百年の間、 多くの人命をそのために失った悲観。工房の運命を操った無言の秘宝。それが今、核も無造作に開かれるのだ。玄八郎も、さすがに胸の動揺を隠せなかった。そして、しばらくためらっていたが、やがて、思い切ったように、感を紐解いていった。波紋。一。 開け放した東の窓からは、晴れたすがすがしい朝空を抜いて、遠く茅寺の茅の小杖のワかめが、キラキラと火に輝いているのが見える。起き抜けの朝酒、エーザブロは酒月を上げながら、微風に揺れる茅の葉から、旅にある鉄山の上を思っていた。本当に、このままで済むんでしょうか。お千代は、感読理を手にして、 映像ブローとお通を当分に見ながら言う。話に聞いた右京という人は、蛇のように執念深い、腹黒い人だと思っていましたが、こんなにたやすく、お通さんを返してよこしたところで見ると、そんなでも、なかったんでしょうかね。い,いえ、そんなことはありません。お通は強く頭を振った。あの人は怖い人ですわ。ホチヨさんだって。 一度あの人の目を見ればわかります。私、たし、葉の目つきと、あの人の細い綺麗な指の色だけは、一生忘れられませんわ。自分で言いながら、お通は身震いした。あの細い目。ことに、人を見るときぐっと、糸のように細められるまぶたの間から、きらと光る粘り強い瞳の光。どんな心の隅間でも、 見通さずにおかぬ高知の光。それにもまして、その手指の気味悪い美しさ。透き通るような爪としんなり伸びた指。ふっくらと肉柔らかく、きめの細かな女のような指。それが絶えず波を打つように動いていた。まるで春闘する寄生虫のような不気味な印象である。 何か企んでいるんです。私には、それが感じられますわ。何か今までよりも、悪いことが起こるに違いありません。きっと、きっと。私も、それを心配しているんです。お千代は、エーザブローの逆月へ、尺をしながら。ねえ、若様。どうしたらよいでしょう。お通さんをここへ、お預かりしておくのは何でもありませんが、この間のように、 大勢のあぶれ浪人に踏み込まれては、弱音を吐くようですけれど、若い者の五人や八人では、どうにもなりやしません。また、お嬢さんの身に間違いでもあると、今度こそ、取り返しがつきませんからね。お通はすがるような目で、総外を見合っている男の横顔を見た。いっそ、と、お千代は膝をすすめて、ここで若様が、 お通さんをお連れになって、どこかへお立ちのきなさると、一番無事に収まるんですがね。もうそんな必要はない。映ザブローは空を見たまま言った。右京にはしっかりととどめを刺しておいた。あいつは腹黒いやつだが馬鹿じゃない。もうお通さんに手出しをするようなことはないよ。それは我が様が世間知らずで、ご自分と他人を同じように見ていらっしゃるからですわ。 世の中のことは、そう簡単に収まるものじゃございません。ことにあの右京という人はなおさらです。けれど、まあようござんす。そこはそことして、本当に若様、ま、お嬢さんとご一緒に、しばらく旅へでもおいでになったらいかがそんな気楽なことができるか。エザブロは苦笑して、身一つ食い兼ねている身の上だ。それに心がけた仕事もある。 せっかくだから、一夜は厄介になったが、もうそろそろ、麻布へ帰らなければならぬ。まあ、そんな、お金なら若様に、ご迷惑はかけませんわ。と言ったって、お千代なんかじゃ、とても及びませんが、それはどうにでも。いや、その話はもうたくさんだ。エーザブローは、強く遮った。に、お前は丸菊屋のことを言うのだろうが、 それなら少し、エザブを見損なっているぞ。い,いえ、見損なってはいません。お千代は押し返していった。若様こそ、この頃少し変わっていらっしゃる。おっしゃる通りお千代は、丸菊屋さんにご心配を願うつもりです。それがどうしていけません前にもよく申し上げた通り、お通さんは、二年も前から若様を。お千代さん。お通が驚いて遮ったが、 い,いえ、お嬢さんは黙っていらっしゃいますし、いつかははっきりさせなければならぬことです。ねえ、若様。それはあなたもまんざら、ご存知のないことではございますまい。お父様から頼むと言われても、右京という人の屋敷へ上がることを承知なさらなかったのは、あなたという方があったからです。一生の夫と決めた方があるのに、万一にも身に間違いがあったら、死ぬばかりと思い詰めた。 お嬢さんの気持ちのいじらしさ。いくら気強いと言っても、それがわからぬ若さまではないはずです。お嬢さんばかりでなく、まるトの旦那様も、あなたさえご独身なら、婿としてお迎え妄想し、それがお気に沿わなかったら、お二人が生涯のんきに暮らしていくだけの。おちよ、まあ待て。エザブローは逆月を置いて、まあ待て、その話なら、 聞くまでもなくわかっているし、去年までのエイザブなら、よしと言ったかもしれない。しかし、今のエイザブは、お前も今言った通り、変わっているのだ。深かわせていただきますわ。お前は、エイザブが月神寺で、何の苦労もなく育ってきた。お尚に見つがれて、のんきに暮らしてきた。だから今度は、バルギク屋の世話で、生きるのも不思議はない、と、言いたいのだろう。い,いえ。 世話で生きるの何のと。それに相違ない。あとは何と言おうと言葉のあやだ。エーザブロウは座り直して。落ちよ。エーザブはな。この家を出たあの日、生まれて初めて、本当の世の中にぶつかったのだ。俺が月進じれ、何の苦労もなく育っている間、世間では工房の波荒き中に、自分の運命と必死の闘争を続けながら、多くの人々が、 不鎮静水の道を歩いていた。才能周に優れた人物が今日の糧に旧し、愛知家族と共に自陣して果てた話も多く聞いた。一方誤っても取り返しのつかぬほど緊密な厳粛な人の世の姿がはっきりと目に映ったのだ。それに比べて映像部の今日までの追いたちを思うと、まさに静水無視。 エーザブローは目を落とした。無論、月神寺のお尚が、こう育ててくれたには理由があろう。それは確かに間違っていたのではないと思う。しかし、エーザブは目を開けられたのだ。全身を叩きつけて生きる、新しい道を見つけたのだ。新しい道とは、どんな。それは言っても仕方がない。お通さん。エーザブローは顔を上げて、 ヘイザブはあなたを嫌うのではない。ヘイザブが男一人立派に生きられる心象となったら喜んであなたの気持ちを頂戴したいとさえ思っている。しかし今はそれができないのです。それだけをわかってください。お通は深くうつむいたままかすかに頷いた。その時階段にトントンと 慌ただしく登ってくる足を溶かして。先生、お客様ですぜ。と、三吉が声をかけた。客誰だおぶかさんです。麻布からお迎えだろう。栄三郎はつぶやいて。よし、こちらへ通せ。と言った。三。じゃあ、あたしたちは下へ。お千代は勘どくりをそこへ置き、お通をがして。 会会へ退いた。映像部老が全部を片寄せていると、三吉に案内されて、一人の武士と老女が静かに入ってきた。斎藤源八郎からの迎えでやろうと思っていた映像部老は、入ってきた相手を見ると、ぎょっとして目を見張った。意外にも、聖将寺の三門で、大雨に振り込められた時、会った武士である。老女の方は、顔も知らぬ。失礼、つかまつる。 武士は陰銀に会釈し,して、果実は聖少寺三門において、図らずもお目にかかり、ご無礼をつかまつった。拙者は、元、一つ柳剣持家臣にて、細谷玄十郎と申す。お見知りおきくださるよ。細谷、細谷玄十郎。英三郎はすぐ、斎藤の話を思い出した。玄八郎一味とは反対に、国郎たちと図って、 最上家最高のために奔走しているという人物。だが、何のために、ここへ来たのか。また、これによりまするは、やはり一津柳家の旧心にて、島中在門の妻、彼女と申します。二つか者でござります。どうぞよろしゅう。ほう。エーザブローは、軽く絵尺を返した。して、何ぞご用ですか 実は、降りって、お尋ね申したいことがございます。あるいは、無礼なと、お怒りを受けるやもしれませんが、ぜひとも、救命せずにはおけぬ事情があってのことゆえ、曲げて、お許し願いたいのです。どういうお話です。玄十郎は、襟を正して、ご記連には、おとがいえいざぶろうと仰せられて、幼少より、花カード月神寺に、お育ちなされたと、 これは拙者の知り得た点でござるが、そういございますまいか。その通りです。何故、月神寺において、お育ちなされたか。親元、身分など、ご承知でございましたら、お明かし願いとうござるが。玄十郎の目は、その低調な口ぶりとは逆に、相手の表情の、どんな墨をも見逃さずというように、鋭い光を帯びてきた。またか。 映像部老は、ぐっと胸へ、不快なものがこみ上げてくるのを感じた。またしても、身分素性。またしても。古傷を探られるような痛みである。しかし、玄十郎の態度は、真摯で、微塵も含むところがなかった。その鋭い眼光でさえ、真実を知りたい欲求しか現れていない。それを知って、どうするのですかただ、 まず、お聞かせ願いたいと申し上げる他はございません。では、申しましょう。映ザブローは寂しげに言った。拙者は何も知りません。親が誰で、どんな素性のものか、それは拙者の方でこそ知りたいのです。七歳の折、鉄山お尚のもとへ引き取られ、そのまま今日まで成長しました。その他のことは何も知りません。本当に、 何もご存じございませんか。知るべきよすがはあった。しかしそれはみんな壊滅してしまったのです。知るべきよすがとは、玄十郎はぐっと乗り出した。四、エーザブロウは頷いて、幼少の頃より年に二度ずつ拙者の養育料と思われるものを届けに参った中座と申す武士がありました。 これは25歳になったら身分を分かすと申していたのだが、その当夜に及んで月神寺から不思議な火を発し、その中座もまた切られて果てました。それだけでございますか。もう一つは鉄山御将が預かっていたものです。話に聞いたばかりで見たことはないが、身分を分かす品が入っているという手箱。それをいかがなされました当夜の火で。 焼けてしまったのです。玄十郎はじっと英三郎の顔を見つめていたが、その目を彼女の方へ移すと、見覚えがござるかと聞いた。そう、御用商のおりのこととて、確かにこうとは申し上げられませんが、どこやらに幼顔が残っておいで遊ばすかと。しかし、英三郎は顔を上げて、どうしてまた、 こんなことを聞かれるのだ。何か紀念の方に思い当たることでもあるのですかそのお答えをいたす前に、もう一つだけお願いがござる。ぶしつけながら、右の脇下をお見せくださいませぬかおやすいごよ。エーザブローは、すっと右の肌を脱いだ。玄十郎と彼女は、身を乗り出して見入ったが、二人とも、着せずして、低く強制を上げた。確かに。 そういございませぬ。うなずきあったが、えー、ざぶろうが肌を入れるとともに、二人ともずっと座を下がった。どうなされた気厳そうに見ると、げんじゅうろ郎も彼女も両手で表を覆いながらむせび上げていた。それを見た刹那、えー、ざぶろうは我にもなくぎくりと胸をつかれる思いがした。しかし、げんじゅうろ郎はすぐ涙をおしぬぐって、 取り乱した様をご覧に入れ、恐れ入り立てまつりまする。あまりにおいたわしきお身の上、思わず戦後を忘れまして。わからぬ。詳しく聞こう。申し上げまする。玄十郎は両手をついて。ただいまお話の中座と申すは、この彼女の夫にて、お家の休心にござります。そして、あなた様こそ、一つ柳剣持様のご着子。何 エーザブローは反射するように身を乗り出した。事情を申し上げればお分かりございますまい。実はあなた様には新太郎様と仰せられるご兄弟がおわしまする。はばかりながらお双子にて、ご家風の居むところより、ご三室からそのまま、みつみつのうちに島中在門へお預けとなりました。これは作と中止をつかもつりました。江戸家老、薪屋図書と、 おかみのふかは存ずるものもなく、ご成長の若月には、改めてお迎え申しあぐる手はずにて、今日に,に及んだのでござりまする。映ザブローは、もう聞いていなかった。渦潮の中へ巻き込まれたように、あらゆるものが混乱削奪し、うなりを生じて、体の周囲を荒れ狂うようだ。何も見えず、何も聞こえず、何を考えることもできなかった。 父は剣持。そういう声だけが、無返済の彼方から、耳いっぱいに、わめかれている感じだった。五。玄十郎の口からも、改めて、最上傾滅亡の死祭を聞かされた。すべては、かのかみ家の、杉原六左衛門と、その子、右京の観作である。しかも、憎むべきは右京で、 若き新太郎直都氏を老落し、廃人同様にして、今なお何事か企んでいる。玄十郎は今、出府してきた、元国家老、井口勘右衛門はじめ同志の人々と、お家最高のことに本を務めている。いい家門の神を水盤する、科学校以下の有力な講演があるから、そのことは必ず成就するに違いないが、それにはまず、 擁立すべき、刑事がなくてはならぬ。新太郎直人氏は、かねて言い派の春遊、稲葉美濃の神の娘と縁談を進めていたし、どうしてもこの縁組はまとめる必要があるのだが、病状を診察した医師の話では、ある不明の麻薬のために、心身交弱して、回復は到底望めぬということだ。これは言うまでもなく、側近の者の罪でござります。 玄十郎は安全と言った。それに相違はござりませぬが、ご要償より、とかくご病弱ではあり、おかみもご不憫におぼしめされて、ご気づい第一に遊ばされましたため、かえって、右京の上ずる隙を生じた結果でもございます。しかし、それはそれとして、当面の問題は稲葉家との縁組である。新太郎は廃人となった上に、幕府から、 長野預けに処せられた心象だから、到底その人ではない。とすれば、残るところは、双子の子、秀松、すなわち、栄三郎の出馬だ。これは、玄十郎一人の思案ではなく、亡き牧屋図書も、その意図でありましたし、国太郎重役の面々も、重心より、お願い申すところでござります。そのため、今日まで、どうぞして、お行方を知りたいと、 手を尽くしてお探し申し上げておりました。聞いているのかいないのか、映ザブローは硬直した顔で身動きもせず、総外を見合っていたが、やがて不意に懐へ手を入れて一通の書面具を取り出した。今まで封を切る勇気のなかった、鉄さんの手紙である。自分の素性が、はっきりと分かった今となって、何のために、 鉄山の手紙を読む気になったのか、彼自身にもわからない。しかし、今こそ鉄山に会いたい。鉄山の声が聞きたいのだ。エーザブローは混沌として、あやめもわからぬ闇の中にいる。声いっぱいに笑いたいような、泣き叫びたいような、身の置き場のない感じである。何を考え、どう判断すべきか、何もかもわからない気持ちだ。 鉄さんが何を言ってきたか、一言でも身の処置について書いてありはしないか、思うことはそれだけであった。開いた文面は、映座不老の願いを裏切っていた。六尺に余る巻紙のほとんど全部がギガである。創業の老人が裸で酒を飲んでいたり、飯盛り女と見えるものを相手に腕相撲を取ったり、 尊道たちと遊んでいたり、枯れ草の上で野宿したり、そうした図柄が下手な筆で順序もなく書き飛ばしてある。鉄山自身の旅行記を絵にしたものであろう。いちいちそれに説明がついていて、普通に読んでいったら報復すべき数々の文字があるに相違ない。けれど、今の英三ブロには全く遠いいものであった。元末に至って、 しかし、数行の消息が記してあった。転げ込んだる五万石、あっという間にお取り上げ、本にお気持ち様参る。枯れた柳の使い物、竜達節でお歌いくださるべし。当節、流行の万化、生態牢落として、クークーバクバク。鉄。最上家海域のことを、 すでに鉄山も知っているらしい。歌の文句は明らかに栄三郎の身の上を封したもので、同時に彼が剣持直樹の子であることを明かしている。だが、そこには一言も栄三郎の迷いを解いてくれる言葉はなかった。六少し考えることがあるから、ここで待っておれ。そう言って栄三郎は海海海へ降りた。 あら、お客様はお千代が立ってきた。上にいるから、茶でも出しておいてくれ。少し歩いてくるから。どうかなすったんですかお顔の色が悪うござんすよ。何、何でもない。急いで三吉が揃えるセッタを突っかけて、店を出ようとすると、向こうから斎藤玄八郎と八木伝兵衛がやってきた。驚いうち、どうしたおう、どうした無事か 大股に近寄るのをちらと見たが。うん。と、ぶっきらぼうに、二階に細谷玄十郎が来ている。細谷どうしてまた話は細谷から聞いてくれ。拙者は少し歩いてくる。だが、右京の方はどうした後で後で。そういったまま歩き出した。三吉お千代がちらと目くわせをする。こったんです。三吉は、 すっと飛び出した。映像ブローはまっすぐに、大川綿へ出て、大倉前の私に乗ってしまった。こいつはいけねえ。三吉は孫ついた。悟られぬようにつけろという合図だったから、一緒に乗るわけにはいかない。と言って、一船待てば、はぐれてしまう。迷っているうちに、船は出てしまった。どっちへ行くのか、それが分かってりゃ、先回りができるんだけど、弱ったな。 船を見送りながら、しばらく考えていたが、えいっとばかり、駒形の方へ走り出した。本所へ上がったエーザブロウは、菓子に沿って、川上の方へ歩き出した。三吉の判断が、偶然に当たったのである。だから駒形の私を渡った三吉が、向こう岸へ上がったとき、実験時の前をゆく、エーザブロウの姿はすぐ見つかった。とでい、 ちょいとしたところがこんなもんだ。三吉は一人鼻をうごめかしながら二丁ほど後からつけていった。映ザブローは一歩一歩しっかりと踏みしめるような足取りで歩いている。荒れ狂っていた頭は次第に落ち着き始めていた。沈むべきものは沈み、流れるべきものは流れ去り、濁流はおのずから澄んでゆくように。 力もよみがえってきたし、視界もはっきりと冴えてきた。転げ込んだる五万石。あっという間にお取り上げ、本におきのじさまいる。枯れた柳の使い物。お正の笑顔が見えるようだ。一緒にいたら、おそらく肩でも叩いて。ええ、エザブ、気の毒だな。と、へらへら笑うに違いない。今にして思い当たる。 おしょうはエーザブロを愛していた。五万石の若殿よりも月神寺の触覚としてのエーザブロを愛していたのだ。この年になって死ぬことが怖くなった。旅へ出て修行をする。と言ったが、実はエーザブロが五万石の若殿になるのを見ているに耐えなかったに違いない。できるならそのまま一緒に旅へ連れ出したかったのだ。 一緒に行かぬか、といった時のおしょうの目は、かつて見たことのない潤みを帯びていた。そんなことまで静かに思い出せるほど、エーザブロウの気持ちは落ち着きを取り戻したのである。七。向こう島まで来たエーザブロウは、下もえの見え始めた包みに腰を下ろした。 揚げどきと見えて、川波はバン,バンと右輪を浸している。斜面へ足を伸ばし、両手で膝を抱くようにして、じっと試練を凝らした。血が呼ぶというのであろうか。今度の事件と映像ブローとは、実にくしきつながりを持っていた。自分ではそうと気づかずして、いつか波紋の中に巻き込まれ、 今では全くその中心にまで入り込んでしまっている。しかし、自分が直木の子だということが分かった上は、これまでの考え方も、おのずから変わってこなければならない。昨日までは、斎藤源八郎の一味として自分を考えていたが、実は自分こそ、最上径滅亡の後始末を担って立つべきものなのだ。現在、 西条の与党は二派に分かれている。一は細谷と国老の最高派。二は斎藤玄八郎一派の復讐派で。これは川上家はじめ、堺歌の神から、ひいては幕府に一死報いた上、直沖の身柄を奪って、海外へ活路を求めようとしている。それには強力な伊予水軍と、かねて貿易関係で、古くから密接な間柄にある。 スペインとの連絡もついているとのことだ。細谷の説の通り、最高のことが手陣よく運ぶとして、その策につくか、または斎藤玄八郎一派の積極的な行動を是とするか。この二つの挙手が問題である。玄八郎の説を待つまでもなく、一旦取り潰しになった家を再興するということが、 どんなに困難であるかは、エーザブローにもよくわかっている。幕府の政策は、官営初年以来、極めて強行になって、徳川の天下を、徳川の天下を守るためには、あらゆるものを犠牲にしてはばからない。三河以来の不代大,大名でも、藩地を返上したり、家蔵を辞退したり、相続にあたって領地を兄弟に分割したりして、 なるべく幕府の交換を迎える状態であったから、戸様の正大名、最上藩などの、最上藩などの最高が、そうたやすく運ぶわけはないのだ。また、たとえ最高したとしても、本領安堵というわけにいかぬことはわかっているし、うまくいって反地、おそらく川上並みに一万石ぐらいのところが上々だろう。 検問に急阻して、高高一万石の家を再興したとて、何ほどのことで、何ほどのことがあろう。しかも永代、徳川の靴をいただかねばならぬのだ。賢くも、伊予の王子を周祖と仰ぐ一つ柳家の面目が、どこにあるか。永三郎の目は、大きく見張られた。荒廃たる海が思われる、怒との彼方、 新しき天地が思われる、イギリス、オランダ、スペイン、ポルトガル、イタリア。身も知らぬ国々の船、さまざまな人種、冒険と開拓と、破壊と建設の世界。若きエーザブローには、思うだけでも、血の踊る空想だ。8. できるならば、この狭い島国の中で、 ビビたる昭安を盗んでいるより、できるなら波頭を越えて、新しい土地に、健康一滴の活躍がしてみたい。エーザブローは、卒然と立ち上がった。父に会おう。そう思ったのだ。父に会って、決意を語るのだ。最上最高の夢を捨ててもらうのだ。科家は、好意を寄せているというから、 もし父が望むなら、共に海外へ迎えていきたい。一丁ほど離れた包みの上で、桜の幹に持たれて、栄三郎を見張りながら、ぼんやりしていた三吉は、ぽかぽかと心よい火に打たれて、いつかうとうとしていたが、はっと目覚めてみると、栄三郎は、もうそこにいなかった。お千代の家は、ごった返していた。 玄十郎の使いで、出布していた国詰重役のうち、井口寛右衛門、殿村宗姫、新保盛信、内藤五郎兵衛の余命が駆けつけてきたし、また、斉藤玄八郎から知らせを受けて、麻布の豪居からも、祖父江金次郎以下、木下伊作、村瀬鉄平、加藤新造、大畑定一郎らの五名が早かごでやってきた。 思いがけぬことの成り行きに、お千代はほとんど行転しながらも、お通とともに若い者を指揮して、すぐに二階を取り片付け、床飾りを改め、海下から裏口まで吐き清めたり、席を設けたり、主行の支度を命じたり、海外しく働いていた。現八郎は、麻布から派手つけた五名の者を、八木伝兵ベと共に海下の一前へ導いた。 何事ですか金次郎は座につくなり言った。一大事ができた。源八郎は声を潜めて。諸君も知っている、音が家えいざぶろうしあの方は、おかみのお種であった。おかみのというと新太郎様とご同福、ご造成の若君なのだ。五名の者は色を変えた。拙者も今日、初めて聞いた。 家中の者も,も知らぬ隠れた事実。細谷源十郎が薪や図書から話されたそうで。と、あらましの司祭を語った。五名の者は、あまりに突然の話ですぐには信じかねる風だったが、そういえば、思い当たる。と、金次郎がうめくように呟いた。初めてうねめが原で斎藤と立ち会ったとき、 どこかで見覚えのある人柄だと随分考えたが、今思うと新太郎様に生き写しだったのだ。玄十郎はお探し申すまでにあらゆる手を尽くしている。お乳を差し上げた島中在門の才女も解いたらし、い。今日も同伴してきてお体に残っている生証拠を確かめられた。ご当人はご存知なかったのかご存知なかった。 玄十郎のご説明を聞かれて、全く驚かれたらしい。考えることがあると仰せられて、一時ほど前に外出された。そこで。と、玄八郎は膝を進め。諸君に来てもらったのは、今二階に玄十郎をはじめ、国元から出布した、井口勘右衛門殿以下、三名の重役が集まっている。これは、英三郎様をお迎え申して、 お家最高の中心にする考えに沿いない。我々の目指すところは、かねて決定の通りで、いささかも変わろうとは思わないが。しかし、かように新しく、若君を迎えたとなると、どこまでも、画集を押し通すというわけには参らん。一応は、若君の御用も、伺わねばならぬと思うが、諸君はどうか。無論、と、木下伊作が、きっと表を上げた。 それはそうあるべきでしょう。しかし、魚医を伺うというより、我々の方へお迎え申し上げ、早急結婚の恩対象として。まあ、待て。それは魚医の遺憾による。もし我らの決意にご同心くださるなれば、これに越したことなし、万一魚医に沿わなかった場合にはどうするか。お家最高お望み遊ばすとすれば、我々の仕事は不注の極みだ。 それでもあえて、初心を貫くべきか。みんな沈黙した。やがてお帰りになれば、重役たちのご進言があろう。その時のために、この挙手を決意しておかねばならぬ。祖父へ、どうだ ?9。おのおのに、意見があるか金次郎はまず、 一座を見回した。私は五郎大のご意見に従いとうござる。拙者も同様でござる。みんな同意だった。郎代とは最上家で国老同格の者を呼ぶ名で、源八郎は江戸家老、古牧屋図書の養子師であったから、同志の面々は彼をその名で呼んでいた。拙者も皆の言う通り、斎藤氏のご意見通りにしたいと思う。 ここに参らぬ同士の諸君も、おそらく意義はござるまい。金次郎は、向き直っていった。それでは妄想。玄八郎は決意を込めて。栄三郎様の御意にかかわらず、我々は諸子を間接したい。すでに長谷川鴨は、水軍を率いて出発している。軍資金の搬出も行われて、ここまでことが進んでいる以上、勢いとしても、 中断できるはずがない。拙者は断固として結構すべきだと思う。我々も同意でござる。木下遺作がまず膝を打って言うと、みんなそれに続いて三位を誓った。玄八郎は進んで当面の処置を語ろうとしたが、その時二階から細谷玄十郎が降りてきて、斉藤氏、と声をかけた。五条代が、 会いたいと仰せられる。すぐにおいで願いたい。ごめんをこむる。玄八郎は玄嘩に行った。会わずとも、ご老職のご意見はわかっている。英三郎様お踊りの上、午前においてならお目にかかるが、それまでは無用に願いたい。それは本当を書くと思うが、お家の残骨を拾う覚悟の我ら、本当でないのは初めからわかったことだ。細谷玄十郎は、 図書に認められて、足軽から横目役にまで取り立てられた人物である。器量もあるし、温厚な性質であったが、玄八郎の思い切った一言を聞くと、さすがに顔色を変えた。失礼ではござるが、その一言、亡き五家老のご遺言に背きはいたさぬか。五家老には、お家万代のために、歯のようなご注心記伝にも、あくまで丹漁の亡きを、 お家のために、中節を全うせられよと、仰せられたはず。よもや、お忘れはあるまいが、知っておる。玄八郎も声を励まして、知っておるからこそ申すのだ。お家が安泰であればともかく、おじの爪原も、結局は犬死にに終わり、最上五万石は海域となった。気公らは、時世に目を塞ぎ、検問にすがって最高を図っているが、それこそ最上家の、 面目を怪我すというもの。我々には、そんな見苦しい真似はできぬ。斎藤氏、それは過言であろう。玄十郎が、鋭く遮った。玄八郎は、すっかり短期の本性を出していた。過言ならばどうする。一瞬、二人の間に殺気がみなぎった。はっとして、金次郎が、 割って入ろうとしたとき、お千代が走ってきて。若様が、お帰りでございます。と、告げた。お出迎えも遅。玄八郎はそう言うと、玄十郎から背いて、足早に店へ出て行った。十。栄三郎は、黙って座った。下座には、井口勘右衛門はじめ、三名の老職。 それに玄十郎と斎藤玄八郎が列している。玄十郎が老職の名を紹介したが、栄三郎は黙って頷いただけだった。見事だ。玄八郎は舌を巻いた。栄三郎の様子は別に平常と少しも変わっていないし、むしろ座るべき席に座った人の管轄なゆとりさえ見える。しかも人柄の奥底から、 にじみ出る不思議な意向が、今こそ磨かれた玉のように、はっきりと現れているのだ。紹介が終わるのを待ちかねて、井口勘也門が何か言い出そうとしたとき、栄三郎は静かに目を上げて、諸行のお集まりになった理由は私にもわかっている。と、食い声で言った。また、斎藤源八郎らが、くわ立てはかっていることも、 妙な因縁からよく知っている。私は今まだ、自分が剣持直樹公の子であるかどうかということについては、各たる考えを持っていないし、それは諸公においても同様であろうと思うし、したがって、同職諸公の計らいが良いか、斎藤以下若手の企てが良いか、いずれを取るかについては、自分の考えを言う気はない。お言葉ではござりまするが、かいえもが、 慌てて乗り出しながら、お前様が、おみのお種であらせられることは、百歩を手を尽くして、お調べ申し上げましたので、事実に相違なきことは、老職一同から、幾重にも、ご独身を願うところでござります。ご治安のほどもそれをお含みの上そんなことはわかっている。エーザブローは、冷ややかに遮った。諸行らがそうでないと言っても、 このエーザブローを育てた鉄山が、旅からよこした書面に、動かすことのできぬ文字がしたためてあったのだ。今、かくたる考えがないと言ったのは自分の話で。事実がどうあろうと、エーザブローの思案には、いささかも変わりがないということを教えたのだ。失礼ながら申し上げます。いささかも、おかわりやらせられぬご思案とは心得ません。ただ今までは、 ご身分もお分かり遊ばされず、知性の一人としてお過ごしやらせられましたが、一つ柳家ご着したるご身分となりましては、おのずからご死案もそのように遊ばさねばなりますまい。それは気候の考えだ。エーザブローは身分によって、己の考えを変転させることなどできぬ。主位の異なる諸公らの意見を、いずれがゼとも言いたくはない。 お言葉を介して恐れ入りまするが、大殿には歌手へ、新太郎君には川上へ、それぞれお預けの身の上となられました今、お家最高の根幹となるは、お前様お一人でござりまするぞ。その点を、くれぐれもお考え遊ばすよう。では聞くが、最上家最高のことは、父の望みであるのか、創世と命じたことか。たとえ行いはなくとも、違う。 それは違う。エ三ザブローはきっとして言った。家柄血筋を正すことは誰にしても望むところであろう。しかしそれにも限度というものがあるはずだ。最高さえすればどんな屈辱をも忍ぶというなら格別。そうでないとすると諸侯の計らいにも最高の用があるぞ。玄八郎は思わず固唾を飲んだ。 十一。穏やかならぬ大せを受けたまわります。国本宿老、進歩森信が膝を正していった。おそらく弱敗どもが含むところあって申し上げたことでござりましょうが、我々としては、いかなる屈辱をも、恥とせぬほど未練のではござりません。この度の大変は、元より川上家の作望にて、ことに抜け荷の剣は、 歌手様はじめ、他の大半の身代わりになったも同様。これらの諸行より、お家最高の尽力を得るは、当然のことと存じまする。それは気候の論だ。エーザブロウは森信を見合って。私は玄八郎の話も聞いたし、また、細谷からも詳しく事情を聞かされているが、別に玄八郎たちの言葉に含むところありとも思えぬ。 彼は気候羅より若く、気候羅より、抜閣の動向に通じている。最上家最高、などという楽観説に組みすることができぬほど、時世を見ているのだ。しかし、私はそのために、玄八郎たちと、こを共にするとは言わぬ。言葉を切って、栄三郎は静かに、細谷玄十郎の方へ振り向いた。細谷、堺歌の神が、 太郎に任せられたのを知っているかこれは驚くべき一言だった。なんと仰せられます。今歩いてくる道で聞いた。田木清は昨日をもって太郎職に干せられたとのことだ。いい高一派は敗北であろう。さようなことが。信ぜられぬ。もしそれが事実なら、昨日のうちに家主様よりお知らせがあるはず。風雪に過ぎまいい。 老食たちは面色を変えながらささやき交わした。流説するように最高派の希望の綱は酒井といいとの清掃にある。川上家が酒井を背景にしているのと同様、最上家は彦根公一派の勢力を頼みとしている。だからここで大老食を酒井忠清に奪われることは最高派にとって致命的な打撃だった。 私もその実費は知らない。映像部老は冷ややかに。しかし、話していたのは町方よりきであった。もっともそれは、私にとって大した関わりのないことだが、現八郎はかねて、このことの当然来たるべきを主張していたので、彼の企てが、単に決起の上に立っているのでないことも認めなければなるまい。私、歌手様へ。 玄十郎が立とうとした。待て、嘘や。映像部郎は押し止めて。歌集家へ行くなら頼みがある。父に会えるよう計らってくれ。加賀へ送られる前に一目お会い申したい。最高についてのご意見も伺いたい。恐れながら、そばから井口勘也門が、それは平にゴム用と存じます。お世継ぎとして。 ただお一人のお前様、万一にもご身分のことが後編へ知れますれば、新太郎様ご同様、幕府のためご勇兵とならせられよも知れず、この儀は平におやめくださいまするよ。私は会う。エザブロウはきっぱりと言った。この気持ちは、貴公らにもわかってもらえるはずだ。二十六年の間、夢に描いていた父、お目にかかって、 今の悲鳴をお慰め申したい。栄三郎が父の子であることも確かめたい。玄十郎、いかなる法を持ってしてもよい。一目お会いのできるよう、はからってくれ。多感な玄八郎は、脇を向いて、目を押しぬぐっていた。